永遠の夫、ドストエーフスキー、人材清役、1、ベリチャーニノフ。夏が来たというのに、ベリチャーニノフは、暗に相違して、ペテルブルグに踏みとどまることになった。南ロシアの旅行もおじゃんになったばかりか、事件はいつ片付くとも見えない始末だった。事件というのは、領地に席する訴訟だったが、風向きはすこぶる思わしくなかった。 つい3月ほど前までは、とても全順で、ほとんど、議論の余ちもないものに見えていたのだったが、どうかした表紙に、がらりと、雲行きが減ってしまったのである。おまけに、どうも、何もかも悪い方へ返り出しやがって。と、そんな文句を、ベリチャーニノフはさもいまいましそうに、よくとくりげんに繰り返すようになった。彼は、腕利きの、 報酬の高い有名な弁護士を雇って費用の点は少しも惜しまなかったそれでもやはりもどかしく信用の置けない気持ちがして自分までが事件に首を突っ込むようになったつまり書類を読む自分でも書くそして大抵は弁護士の手でくずかごへ捨てられるまた裁判所から裁判所へ駆けずりインタスへ 第四水準2の12の11でみたり調査をしてみたりするのだったがおそらくこれがよほど事件の運びの邪魔になったのである少なくも弁護士は苦情を鳴らして彼を別荘へ敬遠しようとしたところが彼の方では別荘へ行くだけの決心さえ突きかねたのである誇りっぽさ蒸し暑さ 神教を苛立たせるあのペテルブルグの逆やそうしたものを彼はペテルブルグで密るきつしていたわけなのだ彼のアパートは大劇場の近所にあってついこの間借りたばかりだったがこれも同じく失敗だったまったく彼の言い草じゃないが何もかもうまくいかんなのである彼のヒポコンデリーは日増しにひどくなるばかりだったとはいえ このヒポコンデリーの兆候は、だいぶ前から、あるにはあったのである。彼は、世間を広く渡って、いろいろなことを見てきた男である。もはや決して若いとは言えぬ、38か、ひょっとしたら9にもなろうという年配だが、そもそも、この、老年というやつは、彼自身の言い草によると、まるで罰気打ちに、彼を襲ったのだった。しかも、 彼自身の解するところに従えば、彼が追い込んだのは、年齢の量によるというよりは、むしろ言ってみれば、その質によるものなので、もし、すでに老衰が始まっているものとすれば、それは、外部からよりもかえって内部からなのであった。うち見たところ、彼は今なお知き強心であった。背の高い、堂々たる滑腹の男で、初の毛は、 単色でふさしていて、頭の毛にも、また、ほとんど胸の半ばに届きそうな浅色の長いひげにも、白髪なんぞは、ただの一筋だってなかった。ちょいと見ると、どこか少し間延びのした、だらしない男に見える。だが、もっと目を凝らして眺めると、諸君は立ちどころに、昔は、最高の上流者への指定として教育を受けたことのある。 育ちのいい一人の紳士を彼のうちに見出されるだろう。わざとき難しげな、のろくさした態度を身につけてはいたものの、彼の物腰はいまだに活達で、キビキビしているばかりか、優美でさえあった。そして、今になっても、まだ、彼は、非常に根強い、上流者へによく見られる例の不尊なまでの自負心に満ちていたが、その程度たるや、 全に賢明なだけではなく時としては俊敏ですらありまず申し分ない教養と疑うべからざる才能とを備えているさすがの彼にしても自身まさかそれほどだとは思っていなかったに相違ないさばさばしてほんのりと紅味のさしたガの色艶はその昔は女のような優しさをたたえて不人連の目を引いたものだったが今でもやっぱり彼を一目見て なんて健康そうな人だろう、桜色とはこのことだ。という人もある。とはいえ、この健康そうなせっかくの男ぶりもヒポコンネリーのため散々に害な割れていた。ぱっちりした目は空色をしていて、10年ほど前にはやはりすこぶる魅力があった。それは実に明るい、実に楽しげな、苦労のなさそうな目で、デイイガに。 誰でも思わず知らず引き入れられてしまうほどだった。それがやがて四十の昭和紀行という今日になっては、すでに小じわに囲いまれているその目に、明るさも善良な色もほとんど消え失せてしまったばかりか、逆にあまり貧困の香ばしからぬ消耗した人間によく見られる霊障壁や狡猾さが現れていた。中でも 一番頻繁に現れるのは、嘲笑の色であり、その上以前にはなかった、新しい陰影までが育ってきた。それは、悲哀と苦痛の影そこはかとないようでいて、その、実は激しい、一種方針したような悲哀の影であった。一人でいるような時には、とりわけ、この悲哀が色濃く現れた。そして、これは妙な話だが、つい2年ほど前までは、 そうしくって引きでウキウキした性質で、おどけた話をするのがあんなに得意だったこの男が、今では、全くの孤独ほどに、好きなものはないのであった。彼は、大勢の知人をわざわざ振り捨てた。それは、自分の財政状態がめちゃめちゃになってしまった今日なお、決して振り捨てるには及ばない人たちだった。もっとも、それは、虚偽心も手伝ったので、 つまり彼のような猜疑心も深く虚偽心も強い男は今までの知人たちと付き合ってはいけなかったのである。しかもまたこの虚偽心までが孤独な生活の中で次第に形を変え出していた。それは弱まるどころかかえって逆ですらあったがとにかくそれは。 昔は見られなかった一種特別な虚偽心に変化し始めたのである。というのはつまり彼の虚偽心は時折将来よくあった動機とは全く打って変った動機のために傷つけられだしたのである。それは異想外な昔なら夢にも思い寄らなかったような動機今までのに比べれば一層高尚な動機であった。ただし もしそう言えるならばさ。もし、本当に、高尚な動機とか、低級な動機とかいうものがあるならばさ。これは、彼自身の付け加えた言葉である。実に、彼は、そこまで行き着いてしまったのである。昔なら、気にもかけなかったに相違ない何者か、高尚な動機と、今では釣っているのである。彼は、我ながら意外線よろずにも、 内心どうしても笑い飛ばしてしまえぬ動機は一切自分の意識と両親の性に従って高尚な動機と名付けていた内心笑い飛ばせないなどということはいまだかつてなかったことなのであるただし言うまでもなくそれは内心での話なので人中になると話は全然別である彼は自分でよく心得ていた しかるべき事態に立ち入ったりさえすれば、明日の日にも、彼は、自らの両親の神秘的かつ経験な判断をあえて無視して、大っぴらに、しかも、極めて平然と、それら一切の、高尚な動機、などというものの存在を否定するだろうし、また、自分が先頭に立って、もちろん、身に悟る絵があるなどというそぶりは、うのけほども見せずに、それらの動機を笑い飛ばすであろうことを。 そしてこれまで彼を支配していたいろんな低級な動機を克服して彼は近頃ではある程度のいやむしろすこぶる著しいほどの思想の特殊性を勝ち得ていたにもかかわらずミノル城はまさに右に述べた通りだったのだそれにミノルギは朝の新床を起きでながら彼がその夜の不眠の間に訪れた我れと我が思念や感情を 恥ずかしく思い始めたことも幾度だったか知れたものではないのである時に彼はこの頃はずっと不眠症にのんでいた自分が大切なことにも些細なことにも一切について極度に遮疑深くなってきたことは彼ももうよほど以前から気がついていてだからできるだけ自分を信用せずにいるに限ると思っていた しかし、もはやどうしても実る在するものと認めないわけにはいかない事実が生じつつあった。最近では、時とすると、夜更けに、彼の思念や感覚が平成に比べてほとんど一変してしまうことがあるし、しかも、その大部分は、その日の前半に彼を訪れていたものとは、似てもつかぬものであった。これには、彼もぎょっとして、 かねて知り合いの中ではあったがとにかく有名な悪い者に相談を持ちかけたことさえあったもちろん冗談に紛らして口を切ったのであるところが相手の返事はこうだった夜間不眠の際とかまたは一般に夜間に思念や感覚が変化をきたすという事実さらには二つに分裂をさえきたすという事実は激しくものを考えたり 激しくものを感じたりする人々にあっては広く認められる事実である。一生が異変らずに来た信念でさえ、野陰と不眠のメランコリックな影響のもとでは時として急変を来す例もある。つまり突如として訳も言われもなしに最も致命的な決断をとってしまうのである。しかし言うまでもなくこれは。 全てある程度にとどまるものであるけれどもし本人が自己の分裂を感じると愛が過度になっておりために苦痛を悟るえるまでに至っているとすればそれはもはや疾病の域に進みつつある立派な兆候なのであるから直ちに何らかの方法を講じなければならない最もいい方法は生活を根本から変えること食事を変えること またはいっそのこと旅行に出ることである。下たも、むろん有効である、うんぬ、うん。ベリチャーニノフは、その先の言葉には耳を貸そうともしなかった。もうそれだけで、自分が病気だということは、完全に証拠立てられたのである。してみると、あれはみんな病気なのだ。あの、高尚な、動機というやつは、みんな、ただの病気に過ぎないんだ。 彼は時折とくりごとにさもいまいましげに叫ぶのであった。そんな考えを受け入れることは実にやりきれない思いだった。ところが間もなくこれまで夜の間に限って起こったのと同じことが朝になってからも繰り返されるようになった。違う点といえば夜よりも苦痛の度合いが強いことそして開墾の代わりに怨恨を。 感動の代わりに嘲笑を伴っていることである。稔ぎわのところ、それは、人ともに、ますます頻繁に、しかも、不意に、何の理由もなしに、彼の記憶に昇り始めた、彼の過去の、それも、遠い遠い過去の生活の、さまざまな出来事なのであったが、それが、一種特別の形をとって現れ出したのだ。例えば、ベリチャーニノフは、 もうよほど以前から物覚えの悪くなったことを嘆いていた。彼は、知人たちの顔を見忘れて、そのため、とで行き合った彼らの感情を害するのだった。つい半年前に読んだ本でさえ、近頃では、何が書いてあったか、すっかり忘れていることもあった。それなのに、一体どうしたことだろうこの打ち消すべからざる、日増しに激しくなる。 子供の悟るへの悪さそれを彼はひどく気に病んでいたにもかかわらず遠い過去に属する一切のこと10年15年とたって今では忘れ果てている一切のことが今頃になって突然記憶に上ることがあるというのはそれも5歳にわたって生々しい印象を伴い実に驚くばかりの正確さを持って現れるのでまるでもう一度 現実に体験している思いがするる。のである思い起こされた事実の中には、それが思い起こされたということ自体が、すでに奇跡としか思えぬほどに、綺麗に忘れていたものもあった。だが、実はそれだけの話ではないのである。そもそも、世間を広く渡ってらいた人で、その人なりの思い出がないなどということは、あろうはずがない。ただここで大切なのは、 そういう思い出のすべてがまるで何者かの手によって前もって料理されでもしたように事実に対する全く新しい異想外なそして何よりもまずまるっきり無双も及ばぬような見方でもって現在に立ち返ってらいたことである思い出のうちのある種のものが今では彼の目に純然たる犯罪のように映るのはなぜだろうかしかも それは彼の知力が下す判断だけの問題ではないのだ。なぜなら自分の過激で如くで、おまけに病的な知力なんか彼は信じないでもいられたであろうから。しかも事態は彼をして呪いの象を発せしめるまでに進んでいた。ほとんど涙を余震場外に現れる涙でないまでも少なくも内心の涙を誘うまでになった。 ミノルギワに、これがつい2年前なら、お前は、そのうちに涙を流すぞ、などと人に言われたにしても、真に受けはしなかったにそういない。それは、そうと、最初のうちは、甘い思い出よりは、苦い思い出の方が、よく思い出されるのだった。社交上の、いろんな失敗や無念さが、思い起こされた。例えば、彼が、 ある陰謀家に中傷され、て、その結果ある家へ出入りを差し止められたこと、また例えば、これは、そう古い話ではないが、公衆の面前で官府内までに侮辱されたにもかかわらず、とうとう受けつつを申し込まずにしまったこと、また、非情な美人が集まっている席上で、辛辣極まる嫌がらせを言われながら、何の追う答えもできなかったこと、そんなことが思い出された。 また、二つ三つ借りっぱなしになっている借金のことも思い出された。それはいずれも取りに足らぬ金高には違いなかったが、とにかく紳士同士の借金であり、勝てて加えて、その相手は、こっちからすでに絶好していて、悪口を言いふらしている人たちなのであった。実に馬鹿げたことで同人してしまった二つの財産、それは、 二つとも相当なものだったのことも思い出されて、やはり彼を苦しめた、もっとも、これは、よほど勘の高ぶった時に限っていたが、しかし、そうこうするうちに、高尚な方のことも思い出され始めた。一例を挙げると、突然、それこそ、わけも言われもなし、に、忘れていたどころか、きれいさっぱり忘れていた、あるお人よしの老管理の面影が、 念頭によみがえってらたたりしたそれはごましお頭をしたばかげた男だったが彼はいつだったか遠い昔のこと囚人監視の中でその男を侮辱ししかも何一つ返報を受けずにサインだことがあったのだ事の起こりはただそらいばりがしてみたかっただけのことでつまりせっかく浮かんだある滑稽なうまいシャレを 無駄にするに忍びなかっただけの話である。もっとも、そのしゃれは、大いに、彼の男ぶりをあげ、人々の口から口へ、繰り返されたものだった。この一件はすっかり忘れていたので、その戦いきさつがさんらず、不思議なほどはっきりと、すぐさま、胴うちに浮かび出ながら、普段の老人の名字さえ思い出せない始末だった。彼は、その老人が、 嫁入り盛りの年を過ぎて、まだ自分と一緒に暮らしていて、そろそろ市中に何かと噂の立ち始めていた娘のことを、その時しきりに弁解していたのを、ありありと思い出した。老人は、いきり立って勾弁し出したが、そのうち、急に公衆の面前でおいおい泣き出したものだから、一座はいくらかしんみりしたほどだった。とどのつまり、 一同は冗談半分老人を三無知種で吸い潰してゲラゲラ笑い転げてそれでおしまいになったそして今わけも言われもなしにベリチャーニノフがその爺さんが赤ん坊のように両手をガンに押し当てておいおい泣き出した姿を思い出した時突然彼にはまるで自分がついぞあのことを忘れたことなど ありはしなかったような気がしたのであるおもけに奇妙なことにはあの時は一部始終がすこぶる滑稽なような気がしていたのに今ではまるで反対でとりわけその細かな点つまり両手で眼を覆ったことなどは滑稽どころの葬儀ではないと思われるのだったそれからまた彼はほんの冗談口にある小学教員の すこぶる美しいサイの悪口を言い、しかも、その悪口が、辺りの夫の耳に入ったことを思い出した。ベリチャーニノフは、間もなく、その町を去ったので、彼の悪口が、どういう結末を告げたかは知らなかったが、今になって、彼はいきなり、あれは、一体どんな結果になったろうかと、想像し始めたのである。そして、もし、その時、 突然、ある少女についての、ずっと、近頃の思い出が浮かんでこなかったら、彼の想像は、どこまでかくがっていったか分かったものではなかった。それは、卑しい町人の娘で、彼の方では、別に好きだったわけでもなく、また、正直のところ、そんな女と関係をつけたことを恥じってさえいたものだが、にもかかわらず、我ながら、うやむやのうちに、 その女に子供を産ませ、その極あっさり赤ん坊むろとも振り捨ててしまったのだった。ペテルブルグを去る時にも別れの言葉さえ交わさなかった始末である、もっともその時間もなかったのだけれど、この娘のことはその後になって丸一年もかかって訪ねてみたが、もうその時は何としてもそうし出せなかった。それはそうと、 こうした種類の思い出は、幾百となく浮かび上がってくるのだったし、おまけに、一つ一つの思い出が、その後ろに、何十という別の思い出を引きずってくるたいたらくだった。そのうち、だんだん、彼の虚栄心もちくちく痛み出してらいた。彼の虚栄心がある特別な形に変化していたことは、前にも一言しておいた。 これは本当の話だったのである。どうかすると、ちょいちょい、もっとも、これは、たまのことだったが、彼は、ひどい自己忘却にかんることがあって、自家用の馬車のないことも、手くで、裁判所から裁判所へ歩き、インタスへ、第四水準二の十二の十一っていることも、みなりがいささかだらしなくなっていることも、一向恥ずかしく思わないほどだった。そして、 そうした場合、昔なじみの誰かがおうらいで、彼にあざけ、蹴りの視線をくれようが、あるいは、わざと知らんふりをしようが、彼は、実る際のところ、嫌な癌一つしないで済ませるだけの気くらいは備えていたはずだ。この平気な癌は、まさに本心から出たもので、ひつらずしも、未得や外文だけのものではなかったのである。言うまでもなく、そんなことは、 たたまにしかないことだったつまりそれは自己忘却と興奮の刹那だけのことではあったがとにかく彼の虚偽心は次第に今までの普通だった動機から遠ざかって絶えず彼の心に浮かんでくるある問題の周りに集中し始めたのであるどうやらこりゃと彼は時々自重的な調子で考え始めるのだった一彼は 自分のことを考える際には、ほとんど、常に自重的な調子でやり始める男だったが、どうやら、こりゃあ、誰かしら、俺の行情を叩き直してやろうと、おせっかいをしょうくやつがあって、さてこそこんないやらしい思い出だの、開墾の涙だのを差し向けてくると見えるわい。どっこい、そうは問屋がおろさんぞ。所詮は、空たんでポンポンやるようなものさ。 そもそも、俺は宣告承知なんだ。承知どころか尻がついているんだ。そんな開墾の涙をいくら流したところで、そんな自己見跡をいくらやったところで、馬鹿げた四十面を下げながら、この俺にゃ一家の見識なんていうものは、雀の涙ほどもありはせんのだ。論より、証拠、明日の日にも、何か誘惑がやってらいてみろ。そうさな、例えば、 またしてもあの教師の細君が俺の贈り物を受けたという噂を広めるのが俺にとって好都合だといった場合が生じたとしてみろてっきり俺はそいつを広めるに決まってるさケロリとしてなおまけにことは今度が初めてじゃなくて二度目なんだから初めての時より一段と醜く悪でいやらしいものになるだろうそれともまた あの公爵の小せがれが今ここへ出てきて、もう一遍、この俺を侮辱してみろ。あいつは、母一人ご一人の大事な息子で、十一年前に、この俺が、ズドンと一発、片足をっぺしょってやったやつだが、俺は、即刻やつにケツツを申し込んでもう一遍松葉杖の厄介にならせてやる。要するにソラタンに過ぎんのだ。何の足しにもなりはせんのだ。 1> 第1事故を脱却する術ときたら爪の先ほどの心得もないこの俺が昔のことを思い出したところで何になるものかさて教師の崔君との悶着は二度と繰り返されず誰一人松葉杖の厄介になるような目には合わされなかったけれどただもしそうしたハメに立ち至ったらてっきり。 そうした騒うが再演されずに債務者じゃないという考え一つがほとんど至難ばかりの苦痛を彼に与えるのだった。時たまではあったけれど。だが、稔際のところ人間の別目なしにくよくよしてばかりもいられないものである。幕合には一服やりにブラブラしても差し支えないわけだ。実のところベリチャーニノフもよくそれをやった。 つまり、彼は、幕開いの万歩を試みる気ではいたのだが、にもかかわらず、ペテルブルグの彼の生活は、時とともに、ますます面白くなくなるばかりだった。とうとう、7月も間近になってしまった。時々、彼の頭には、何もかも、例の訴訟までもほっぽり出して、行き当たりばったりにどこかへ、それも出し場付けに、思いもかけずといった塩梅式で、 例えば、いっそ、クリミアへでも、遠走ってしまいという決意が、ひらめくことがあった。だが、大抵は1時間もすると、もう、彼は、その考えを今日なみして、まず、こういった嘲笑を吐きかけるのが常だった。このいやらしい想念と来たら、一度始まったら最後、また、この俺にいささかなりと人格というものがある以上、どんな南へ逃げ出したところで、 金輪罪やまるものじゃないんだだからつまりそんな壮年から逃げ出すには当たらんしまた第一層する理由もありはしないんだそれにまた逃げ出してどうしようっていうんだと彼はやけくそで理屈をこね続けたなるほどこの町はすこぶるほこりっぽい蒸し暑いおもけにこの宿と来たら何から 何までえらく薄汚い。また、いろんな要件で、目の色をへえている連中に混じって、俺がうろつき、インタスへ、第四水準2の12の11、ル裁判所と来たら、それこそハツカネズミみたいなせわしなさ、古着市場へでも行ったような葬儀だ。どこへも出かけずに、この町に遺産っている連中、朝から晩まで、鼻先をチラチラしているやつらの癌という癌には、 やつらの利己心だの悪気のない無自覚な鉄面ピさだのおっかなびっくりな昇進さだの毛みたいにコセコセした根性だのが無よこし巻きなくらい出しっぱなしになっているまったくこの町こそ大まこと面目で行ってヒポコンネリー患者にとっちゃ極楽清し土なのだ何から何まで開けっぱなしではっきりしている誰一人として 別所だの外国の温泉場だので、我が国の奥さん方がよくやるような隠し立てということを点で入れようとも考えちゃいないのだ。だから、つまり、何事に、まれ、ザック・バランで率直にやりさえすりゃ、それだけでもう、軍と尊敬に値するというわけなんだ。いいや、どこへだって行くことじゃないぞ。余心は、ここで身を滅ぼそうとも、 金輪際ここは動かんぞ。に、帽子に模章をつけた紳士。七月の三日だった。息苦しさと厚気は、ほとほと我慢がならなかった。その日は、ベリチャーニノフにとっても多忙な日だった。午前中は、テクや馬車で駆けずり、インタスへ、第四水準二の十二の十一らなければならなかったし、おまけに、まだ、その先には、ぜひとも、 今晩のうちにある必要な人間これは法律通りで五島分官の地位にある紳士だがおどこか黒川駅中ペテルブルグの西北約50キロフィンランド湾に望む秘書地辺りの別所に訪ねて不意打ちを食わせなければならない要件が横たわっていたをインタスへ第水準ののリチャニノフはやっとのことで ネフスキー通りの警察橋のたもとにあるあるレストラン、すこぶる怪しげな板前だが、とにかく、フランス料理ののトアを押して、いつもの通り隅っこの定めのテーブルに陣取り、常、日頃変らぬ夕食を命じた。彼は、毎日一ルーブルの夕食をしたためることにして、ただし、人物は別感情と決めていた。そして、これを、 自分の傾いてきた財政状態にささげられる賢明な希少と観念していた。一体どうしてこんな汚らしいものが食えるのだろうと心の中では呆れながらそれでいてその都度まるで3日3晩も絶食した後のような旺盛な食欲を持って最後の1切れまできれいに平らげてしまうのだった。こりゃどうも病的だわい。 彼は、時々、自分の食欲に気がついて、得意事を言うのだった。ところが、今日は、その彼が、すこぶるご機嫌な舐めの手入れ、いつものテーブルに陣取ると、腹立たしげに、帽子をそこらへ放り出し、そのまま頬杖をついて考え込んでしまったのである。もし、今この時、隣のテーブルで食事をしている客が、どうかはずみで浮かれ出したり。 それとも、注文を伺いに来た合意が、彼のお望みを、最初の一言で悟らなかったりしたら、それこそ一大事である。平成は、大いに、来儀正しく振る舞うすべも心得ているし、また、時と場合によっては、ものに同然の存在さを見せもする彼ではあるけれど、今日の様子では、てっきり士官学校の生徒みたいにわめき出して、 おそらく一悶着持ち上げるにそういない。スープが出たので、彼はスプーンを手に取ったが、一救いもせぬうちに、いきなりスプーンを卓上へ投げ出して、椅子から飛び上がらんばかりの格好をした。ある思いもかけぬ考えが、突如として彼を襲ったのである。というのは、つまり、その瞬間、どういう筋道をたどってだかは、皆目わからないが、屋庭に、 彼は自分の反問の原因をはっきり悟ったのである。それはもうこれで作日の間ぶっ通しにいや最近引き続きの馬まされ続けてきたある特に格別な反問であったがそれがどうしたわけだか彼にまつわりついたなりどうしても離れようとしないのだった。ところが今や彼は一足飛びにその全貌を見ばついたのである。 自分の五本の指のように、はっきりと見て取ったのである。こりゃあみんな、あの帽子のせいなんだ。と、彼は、まるで旅館にでも打たれたもののようにけんやいた、あの胸くその悪い模うをまいた、あのいまいましい山高帽子だ。あいつ一つが一切の原因だったのだ。彼は考え始めた、そして、考え込めば考え込むほど、ますます。 彼は不機嫌になり、その出来事の全体なるものが、いよいよ彼の目には異様に見えてくるのだった。だが待てよ、一体あれは出来事というほどのものかしらな。と彼は自分を信じずに事を立ててみた。あれに何かしら出来事らしいものがちょっぴりでもあるかしらん事の次第はつまりこうなのである。かれこれ。 もう二週間ほどにもなるが、確かなところは悟る得ていなかったが、とにかく二週間前のように思われた、彼は初めておうらいで、それは、ボジアーチェスカヤ街とメシチャースカヤ街の街角の変だったが、帽子にも賞をつけた、一人の紳士に出くわしたのだった。その紳士というのは、別にこれという取り立てて変ったところもない世間並みの人品で、さっさと通り過ぎていったけれど、ただ、 その時、ベリチャーニノフの癌をちょいときになるほどじっと見つめて、その途端にどうしたわけだか、彼の注意がひどく相手へ引きつけられてしまったのだった。少なくとも、ベリチャーニノフには相手の眼つきが見悟る絵のあるような気がした。確かにいつかどこかで、その癌を見かけたことがあるのである。といったところで、何しろ俺も生まれて、この方、 何千と知れない癌にお目にかかってきたものなあ、いちいち思い出すわけにもいかんて。二十歩も行きすぎると、そうした妙な第一印象だったにもかかわらず、彼は、もう、そのデイのことを、忘れているような風だった。ところが、その印象は、終日拭い去られなかったばかりか、かなり奇妙な印象をとどめたのだった。つまり、なんだか一種特別な。 漠然たたるるとしてったのである彼は二週間経った今になってそうしたことをさらずはっきり思い浮かべた同時にまた一体どこからそんな肉年が湧いてきたものやらその時は全く見当もつかずましてあの日一晩中彼を苦しめたあの不愉快極まる気持ちを その朝の出演に結びつけたり思い合わせて考えたりしようなどとは思ってもみなかったことそんなことまで思い出したところがその紳士の方では躍起になって自分のことを思い出させようとかかってきてそのあくる日もまたネフスキー通りでベリチャーニノフとがを突き合わせまたもや一種異様な目つきで彼を見つめたベリチャーニノフはペットつばを吐いたが 吐いた途端に、俺は、なぜ唾なんか吐いたのだろうと、懸幻に思った。ミノルギは、一目見るやいなや、漠然とした、当て度もない嫌悪の情をそそるような、そんな眼つきがあるものである。いや、俺は確かに、あいつには、どこかで出くわしたことがあるぞ。と、彼は、その出会いから半時間ほどして、すっかり考え込んでけんやいた。 それから、またしても、その晩は、一晩充実に、不愉快な気持ちで過ごしたのである。そればかりか夜中になると、何かいやらしい夢まで見たのであるが、それでも、やはり、その新しい一種特別な憂鬱の原因が、さんらずさっきで得った無性の真摯にあるなどとは、その晩一切ならず、その男のことが思い浮かべられたにもかかわらず、一度だって、 念頭に上りはしなかったそれどころかかえってあんなろくでなしのことがこういつまでも思い出されてくるのがこの大事な場合として尺に触ってならなかったそんなわけだから自分の不安な思いの一切はその男のせいではあるまいかなどという考えがよろず一年頭に兆しでもしたら彼はおそらく屈辱をさえ感じたに相違ない ところがそれから二日すると彼らはまたもやネバ川を通う蒸気船の出口の人混みの中でぱったり出えってしまったこの三度目の時になるとベリチャーニノフは帽子に模章をつけたその紳士が相手を彼と知って人混みに隔てられもみくしゃにされながらわざわざ人波をかき分けて彼の方へ近づいてライタに違いないてっきりそうに違いないと感じた そればかりか、奥面もなく、彼に向かって手を差し伸べたようにさえ思われた。のみならず、ひょっとしたら体勢を出して、彼の名を呼んだのかもしれないのだ。もっとも、その章を、ベリチャーニノフは、はっきり耳にしたわけではないが、しかし、だが、一体、アンチク章は何者なんだろうもし、本当に、この俺を知っていて。 それほどそばいらい退院なら、さっさとやってらいたらよさそうなもんじゃないかと、彼は、辻馬車に腰を下ろし、相撲りぬい修道院駅中、ネバカ辺ベリにある、当時は貴族女学校になっていた、の方へ向かいながら、さも忌まいましそうに考えた。それから、半時間のちには、彼は、もう、自分の弁守ると議論をして、 大勢ではめき散らしていたのだが、晩方から夜へかけては、またもや、何ともかともいやらしい、機械極まる憂鬱に沈んでしまったのだった。こりゃ横断にでもなったのじゃあるまいかと、彼は、じっと鏡を見ながら、疑わしげに自分に問いかけるのだった。それが三度目の出演だった。それから五日ほどというものは、彼は、 さっぱり誰にも出くわさずあの野郎なるもののことは噂にさえ聞かずに過ごした。でありながら帽子にも性をつけた九段の紳士のことはひっきりなしに念頭に浮かんでくるのだった。こうなるとベリチャーニノフも幾分呆れ気味で自分の気持ちをやり玉に上げざるを得なかった。じゃあつまりあいつのことが胸糞が悪くてならんとでも言うのかね。 うん、だがあの男だってきっとこのペテルブルグでどっさり用事を抱え込んでいるに違いなかろうじゃないかそれにしてもあの喪章は一体誰のためなのかな向こうでは確かに俺を知っているだが俺の方じゃどうも思い出せんしかしさなんだってああした連中は喪章なんかつけるんだろあの男にはどうも似合わんがな だが待てよもっと近くへ寄って眺めたらやつが誰だったか思い出せそうな気もするなあすると彼の思い出の中で何者かがうごめき始めたような気がしたそれはよく知っていながらどうかした表紙にひょいとど忘れした言葉を一生懸命思い出そうとしているような塩梅だったその言葉は実によく知っているしおもけに 自分がそれを知っているということも、ちゃんと心得ているのである。また、その言葉の意味も知っているし、現に、そのつい鼻先まで泣いているのだが、それがどうしたものかいくら頑張っても、その言葉の方で思い出されるのを嫌がって、いつかなでてこない。まあそんな具合だった。あれは、その、確か、もうだいぶ以前に、どこやら出会ったことだな、確かその時。 その時それ。ええ、勝手にしろ。あったことかなかったことか、どっちだってかまわんじゃないか。と、彼は、急にいまいましげに叫んだ。それに第一、取るにも足らんあんな野郎のことを、くよくよきにやむなんて、俺のなおれになるだけのことだ。彼は、ものすごい剣幕でいきり立った。ところが、その晩になって、さっき、 自分がものすごい剣幕で生きり立ったことをふと思い出すとひどく不愉快になってしまった妙な仕草をしているところを誰かに見つかったような気持ちだった彼はドギマギして呆れたり不思議がったりしたしてみるとわけも言われもなしにたった一つの思い出のことで俺があんなにむしゃくしゃするのはやっぱり何かしら曰くがあるに相違ないぞ 彼は自分の想念を中途でおっぽり出してしまった。ところがその明る日になると彼は一層向かっぱを立てることになった。だが今度は腹を立てる理由が立派にあるし自分が怒るのも当たり前だと思われた。相手が前代未聞の村井な仕打ちをしたのである。というのはつまり4度目の出演があったのだった。 模章をつけた紳士は、まるで地面から湧いていでもしたように、またもや姿を現した。それは、ちょうどベリチャーニノフが、おうらいで、例の後頭間を、守備よく捕まえたばかりのところだった。これは、前にも言った通り、彼にとっては必要な人物で、よくよくの場合には、不意に別所上でも押しかけていって、捕まえるほかはあるまいと、悟る悟るを決めてまで、 未だに探し、インタスへ、第4水準2の12の11、ていたところであった。なぜそれほどに終身かというと、この役人は、ベリチャーニノフにとって、ほとんど一面識もない間柄ながら、とにかく、今度の訴訟事件について、是非ともえっておかねばならぬ人物なのに、向こうは、大変らず、ぬらりくらりとすりばつけてばかりいて、今になっては、もう、 ベリチャーニノフに、エウノが、イヤサに、百歩を手を尽くして逃げ、インタスへ第四水準二の十二の十一、っているとしか見えないのだった。だから、やっとこさで、その彼に出くわしたと思うと、すっかりうれしくなって、ベリチャーニノフは、相手の迷路をうかがいうかがい、彼と肩を並べて、足早に歩を運びながら、なんとかして、この白髪頭の了解感が、 うっかり口を滑らして自分が久しい前から待ちあぐみ求めあぐんでいるある一言をひょいと漏らしそうなそういう話題の方へ彼をおびき寄せようと懸命になっていたところが相手の古だぬきもなかなか去るもので急所を笑いにはぐらかしたり聞こえぬふりを決め込んだりいとも巧みに引っ張ずしていくという実るもって気が気でないその瞬間にベリチャーニノフの視線はふと。 おうの向こうが、蝦の歩道に、帽子に模章をつけた例の紳士を見出したというわけであった。彼は、そこに突っ立って、じっと、二人の方を見つめていた。少なくもそれは明らかだった。おもけに、どうやら、嘲笑をさえ浮かべているらしかった。ええ、くそ。後藤艦の後ろ姿が見えなくなると、メリチャーニノフは、 せっかくの大きな魚を取り逃がしたのもあのハレンチカンが不意に姿を現したせいだと思ってすっかり剛を煮やしてしまった。あいつめ、俺の内ぶところを探ろうとしているんだな何にしろ俺の後をつけインタスへ第四水準2の12の11していることは確かだ誰かに頼まれたのかなおもけにおもけにあいつは 確かにせせら笑いやがったぞ。よし、男子亀にもの見せてくれる。チェステッキがないのが3年だわい。よし、ステッキを買おう。このままじゃさいまされん。一体あいつはどこの何者だなんとしても、やつの生態が知りたいものだ。そして、とうとう、この、つまり4度目の、デイの後、ちょうど3日経って、私たちは、 前に書いたようにあのレストランですっかりもう興奮しきって幾分は傍然自失の木屋地でさえあるベリチャーニノフの姿を見出すわけであるなんぼ豪顔な彼でもそうした自分の状態だけは認めないわけにはいかなかった今度という今度は彼も一切の事情を思い合わせてみて自分にとっついたふさぎの木このただごとならぬ悶々の情そして この二週間にわたる不安な思い、それらの一切の原因は、取るにも足らぬくだらんやつではあるけれど、やっぱり、あの無償の真摯に他ならぬことに、思い当たらざるを得なかった。なるほど、俺は、ヒポコンデリー患者かもしれんな、と、ベリチャーニノフは考えた。で、そのせいで、あれほどのことが、象ほどに見えるのかもしれん。だが、しかし、こうしたことは、 みんな、おそらくは幻想に過ぎんだろうなどと思ってみたところで、それで一大気が休まるものだろうかまったく、あんなならず者が出てくるびごとに、人間一匹が根元からひっくり返されてしまうものだとしたら、つまり、そりゃ、つまりそりゃ。実を言えば、今日のというのは、5度目のデイが、ベリチャーニノフをひどく動転させたのは、そうほどのことが。 まるで灰ほどにしか見えなかったからであった。その紳士は、例の通り、素早く、そばをすりばつけて行ったのだが、今日は、ベリチャーニノフの方は見向きもせず、いつものように彼を知っているようなそぶりも見せず、うって変った含めになって、なんとかして、相手の目に触れたくないと念じているような様子だった。ベリチャーニノフは、くるりと後を振り返ると、 あらん限りので呼びかけたあもしもしくん。喪の先生。今日は逃げるんですかい。待ちたまえ。君は一体何者なんですこの問いも、そして説教も、すこぶる筋の通らぬものであった。だが、そのことに、ベリチャーニノフが気がついたのは、もう怒なってしまった後の祭りだった。この叫びに応じて。 例の紳士は振り返って、ちょっと足を止め、困ったような顔をし、にやりと笑い、何やら言いたげなふりをし、何か下げなそぶりを見せ、ほんの一瞬間、ひどく戸惑ったような物腰をありありと示したが、急にそびらを返すと、そのまま振り向きもせずに、ずんずん向こうへ行ってしまった。ベリチャーニノフは、呆れて、その後ろ姿を見送った。 だが待てよと彼は考えた。本当のところは、やつが俺につきまとっているのじゃなくて、逆に、こっちがやつにつきまとっているんだとしたら、ただ、それだけのことだとしたら、一体これはどうなるんだ夕食を去りますと、彼は、急いで、例の後島館の別所へ押しかけていった。相手は留守だった。朝、方お出かけになったまま。 ままだおきりりになりません今日は誕生祝いのお呼ばれで、といおいでになったのですから、夜中の2時か3時過ぎでなければ、まずお戻りはありますまい、という挨拶だった。実に、失敬極まる挨拶だと思ったので、一時はカットしてしまって、ベリチャーニノフは、その足で、誕生祝いの席へ、売り込んでやろうかと思ったし、また、稔際にも、 虚者にそう言いつけたのだったが、途中で、道のりの遠いことを考え出すと、そのまま馬車を勝利してて、大劇場のそばの宿まで、足を引きずり引きずりきってらいた。彼は、運動の必要を感じていたのである。興奮しきった神卿を、ちめるには、不眠症であろうがなかろうが、これが火でも、夜の熟睡が必要だった。ところで、ぐっすり眠るためには、 せめて肉体なりとくたくたに疲らせなければならなかった。というわけで彼が宿へたどり着いたのは何しろちっとやそっとの道のりではなかったからもう10時半だった。そして稔ぎはヘトヘトだった。この3月に引き移ったその宿のことを彼は自分ながら言い訳がましくほんの一時の雨しのぎだとかあのいまいましい訴訟沙汰のおかげで。 思いもかけず、ペテルブルグで、シムボツに及んでしまったとか、さもにくさげにくさしたり、ののしったりしていたが、その実動して、この宿は、彼が言うほど悪くもなく、無様でもなかった。なるほど、入り口は少々暗いし、門のくぐりの辺は、薄汚い、には違いなかったけれど、二階にある彼の住まいと来たら、広々した、明るい。 天井の高い似た間から成り立っていて、間にある薄暗い控え感で隔てられている。というわけで、一間は往来に面し、もう、一間は中庭に望んでいた。窓を中庭へ開いている方の部屋の横でには、小さな印で間がついていて、これは寝室に使うようになっている。ところが、ベリチャーニノフは、この小部屋に本棚の書類棚をごちゃごちゃと散らかして、 シンルノは大部屋の一つつまりお浦へ窓を開いた部屋にしていた寝具はソファの上に敷いてもらった家具類は相当に使い古したものではあったがなかなか立派だったしその上貴重な骨董品もいくらかはあったそれは以前苦面の良かった頃の名残で陶器や青銅製の玩具だの 大きな照明のブハラ絨毯などといった類いである。2枚ほど、相当なエモさんっていた。とはいえ、それらは、一切合彩、ペラゲーヤという駒使いの娘が彼を一人さんして、ノーブゴロドの親戚へ休暇を取って切っていってからというもの、何もかも、散らかり放題、投げやり放題になっていて、おまけに埃だらけになっているという始末だった。とにかく、 まだ紳士の対面だけは保っていきたいと思っているベリチャーニノフであってみれば年頃の徳美娘が同じく徳美のよなれた男のもとに召し使われているという妙な事実に思い至るたびにそのペラゲーヤの方向ぶりには至極満足ではありながらやっぱりがんをあからめずにはいられなかったこの娘は今では 外国へ行っている彼の知り合いの家庭に使われていたのだが彼がこの春今の宿を借りた時からこっちへ住み替えてらいて部屋の整頓をしてくれたのだったしかし彼女が切手を行ってからも彼は他の駒使いを置こうという気にはなれなかったまたキューバのしのぎに小負僕を雇うほどのこともなかったし第一彼は 小木というものが嫌いでもあった。といったわけで、部屋の掃除には、毎朝マーブラという、家番の女房の妹に泣いてもらうことになっていて、彼は、外出するたびに、鍵をその女に預けるのだった。ところが、その女は、ただ金を取り込むだけの話で、全く何一つしてくれず、どうやら手癖もよくないらしかった。彼の方では、もう平めて、 一切見ないふりでさいまし、やっと、一人っきりの生活ができるようになったことに、むしろ満足を感じていた。とはいえ、ものには、すべてほど愛というものがある。で、時々、気の居所の悪い時などは、そうした薄汚さが、神経に触って、なんとしても我慢がならず、帰宅するごとに、まず大抵は、 むかむかするような気持ちで部屋へ入るのであった。ところが、今日ばかりは、ろくろく着物も脱がぬうちから、いきなりしん床へ飛び込んで、もう、一切何事も考えまい、これが日でも、今すぐさま眠ってしまおうと、イライラして腹を決めた。そして、不思議なことには、頭が枕に触れるが早いか、たちまち眠りに落ちてしまった。これは、 1> ここ一ヶ月来、耐えてなかったことだった。彼は三時間ほど眠ったが、落ち着きのない眠りだった。熱病の時に見るような、なんだか妙な夢を見た。なんでも、それは、彼が、何か犯罪を犯して、それを隠しているところらしく、おまけに、どこからとも知れず、ひっきりなしに、彼の部屋へ押しかけてらいる人々が、幾度恩に。 彼のの罪を鳴らすのであった集まった群衆は恐ろしいほど沢山でおまけに引きも切らず後から後からと部屋へ入ってくるのでドアはもう閉まらなくなって開けっぱなしになっていたところが彼の全身の注意はやがて一人の奇妙な男に集中されてしまったそれはその昔彼が非常に親しくしていた友人で 今では死んでいるはずなのにどうしたものか群衆に混じっていきなり彼の部屋へ入ってらいたのだった。ベリチャーニノフにとって何よりももどかしくてならないのはその男が何者なのか分からず名前もど忘れして何としても思い出せないことだった。彼に分かっていることはその昔自分が非常に好きだった男ということだけだった。 押しかけてらいた他の連中はこの男の口からメリチャーニノフの有罪無罪を決める最後の一言が漏らされるのを待っているらしくみんなじりじりしていたしかしその男はテーブルの前に腰を下ろしたまま身じろぎもせず僕しかと口を聞こうともしなかった喧騒はやまず苛立たしい空気はますます濃くなっていったと突然 ベリチャーニノフはカットしてその男が口を開こうとしないのを理由に彼をお売りつけたそしてそのため異様な快感を悟る得た彼の心相は自分のしたことに対する恐怖と苦痛のためジーンと凍りつく思いだったがしかもその悪感の中に快感がこもっているのだった怒りの燃え狂うに任せて彼は二度三度とつ,つけ 様におうりつけながら憤怒と恐怖からくる一種吸いしれたような気持ちはほとんど狂気の境にまで来いていたがしかもその中には無限の快感もこもっているのだったそして彼はもはや自分の古う鉄拳の策も悟るえずのべつ幕なしにおうり続けた彼はあれを一切合切三留守みなくこなさいしてしまいたかったのだ とふいに何事かがが持ち上がった一同はものすごい叫び声を上げて何者かを待ちもうけるようにドアの方を振り向いたするとその瞬間戸口の鈴が三度けたたましくなったがその乱暴さ加減といったらまるで鈴をドアからもぎ取ろうとでもするようだったベリチャニノフはハッ目を悟るますとたちまち我に返って ガバトしに床から跳ね起き、ざま、戸口へ駆け寄った。今鈴が鳴ったのは夢ではない。何者かが、本当に、今しがた案内をこうたのだと、彼は固く思い込んだのである。あんなにもはっきりした、あんなにも誠に迫った、ありありと耳に聞こえる鈴の音が、ただの夢に過ぎんとしたら、あんまり不自然すぎるじゃないか。ところが、意外なことに、 その鈴の音もやっぱり夢だったことが分かった。彼はドアを開けて原石へ出てみた。階段まで覗いてみた。が一っ一人いなかった。鈴はだらりと揺れもせずに下がっていた。意外ではあったがとにかくほっとした気持ちで彼は部屋へ引き返した。ろうそくに火を移しながら彼はドアがただ閉めたきりで。 乗も下ろさず、賭け金もかけてないことを思い出した。もっとも、これまでも、帰宅して、つい何の気なしに、夜の戸締まりをし忘れることは、再々のことだった。そのため、ペラゲーヤから、小言を送ったことも、二十三度あった。彼は、ドアの乗を下ろしに、控え館へ取って返して、もう一度開けて、原石を覗いてみ、そして、 内側から掛金を下ろした。しかし、鍵をインタスへ第四水準二の十二の十一スノは、やっぱり億劫なのでやめにした。時計が二時半を打った。してみると三時間眠ったわけである。夢のおかげですっかり気が立ってしまったので、彼は、すぐさましに床へ戻る気はしなかった。で、彼は三十分ほど、つまり、 破缶を一本吸い切る間、部屋の中をブラブラ歩いてみようと決心した。手早く服を着けると、彼は窓際へ寄って、厚ぼったい鼻ドースの窓掛けをもたげ、その外にある、まこと白なまくし上げ、カーテンを少し上げてみた。往来は、もう、すっかり明るくなっていた、駅中。いわゆる逆夜である、明るいペテルブルグの夏の夜はいつも、 彼の神経を苛立たせずには置かないし、ことに近頃では彼の不眠症を募らせるばかりなので、彼は二週間ほど前、わざわざ自分の部屋にすっかり下ろしてしまえば、光を通さぬ厚地のドンスの窓掛けをつけさせたのであった。明るい光の流れ込むに任せ、テーブルの上にともしたろうそくのことも忘れて、彼は大変らず、 何やら重苦しい、悩ましい感情を抱きながら、部屋の中を行きつ戻りつし始めた。夢の印象が、未だに作用していた。あの男に、自分が手を振り上げた、覆りつけた、そこから来る深刻な苦問が、まだうずいていた。しっかりしろ、あの男なんかいやしないんじゃないか。この世にいたことだって、ありはしないんじゃないか。あれはみんな夢なんだ。 一体何を俺はくよくよしているんだひどく腹立たしい気持ちでまるでそこに自分の一切ののうみが凝り固まっていてもするように彼はいよいよ自分は病気になりかけた病人になりかけていると考え始めた自分が追い込んできたことないしは漏水してきたことを意識するのは彼にとっていつもつらいことだった 彼はむしゃくしゃした時にはわざと自分をじらすためこの二つのことを意地悪く誇張して考えるのが常だった。老強さすっかり追い込んできたのさと彼は歩きながらけんやいた記憶力はなくなるし幻影には脅かされるし夢は見るし呼び鈴は鳴るしええ、ちくし畜生今までの経験で知っているが俺が あんな夢を見るのは、ひつらず、熱病の起こる前食レだったっけ一対、あの模招先生の一件、だって、やっぱり、夢らしいぞ、嫌そうに決まってる。俺が昨日考えたことは、アりゃダンしか本当だったのだ。つまり、この俺が、この俺の方でやつにつきまとってるんで、向こうが俺につきまとってるんじゃないんだ。あいつを、 種に夢物語をでっち上げておきながら、自分で怖くなって、テーブルの下へ潜り込んだという次第なんだ。それに、なぜ、俺は、あの男のことを野郎だなんて呼んだんだろうすこぶる立派な紳士かもしれんじゃないか。そりゃ、ごめんそうはあまりぞっとはしないが、さりとて、別にこれと取り立てて言うほどいやらしいところもないんだ。みなりだって住人並みだ。ただ、 あの目つきがなんとなく。いや、また始まったぞ。またしてもあいつのことだ。ええ、やつの目つきが、この俺になんだと言うんだ。あの、ろくでなしがいないじゃ、俺が生きていけないとでも言うのかい彼の頭の中に次々に浮かび上がってきた、想念のうちで、やはり、彼の心をひどく傷つけた、ある一つの想念があった。つまり、 ふいに彼はあのもしの紳士はその昔彼が友達付き合いをしたことのある男に違いないそして今になって彼と出くわすたびに嘲笑を浮かべるのは何か彼の過去の大きな秘密を知っているからなのだその上現にこうもおはうちからした彼のき外を目にするからなのだどうしてもそうに違いないと思ったのである 窓を開けて夜気を吸おうと思って、彼は、何気なく窓際に歩み寄った。と突然、彼はぞっと震え上がった。かつて見たことも聞いたこともない、異様な何事かが、思いがけずも、眼前で行われつつあるような気がしたのである。窓はまだ開けてはなかったけれど、彼は、急いで、窓の壁際にしさり込んで、身を隠した。と突然として、彼の目には、 往来の向こう側、ちょうど家のまこと向かいにあたる一とのない歩道の上に帽子に模章をつけた例の紳士の姿が映った紳士は岩をこちらへ向けて歩道に佇たずんでいたが確かに彼が覗いているとはつゆ知らず何事か思い巡らすような風でじろじろと家の様子をうかがっているのだったうち見たところ何かしきりに思案しながら 決心を固めようとととしているるころと見える片手を持ち上げてちょいと指を額に当てるような格好をしたとうとう決心がついたと見え素早く辺りに目を配ると爪先立ちに足音を忍び忍び大急ぎで往来を突っ切ってらいたがぜん彼は門口のくぐりそれは夏になると時には 朝の三時頃まで缶抜きをかけずにあることがあったおばつけて、入ってらいるではないか。さあやってらいたぞという考えが、さっと、ベリチャーニノフのドウ、内にひらめくと同時に、やにわに彼も爪先立ちになって、控え室の表戸の方へ一斉に走り寄ると、そのまま息を殺し、はやる心にカタツバを飲んで立ちすくみ、おののく右手を、 つい宣告下ろしておいたドアの掛け金にそっと掛けながら今にも階段に聞こえてくるはずの相手の足音に一心込めて聞き耳を立てた心相うの鼓動があんまり激しいのでつま先立てて登ってらいる見知らぬ男が聞きつけはせぬかと彼は心配だった一体何事が始まったのかさっぱり好点はいかなかったけれど一切の成り行きは 十層倍もの強度で感知されるのであった。まるで、戦国の夢が現実と溶け合ったような具合だった。ベリチャーニノフは、生まれつきエラタンな男であった。時には、危険にあたり面して、大善自弱たることを、一種見栄のようにして愛する男であった。それも、誰一人見ているものはなくても、自分で自分に感心するだけで結構なのであった。 ところが、今の場合は、その上に、まだ何者かがあった。今しがたまでヒポコンデリー患者であり、疑心暗鬼の愚痴男だった彼は、がらりと一変してしまって、今は、もう、全然、別人の勘があった。ひっつったようなしょうなき笑いが、協定からこみ上げてくるのだった。閉まっているドアの陰から、彼は、 見知らぬ男の一挙一動を想像していた。いや。いよいよ登って、ライルナ、とうとう登りきったぞ。あたりをキョロキョロ見、インタスへ、第四水準二の十二の十一してやがる。階段の下の様子を聞き耳立てて伺ってるな。息を殺してるな。ほれ、忍び足でこっちへライルぞ。や。取っ手に手をかけたな。引っ張ってる。 試しててみはは母さては、やっこさん、蝶が降りてないつもりでいたんだな。してみると、俺が時々賭け忘れるのをご承知と見えるわい。また取っ手を引っ張ってやがる。一対こんなことで賭け金が外れるとでも思ってるのか知らんこのまま別れるのは3年だな。虚しくキスなんて3年じゃないかそして、 稔際のところ、万事は彼が思い描いている通りに展開してきたのであった。何者かが本当にドアの外に佇たずんで、そっと音も立てずに情を試して外から取っ手を引っ張っているのであった。つまり、こうなっては、もう目的あってやっているに決まってるのである。しかし、ベリチャーニノフの方でも。 問題を解決しようという決心はすでについていたので、彼は一種の放鬱を持って焦らず慌てず、じっと潮時を狙っていた。屋にに掛け金を外す、さっとドアを開け放す、そして、林のものといきなり眼を合わせる。彼は、それがやってみたくてたまらなくなった。もし、あなたは、ここで何をしていらっしゃるんですと言ってやろう。 実る最初の通りになった。潮時を捉えると、彼は、ヤニワに掛け金を外して、ドアをドスンと突き開けた拍子に、帽子に模章をつけた紳士とんでのことで、鉢合わせをするところだった。サン・パーベル・パーブロビチ・とルーソツキー。相手は、まるでアみたいに、その場に棒立ちになってしまった。二人は、しきみの上で鼻を突き合わせて突っ立ったまま。 見じろぎもせずに目と目をにらみ合っていた。そのままの状態でしばらく過ぎた。と突然、ベリチャーニノフはこの来訪者が誰だったかを思い出した。同時に、来訪者の方でも、ベリチャーニノフがはっきり自分を思い出したことを見て取ったらしかった。そういう気配が彼の眼差しにひらめいた。一瞬のうちに、 彼の癌は三陸間なく、何とも言えぬ甘い微笑に溶け込んでしまった。あなたは、確か、アレクセイ・イバーノビチさんでしたな。と、彼は、ほとんど歌でも歌うような調子で言った。何とも言えぬ優しさのこもった。従って、この場には、滑稽なほど不似合いな性だった。して、あなたは、本当にヤノ・パーベル・パーブロビチ・トルーソツキーなんですか やがて、ベリチャーニノフも、辺り国葬に口を開いた。あなたとは、9年ほど昔、ティーでお近づきでしたな。それも、こうしたことを申してお気に触りませんなら、お互いに、すこぶる親しい間柄でしたな。左よう、左よう、まあそんなところで、ですが、今は夜中の3時ですよ。だのに、あなたは、かれこれ10分間も、 このドアが閉まってるか開いてるかコトコトやってみて。3時ですって。と、来訪者は、時計を出してみて、むしろ外観に答えんといった風の驚きの色を浮かべて叫んだ。なるほど3時だ。失礼しましたな。アレクセイ・イバーノビチ、上がってくるとき、時間を考えるのが本当でした。まったく汗がんの至りですよ。 二三日うちにまた伺ってお話をするとして、今夜はこれで。いや、それはいけません。お話があるならあるで、いっそ、今すぐ受けたまは割ることにしましょう。と、ベリチャーニノフは急いで言い直した、どうぞ、まあし君をまたいで、中へお入りください。だって、あなたは、もともと中へ入られるおつもりだったじゃありませんか。 まさかこのまこと夜中に、城前を調べにだけらいられたわけでも。彼は、興奮する一方、どうやら老狽気味で、一体どうしたものやら割れながら、見当がつきかねた。しまいに湧き恥ずかしくなってきた。とにかく自分の描いていたとてつもない幻影からは、秘密も危険も、何一つ出てはこずに。 たかがパーベル・パーブロビチなんぞの馬鹿げた姿が出現しただけだったのだ。とはいえしかし、これが、善に、それだけの話だとは、どうしても思えなかった。何かしらおぼろげながら、吹き味な予感がするのである。客をひじけ椅子に着かせると、自分も座る間ももどかしいといったふうで、その椅子から、すぐ一歩の真打テナに腰を下ろし、 膝の上に両手を揃えて、前かがみになって、相手が口を切るのをじりじりしながら待ち受けた。彼は、むさぼるようにじろじろと見やりながら、暗に相手を促すのであった。ところが、不思議なことに、向こうはいつかな口を開こうとはせず、今すぐ口を切る義務のあることも、どうやら気づいていないらしかった。それどころか、 あべこべに何か待ち受けるような目つきで主人を眺めているのであった。もっとも彼は初手から細木にかかったネズミのような一種の気まずさを感じていたのだから、禅に気遅れがしていただけかもしれない。しかしベリチャーニノフはカッとなってしまった。あなたはどうしたんです。と彼は叫んだ。まさかあなたは夢でも幻でもありますまいね。 亡者ごっこをやりに見えたんですかねさあ、あなたのそのお話というのを受けたまわろうじゃありませんか逆は、もじもじし始め、にやりと笑って、用心深く話し出した。お見受け申すところ、私が、こんな時刻に、しかも、こんな妙な具合にして伺ったのが、何よりも、まずあなたを驚かせしたようでして。つまり、その、 昔のことどもや、私どもがどんなふうにお別れしたかを思い出しますと、私は、今なお不思議でならないくらいで、それはそうと、私は、実はお邪魔に上がろうなどとは思ってもいなかったのでしたが、それが、こんなことになっちまったのは、そのほんの偶然で、何がほんの偶然です。現に、私は、この窓から見ていたんですがあなたは、 妻先立ちで往来を突っ切って泣いたじゃありませんか。ああ、あなたはご覧でしたか。それじゃあなたは私なんかよりよっぽどお詳しいはずだ。ですが、こんなことを申していてはあなたをますます苛立たせるだけですな。実はこういうわけなんです。私は自分のよ向きで3週間ほど前から当たり地に泣いているんです。 私があのパーベル・パーブロビチ・トルーソツキーだということは、あなたもお気づきの通りです。そこで私の出てらいた用むきというのは、実は、他のあがたへ転任になるように運動をしていますんで、その椅子が決まれば、かなりの昇進になるわけなんです。それはそうと、申し上げたいのは、こんなことじゃなかったっけ。お望みとなら、肝心要のところを申し上げますが。 実は私はこれでもう三週間近くもこの町をうろつきインタスへ第四水準二の十二の十一っているんでしてそれがどうやらそのよう向きつまり天人の剣ですがそれをわざわざどっちつかずに引っ張っているような具合なんですよそして稔際の話がその方の方がついたにしてもどっちみち同じことで。 きっと肩がついたことなんか自分で忘れちまって大変なずのこうした気持ちでこのペテルブルグに居座っているに違いありませんまるで自分の目当てを失ったようなしかもそれがかえって嬉しいようなつまりそういった現在の気持ちで私はうろつきインタスへ第4水準2の12の11出る次第なんですというとどんな気持ちでしょうな メリチャーニノフは眉をしかめた。客は、落としていた眼差しを彼の方へ向け、帽子を取り上げて、今は、もう、きっぱりと物に同ぜぬ面持ちで、例の喪章を指さした。つまり、私の気持ちはこれです。メリチャーニノフは、ぼうとした目つきで、その喪章と客のをコを凍る凍る眺めていた。と、不意に、彼は、 さっと、頬をべにらめると、恐ろしく動揺し始めた。じゃ、あのナターリア・バシーリエブナが、左酔う、ナターリア・バシーリエブナです。この三月のことでした。胸を悪くしましてな、ほとんどあっという間で、ほんの二十三か月のうちのことでした。そして、私は、ご覧の通り一人ぼっちで行き去ったわけでして。 言い終えると、逆は、眼極まって、両手を左右に広げ、模章のついた例の帽子を左手につまみ上げたまま、少なくも十秒ほど剥げた頭を低く垂れていた。相手の、この様子と身振りとが、にわかにベリチャーニノフを立ち直らせたようだった。あざけけるような、むしろ痛みかかるような微笑が、彼の唇をちらりとかすめたが、それも、 ほんの一瞬間に過ぎなかった。というのも、あの夫人、それは、彼が、実に遠い昔に知り合いだった夫人で、しかもすでに忘れ果てていたのだったかっこ閉じるの死んだという知らせが、今や我ながら、意外なほど激しい感動を彼に与えたからだった。まるで夢のようです。と、彼は、最初に唇に浮かんだ言葉をそのまま剣焼いて、で、あなたは、 なぜすぐいらして知らせてくださらなかったんですご同情くだすってありがとう。あなたが同情してくださるのを拝見して、しみじみありがたいと思います。それも、それもつまり、その、こんなに、永年を栄せずにいたのに、私の悲しみにのみか、私個人にさえ、実に深い同情を寄せていただいて、ただただ、 感謝のかはないと、それを申し上げたかったっだけです。もっとも、私だって、別に親しい方々の気持ちを疑っていたわけでもないんでして、当たり地でも探しさえすりゃ、今すぐだって、心からの親友が見つけ出せるわけです。早い話が、あのステパン・ミハイロビチ・バガウトフですな。しかしです、アレクセイ・イバーノビチさん、あなたとのご交際は、いや、 おそらく親友の交わりでしたが、今なお、感謝の念を思って思い出されているところを見ると、何しろ9年間も耐えていたんですからな。あなたは、私どもの町へは、戻っておいでにならなかったし、手紙のやりとりもなかったのですし、逆は、まるで楽譜を見ながら、歌でも歌うような調子でしゃべっていたが、その間中、愉快目を落としていた。とはいえ、 絶えず上目をを使うことを忘れなかった一方主人の方も幾分我を取り戻した刻々にますます強まっていくばかりの何やらすこぶる奇妙な印象を受けながらパーベル・パーブロビチの話に耳を傾けその眼をじろじろ眺めていたが相手が太口をつぐんだ時実に突拍子もない入り乱れた考えがいきなり彼の頭に湧き上がった。 それにしても、なぜ、私は、今の今まであなただということが思い出せなかったんだろうと、彼は、急にかつ気づいて叫んだ、もう5度ばかりもおうらいで生きえっていながら。左四、それなら私も悟る得ていますよ。いつも、あなたの方で、ひょっこり、私の前に出てらっしゃるんです。二度でしたか、それとも三度でしたかな そうじゃないですよ。いつも、あなたの方でひょっこり出てこられるのですよ。私の方からじゃありません。メリチャーニノフは立ち上がると、いきなり体勢を上げて、突拍子もなく笑い出した。パーベル・パーブロビチは、ちょっと言葉をやめて、じっと彼を見つめていたが、すぐまた話を続けた。あなたが、私の癌が思い出せなかったのはですな まず第一にお見忘れだったのでしょうしそれにまた私はその後放送をやりましたのでねそのあとが少しがんにさんっているせいでしょう放送ですってなるほどそうおっしゃればあの男にはアバターがあったっけですがなんだってまたあなたはそんな目に遭いやがったかとおっしゃるんですか 何が起こるか、全く知れたものじゃありませんよ。アレクセイ・イバーノビチ。よくある図ですよ。ただどうも、馬鹿に滑稽ですな。まあ、とにかく先をお続けください。先をお続けください。どうぞあなた。私は、幸いあなたと生き得えたのですが。お待ちなさい。なんだって、あなたは、今、 そんな目に遭いやがった。なんておっしゃったんです。私は、もっと丁寧な言い方を考えていたんですよ。じゃ、どうぞ先を続けてください。どうぞ先を。どうしたわけか、彼は、次第に気が晴れ晴れしてらいた。戦慄的な印象は、全く、別の印象にとって変えられた。彼は、足早に室内を行きつむどりつしていた。 私は、幸いあなたと生き得えたのですが、そもそも、当たり地へ、このペテルプルグへ出かけて三度時から、ひつらずあなたを探し当てようと思っていたわけでした。ところで、先ほどの話の繰り返しになりますが、私は、やっぱり、ご覧の通りの惨めな気持ちでして、三月から、こっち私の心は、すっかりうてななしになっちまって。いや、 なるほど。3月からこっちね。まあちょっとお待ちなさい。あなたはタバコは召し上がりませんかご承知の通り、ナターリア・バシーリエブナの存命中は。そうそう、そうでしたね。だが3月からは。かんタバコ1本ぐらいならばね。じゃ、1つこれをどうぞ。まあ、それをやりながら。 先をお続けください。どうぞ先を話してください。実に、どうもあなたの話は。そう言いさして、自分は、破綻に火をつけると、ベリチャーニノフは、素早くまた、シン・ウテナに腰を据えた。パーベル・パーブロビチは、しばらくぼくっていた。時に話は違いますがあなたはひどく興奮してらっしゃるようですね。お体の方はどうなんです 私の体の具合なんかふんらいですよ。と、メリチャーニノフは、急に向ッっ腹を立てた、先を続けてください。すると、主人の興奮の体を見て、今度は、逆の方が、だんだん見つるそくそうな自信ありげな様子になった。だが、一体何を話し続けることがありましょうかなと、彼は、再び口を開いた。 まあ思っても見てください。アレクセイ・イバーノビチ。まずここに打ちのみされた一人の男がある。それもただ打ちのみされただけじゃなくて、いわば徹底的に打ちのみされた男なんですな、ね。つまり、20年にわたる結婚生活のあとで、生活ががらりと一変してしまい。別に、これといった目当てもなしに、ほとんど、まあ傍然自失の体で、しかも、その傍然自失の中に、 一種の末水をさえ見出しながら、埃っぽい街中を、まるで荒野を歩くような気持ちでうろつき、インタス第四水準2の12の11、っている男なんです。とすれば、その私が、ひょっとして、おうらいで、知り合いの人に出会ったとき、たとえ、それが心からの友達だったにしたところで、やっぱりそうした瞬間、つまり、傍然自失の状態でいる瞬間に、 その相手に近づきたくないばかりにわざと避けるようにするのはこりゃあまず自然の成り行きじゃありませんかところがまた別の瞬間には過去のことがいちいちはっきり思い出されてきてそのつい昨日のことのように思われながらしかも今に返すよしもない過去の生活の目撃者であり関係者である誰かに言いたくてたまらなくなりそのため もう胸がドキドキして抑えきれず、それが日中ならまだしも、夜陰を犯してまで親しい友達のところへ駆けつける、そして、そのため、相手を、わざわざ、夜中の3時過ぎに叩き起こすような羽目になる、といった気持ちになることもあるのです。なるほど、私は、時刻については思い違いをしていましたが、友情については、果たして思っていた通りだったのです。だって、 今、この通り、過分なほどのおもてなしを受けていますものね。時刻のことは、全く一言もありませんが、稔もって、正直のところ、まだ、十日前とばかり思っていたのです。何せ、こうした気分でいるものですからね。まあ、己の悲哀の杯を飲みながら、ついそれに吸い知れたといった具合です。しかも、この私を打ちのめしたのは、 実は、悲哀じゃなくて、むしろ、この新しい境界なんでして。それはそうと、あなたは、なんて妙ない,い、インタスへ、第四水準2の12の11、死をなさるんでしょうな。ベリチャーニノフは、急に、またひどく真面目な気持ちに帰って、暗い顔色をして言葉を挟んだ。左四、いかにもいい、インタスへ、 第4水準2の12の11、島で妙でしょうて。しかも、あなたは、冗談を言っておられるのでもない。冗談ですと。と、バーベル・バーブロビチは、悲しげなあたり、黒の色を浮かべて絶叫した。しかも、よりによって、こんなお話をしているときにですか。ああ、それをおっしゃらないでください。お願いです。 ベリチャーニノフは立ち上がって、再び大股で歩き始めた。そうして、ものの5分ほど過ぎた。逆も、椅子を立とうとして腰を持ち上げたが、ベリチャーニノフが、そのまま、そのままと叫んだのですぐさま、おとなしく、肘掛け椅子に身を沈めた。それにしてもあなたは、実に変りましたな。と、ベリチャーニノフは、急に、 相手の前に立ち止まって、再び口を切った。不意に、この考えに驚かされたといった風だった。恐ろしい変利用ですよ。全くひどい。まるっきり別人ですな別に不思議はないですよ。何しろ苦念ですからね。いや、そうじゃない、年月の問題じゃない。外見から言うと、あなたは、まだ、 それほど変ってはいない。なあなたの変ったのは他の点ですよ。それだって9年という年月のせいだろうじゃありませんか。それともこの3月以来ね。ふふとパーベル・パーブロビチは人の悪いうす笑いを漏らしたあなたもなかなか面白いことを考える人だ。ところでぶしつけながらお尋ねしますがそもそも。 私のどこがそんなにへんびましたかね変ったのなんのって。昔のパーベル・パーブロビチさんは、実に手堅い、分別のある人でしたよ。実に細物でしたよ。ところが、今のパーベル・パーブロビチさんと来たら、全くのヤクザも者じゃありませんか。彼は、極度に興奮状態に勘っていた。そういう状態になると、 平成どんなに控えめな人でも、余計なことを口走り始めるものである。やくも者ですって。あなたはそうお思いですかそして、もう、細物、じゃなくなったとおっしゃるんですね。ふむ、細物にあらずかと、パーベル・パーブロビチは、さも、楽しそうに忍び笑いをした。いや、歳物、なんかどうでもよろしい。 今じゃ賢すぎて困るぐらいかもしれませんぜ。俺も従分と傲慢な人間だが、この野郎と来たら、俺に輪をかけた傲慢者だわい。それに、それに一体、奴は、何を目当てにやってらいたんだろうなと、ベリチャーニノフは、絶えず考えていた。ねえ、えかしい何者にも代えがたく、尊いアレクセイ・イバーノビチさん。と、逆は、 突然激しい興奮に来られて、椅子の中で身もだいした。こんな話をして何になるもんですか私たちは、今社交界にいるわけじゃないんですものね。キラを飾った、豪勢な社交上瑠にいるわけじゃないんですものね。我々二人は、心を許し合った古友なのだ。昔馴染みなのだ。そしていわば、誠心誠意でもって、今ここに再会して、 かつての何者にも代え難いお互いの抗議を忍び合い、かつは、また、尊くもえかしい、まとして、我々二2人の友情をつなぎ合わせてくれた、防災の上を、忍んでいるところですものね。そう言いながら、彼は、自分の感情の大放悦にうっとりとなって、またも宣告のように、ぐったりと頭を垂れ、今度は、例の帽子でがを隠した。 ベリチャーニノフは嫌われと不安を半々につき混ぜた気持ちでその姿にじっと目を注いでいた。だがもしもこれが善に奴のお芝居だったらどうなるという考えが彼の頭にひらめいた。いいや、違う、断じて違う。どうやらスイー釣ってもいないらしい。いやしかしスイー釣っているのかもしれんぞ。 赤い岩をしてるからな。だが、余震バスイーフつってるにしたところで、所詮同じことだ。一体なんで、あんなおんちゃらを言い出したんだろうな。この野郎め、一体何が欲しいのかなあなたは、悟るテ、て、悟るエておいでですかと、バーベル・バーブロビチは、少しずつ、帽子を岩から離しながら、ますます、 深く追憶に溺れ込んでいくらしい様子で叫んだ我々のやった郊外の当初売りや夜の集まりやそれからまたあの客好きなセミオンセミオンのビチカかのお宅の気の置けない夜上で舞踏をしたり罪のない賭け事に興じたりしたことをあなたは悟るえておいでですかまた私ども三人で同所に静かな酔いを過ごした時のことをそれから私どもが 初めてお近づきになったときのことを、あの朝、あなたは、何か用向きのことで、問い合わせに、私のところへおいでになったのでしたね。そして、いささか敵を荒げそうな雲行きになったとき、ふいに、あのナターリア・バシーリエブナが入ってらいたもので、10分後には、もう、あなたは、家の者同様の、心を許し合った友達になってしまわれたのでしたね。そして、 それから丸一年というもの、ちょうど、それ、トゥルゲーネフ氏の他者夫人という芝居そっくりで、ベリチャーニノフは、ゆっくりと歩を移しながら、床に目を落としたまま、焦燥と嫌わるの情をもって、相手の言葉をちょういていた。とはいえ、じっとちょう気入っていたことは事実である。私は、その他者夫人という芝居のことなんか、 ついぞ思ってみたこともありませんでしたよ。と彼はいささかどう失って相手を遮ったそれにあなたは昔はついぞそんなメソめソそそした性で話をしたこともまたそんなよそ行きの文句でしゃべったこともなかったですね一体どうしようとおっしゃるんで全く私も昔はぼくり込みがちの男でしたね つまり今よりは無口でしたなと、バーベル・バーブロビチは急いで、相手の言葉を引き取った。知っての通り、昔の私は、防災が何か話し始めると、むしろ、長期役にインタスへ、第四水準2の12の11、ルフが好きだったものです。あなたも、悟るえ得ておいででしょう。まったく、家内の話は、基地に飛んだいい話でしたものね。ところで、 その他者夫人、とりわけあのストゥペンジエフのことですが、なるほどあなたが思ってみたこともないとおっしゃるのはごもっともです。なぜって、あの話は私と防災が二人きりでした話でしたものね。つまり、あなたがはつって行ってしまわれた後で、水浴にふさわしい静かな折々に、あなたのことを思い浮かべながら、私どもの初めてお目にかかった時のことを、 あの芝居に引き比べて考え考えしたのでした。だって、本当にそっくりそのままですものね。ことに、あの、スプゥペンジエフ、ときたらもう。なんです、その、スプゥペンジエフ、っていうのは、くそ面白くもない。と、ベリチャーニノフは怒鳴って、思わず、どしんと足踏みをした。この、スプゥペンジエフ、という言葉を耳にすると同時に、 ある不安な追想が彼の胸に陰り始め、そのため、もうすっかり混乱してしまったのである。いや、その、ストゥペンジエフというのは、その芝居の、芝居の登場人物なんですよ。つまり、あの、他者夫人という芝居で、夫の役割をする人物なんです。と、パーベル・パーブロビチは、甘ったるいネコフを出した。ですがね、この話は、もう、 私どもの尊くもまた美しい追憶の全く別の時代に属するものなんです。というのはつまりそれはあなたがすでにお初ちになった後のことでしてその頃はもうステパン・ミハイロビチ・バガウトフという人がちょうどあなたそっくりな友人を私どもに恵んでくだすっておられたわけでしてこれはそれ以来丸5年の間続いたのでした。 バガウトフですってそれはどういう人ですそのバガウトフというのは何者なんですと、ベリチャーニノフはいきなり化石したように立ち止まってしまった。バガウトフ、詳しく言えばステパン・ミハイロビチ・バガウトフですが、これは、あなたが初垂れてから、ちょうど1年たって、私どもに友情を恵んでくだすった人です。ちょうど、あなたと同じ友情をね、 ははあ、あいつか、そんなら私も知っている。と、ベリチャーニノフは、やっと思い当たって叫んだ、ワガウトフ。そうそう、やっぱり、あなたの役所に勤めていた。そうです、そうです。知事の官房に勤めていたんです。ペテルブルグの最上流社へからやってらいた、実に優美な青年でしたよ。と、感極ま待って、 バーベル・パーブロビチは大勢を立てた。そう、そう、全くそう。俺は何をぼやぼやしてたんだ。すると、あの男もやっぱり、そうです、あの男もやっぱり、そうなんです。と、バーベル・パーブロビチは、主人が、うっかり口を滑らした言葉を引き取って、大変なずの感激口調で繰り返した、あの男もそうだったんです。 その時ですよ、私どもが、あの客好きのセミオンセミオーノビチのお宅の施設マユーテナで、例の他社夫人を上演したのは、ステパン・ミハイロビチは伯爵の役を、私は夫を、それから、防災は他社夫人をそれぞれ演ずることになっていたんですが、ところが、防災の主張で、私は夫の役を取り上げられちまった次第なんです。ですから、 つまり、私は、夫、の役は演じなかったんですが、まあ、その役どころじゃないと言ったわけでしてな。こりゃ大笑いだ、あなたがストゥーペンジエフになるなんて。あなたは、なんと言ったってパーベル・パーブロビチトルーソツキーですよ。ストゥーペンジエフなんかじゃないさ。と、興奮のあまり、身を震るわさんばかりの勢いで。 ベリチャーニノフはづけづけと遠慮えしゃくもなしに言ってのけた。それはそうと、そのバガウトフはここにいますぜ、このペテルブルグにいますぜ。私は、この春、あの男を見かけましたよ。この目でちゃんとね。一体なぜ、あなたは、あの男のところへも、えいに行かないんですいや、これでもう三週間というもの。 ほとんど毎日のように尋ねていくんですが、そのつどへってもらえませんのさ。病気でええん。とこう言うんです。ところが、どうでしょう。あの人が本当に病気で、しかも、極めて、重体だということが、手近かな人の口から分かったんじゃありませんか。なんせ6年越しの親友ですからね。ああ、アレクセイ・イバーノビチ。このことは、 繰り返して申し上げますがね人間こうした気持ちでいると時にはいっそ本当に地の底へ沈み込んでしまいたいといった気になるかと思えばまた別の瞬間には誰でもいい昔の生活のそれいわばその目撃者とか関係者とかいった人間を探し出していきなりこう抱きついてただもう泣いてみたいような全く ただ、猛暑を上げて泣いてみたいような、そんな気にもなるんですよ。ところで、まあ、今日は、ここらでお開きにしようじゃないですか。どうですと、メリチャーニノフは、鋭い語声で言い放った。いや、結構です。結構すぎるくらいですよ。そう言って、バーベル・バーブロビチは、即座に席を起こった。もう4時ですものね。それに、 何しろ、こんな身勝手なことで、せっかく、お新身のところをすっかり襲うがせしてしまって。じゃあ、私の方からもそのうちお尋ねしましょう。きっとお尋ねしましょう。きっとお尋ねしますよ。そして、ゆっくり落ち着いて、お話を受けたまわるとしましょう。ところで、ザック・バランのところを伺いたいんですが、あなたは、今夜すいっておいでじゃありませんかね っていてるとんでもないこちらへお出かけの前かそれともその以前に召し上がったんじゃありませんかこれはまあアレクセイイバーノビチあなたはてっきり熱病にかかっておいでですなとにかく明日伺いましょう早めにそう1時までにね猛粛から気がついていたんですがあなたはどうも まるで熱に浮かされてらっしゃるようだ。さも、えしんの至りといった調子で、パーベル・パーブロビチは、相手を遮って、同じ話題に執着した。本当に、何ともお恥ずかしい次第です。私が、この通りの口部調法なもんで、そのため、いや、もう失礼しましょう。あなたも横になって、少しおしんみになってください。だが、あなたは、 なんだって縮小をおっしゃらないんですふと気づいて、ベリチャーニノフは、相手の後ろ姿に抑制かけた。おや、申し上げませんでしたかポクローフスキーホテルにおりますよ。ポクローフスキーホテルというとポクロフデラのすぐそばです。あそこの横丁にあるんですが、さてと、なんと言ったかな、あの横丁は、 おまけにパンチまで忘れちまった。とにかく、ポクロフデラのすぐそばですよ。いいです。探しましょう。じゃどうぞいらしてください。彼は、もう階段にかかっていた。お待ちなさい。と、またもやベリチャーニノフは叫んだ。あなたは、私を巻いて逃げるんじゃないでしょうね。とおっしゃるとどういう意味です その巻いて逃げるというのはと、パーベル・パーブロビチは、階段の三段目から、くるりとこちらを振り向いて、目を丸くして、微笑みながら聞き返した。返事の代わりに、ベリチャーニノフは、バタンとドアを閉めて、念入りに錠を下ろし、その上掛け金をしっかりかけた。部屋に戻ってライルと、まるで汚いものにでも触ったように、ペットつばを吐いた。 部屋の真ん中に、ものの5分ほどじっと立ち尽くしていたが、やがて、上着一つ脱がずに、どさりと、しん、うてなに身を投げると、たちまちのうちに、しん入ってしまった。消し忘れたろうそくは、そのままタカ子の上で、じりじりと燃え尽きていった。4、妻と夫と丈夫。彼は、ぐっすりしんこんで、9時半きっかりに目を覚ました。 素早く半身を起こすと、そのまま、死ん、ウテナの上に座り込んで、すぐさま考え始めた、あの女が死んだことについてである。彼女が死んだということを、いきなり昨夜聞かされた時の、あの全身を擁するような激しい感銘はいまだに、彼の身内に、一種の胸葬儀、いや、むしろ痛みをとどめていた。この胸葬儀、または痛みは、 昨夜、パーベル・パーブロビチがいた間だけは、ある奇妙な考えのおかげで、一時和らげられていたのであるが、それが今目が覚めるとともに、9年前にあったことの一切が、極度にありありと、にわかに、彼の目の前に描き出されたのである。その女というのは、あのトルーソツキーという男、の今は亡き妻のナターリア・バシーリエブナで、彼がある所要で、それも、 やはりある遺産書を続きに絡まる訴訟沙汰であったが、丸一年も T 氏に滞在していたとき彼が連死、その上婦になっていた女であった。もちろん、幼事そのものは、そんなに長いたい財を要するものでも何でもなかったので、長藤流の本当の原因は、このジョージにあったのだ。まったく、このジョージといい、また、その際の彼の愛情といい、すこぶる。 強烈に彼を支配していたもので彼はまるでナターリア・バシーリエブナの奴隷みたいになっていたほどだった。だからこの女がほんのか初の気まぐれからそうしてくれと言い出したなら彼は即座にどんな機械極まる馬鹿げたことでもやってのける気になったに相違ないのである。これほど首ったけになったことは後にも先にもついぞないことだった。その1年の終わりが来て。 どうしても別れなければならぬことになると、ベリチャーニノフは、その悲しい日の近づくにつれて、恐ろしい絶望にとらわれてしまった。全く身も世もあらぬ絶望で、その別離は、ほんのわずかの間で済むあてがついていたにもかかわらず、いっそ、ナターアやバシーリエブナを、夫の手からひっさらって駆け落ちしよう。夫も世間も捨てて、一緒に外国へ蓄電してしまおう。 そんな話をナターリア・バシーリエブナに持ち出したほどだった。ところが、この夫人の霊賞と、小揺るぎも見せぬきっぱりした態度にあって、もっとも、彼女は、初めのうち、この目論みに、全くさんなしていたのであったが、思うに、それは、禅に、退屈紛れのほんのき慰みのつもりだったに違いない。やっと思いとどまって、あま 気なく一人で立ち去っったた次第だったそれなのにまたどうしたことだろう別れてまだ二月も経たぬうちに彼はもうペテルブルグで彼にとっては永久に解けぬ謎である次のような疑問を我と我が身にかけているのであった俺は本当にあの女を愛してたのだろうかそれともあれはみんなただの敵心に過ぎなかったのかしら しかも、こんな疑問が、彼の胸に湧いたのは、何も彼が浮ききなたちだったせいでもなければ、また、別に、新しい色ごとが始まっていたせいでもなかった。ペテルブルグに舞い戻っての、最初の二月というもの、彼は、一種自己忘客みたいな状態で暮らしていたのですぐさま、以前の交際仲間に吸い寄せられ、女などはいくらも見る気へはあったとはいえ、 その一人だって、六六目には入らぬような始末だった。それはそうと、たとえ今言ったような疑問が、いくら胸中を往来いしているにしたところで、一端ティへ舞い戻ったら、最後、途端に、またもや、あの女のとろかすような魅力の譜になってしまうだろうことは、彼もちゃんと心得ていたのである。それから、五年たって、後も、彼のこの信念に変理はなかった。 とはいえ五年後となっては、彼は、もはや、そうした自分を意識するのが尺に触るようになり、あの女のことを思い出すたびに、憎わるの念を感じずに羽織られなかった。彼は、ティーで過ごした一年を思うと気恥ずかしかった。このベリチャーニノフともあろうものがあんな地上にとらわれるなんてあってよいことか、彼は、我ながら腑に落ちないのだった。 あの、連、情についての追憶の一切は、彼にとって、不面目としか思えぬようになってしまい、彼は、思い出すたびに、聞く涙がこぼれそうなほど赤面し、キリキリと、両親の呵責を悟るえるのであった。もっとも、それから、さらに昨年たった頃は、多少は、心の平らしずを取り戻すことができた。彼は、あの出来事などは、 すっかり忘れようと努力し、また、稔る際にもほとんど忘れかけていた。そこへ突如として、9年後の今になって、昨夜ナターリア・バシーリエブナの訃報を耳にしたのを消えに、再びあの当時のことが、にわかに奇怪な色彩を持って、完全によみがえってきたのである。さて、今、雑誌かとどんうちに群がりよるらんれた想念を抱きながら、 シン・テナの上に座り込んでいる彼には、ただ、一つのことが、はっきりと監督され、意識されるのであった。それは、昨夜、あの知らせを耳にしたときは、あれほどまでに、全身をよるが、素ばかりの感銘を受けたにかかわらず、それでいて、彼女の死そのものについては、案外すこぶる平気だということであった。一体、俺は、 あの女をかわいそうだとも思わないのだろうかしらと彼は自分に聞いてみるのだったもっとも今になってはもはや彼があの女に肉割れを感じず従ってまた今までよりは一層公平な辺りを得た判断を下せることは事実であったそしてこれは何も今更始まったことではなかったが別れて 九年の歳月の流れる間に形成された彼の意見によると、ナターリア・バシーリエブナは、他者の上流、社員にザラに見られる平凡な貴婦人の一人に過ぎず、そして、さらに、彼の言葉を借りれば、全くのところ、ただ、それだけの代物だったかもしれんのさ。それを、この俺一人で、勝手に、あんな幻影の女を作り上げていたのかもしれんのさ、なのである。 とはいえ、その一方では、この自分の見解には、何か、間違いがありはしまいかという疑念も、絶えず頭を離れなかった。そして、今も、その疑念が恵むしたのである。それにまた、事実も、この見解と矛盾するのである。現に、あのバガウトフという男だって、やはり、何年かの間、彼女と関係を結んで、しかも、やっぱり、 とろかすようなあの女の魅力のノになっていたらしいではないか。あのバガウトフは、照明のペテルブルグの上流者いでの青年だったし、かつ、彼が、何の取り柄もない男というのは、ベリチャーニノフが彼に加えた表現であるが、出会ってみれば、彼が立身出世できる世界は、ペテルブルグを除いては他にないはずである。しかるに、その後が、 ペテルブルグという自分にとってはかけがえのない血のりを法的してまで T 氏で5年の歳月を休費したのも誰故かといえば他ならぬあの女のためなのだしかもその彼がやがての果てにペテルブルグへ舞い戻ったのも元を正せばやっぱり自分と同様平理のごとく振り捨てられたからにそういないのだしてみるとあの女にはやっぱり 何かしら普通の女には見られぬ男を引きつけ奴隷にし心のまま操る一種の力がぐっていたのだ。とはいえまたその一方ではそれほど男の心を引きつけ奴隷にするほどの腕のある女とも思えなかったつまりどっちかというと美人のほうじゃなかったしひょっとしたら不器量なほうだったかもしれないのである。 メリチャーニノフが彼女を知った時は、もう二十八になっていた。大して美しいとは言えぬがんではあったが、それでも、時として、気持ちのいい生木をたびて輝くこともあった。だが、目つきに難があった。その眼差ざしには、何かどぎつすぎるところが現れていたのである。それにひどく痩せ型だったし、チークの方も貧弱極まるものであった。 もっとも、最地にかけてはなかなか優秀で、むしろ俊敏な方であったけれど、それなりに、まず決まって変化なものの見方をしていた。物腰は、他社長の夫人のそれで、おまけに、正直のところ、いろんな手札を浪する癖があった。趣味は洗練されてはいたけれど、主として、それは、衣装の着付けにしか現れなかった。はきはきした気性で、 ともすれば人を抑えたたががる傾きがあった何事にまれ彼女といいかげんなところで妥協することはできぬ相談で一切かしからずんばむだった,った困難な問題にぶつかった場合に彼女の見せる不屈さと根強さには驚嘆すべきものがあった生まれつき応用なところがあったが一方それと並んでほとんど常にそこの知れないほどいこじなところもあった この奥さんとは、議論しても、何にもならなかった。二が四などということは、全で受け付けないからである。いついかなる場合でも、自分が間違っていたとか、自分が悪かったとか思ったことは、ついぞなかった。しょっちゅう、いちいち作えきれぬくらい、夫を裏切っていながら、それが、少しも、両親の重荷にはならない女だった。 ベリチャーニノフ自身が彼女に下した比喩によれば、彼女は自分が本物の聖母だと思い込んでいる、ムチミ教の聖母みたいなもので、ナターリア・バシーリエブナは自分の一挙一動に極度の自信を抱いていたのである。上任に対しては忠実であったが、それも飽きのこないうちだけのことだった。上任を苦しめることも好きだった代わりには、 その報酬を与えることも好きだった型から言えば情熱的で、残酷で、肉欲的な女だった。彼女は、咽頭な生活を憎んで、ほとんど信じられぬほどに生きり立って、それを非難するのだったが、そのくせ、自分も咽頭な女だったのである。しかも、どんな事実を並べ立てたところで、彼女に、自分の咽頭さを気づかせることは、 とてもできない相談だったあの女はきっと本心からそれを知らずにいるんだとマダティー氏にいた頃ベリチャーニノフはよく考えたものであるついでに言っておくがそういう彼だって彼女の咽頭生活のお仲間だったのであるつまりあの女はと彼は考えるのだったまるで不定の妻たらんが たために生まれてきたようなな女の一人なの人だああした女というものは決して老女になんかなれるものじゃないそうした要求からひつらず嫁に行くこれがああした女の自然法則なのだそこで夫が最初の常人になるわけだがそれも本来がサインでからと決まっている稔木はあの手合いほどうまく手っ取り早く嫁に行く連中はないものな さて、最初の不定については、失らず、夫の方に罪があるものだ。といった調子で、極度の精神性義さで、次々に男をこしらえる。だから、ああした女はいつまでたっても、大変らず、自分が絶対に正しいもの、従って、もちろん、自分には、罪とが、なんぞ、全然ないものと思っているのだ。メリチャーニノフは、 そうした方の女が実る際にいるものと固く信じ込んでいた。が、同時にまた、その一方では、女に対応するような夫、つまり、そうした方の女に対応するのを、唯一の使命として生まれてきたような夫の方も、やはり存在するものと信じていた。彼の見解によれば、そうした夫の存在の意義は、いわば、永遠の夫、たるところに、あるいは、 もっと的確に言えば一生涯ただただ一個の夫たるにとどまってそれ以外の何者でもないところに損するこの種の男はただただ妻対千がためにのみこの世に生まれ成長してゆくのだそして一丹妻対しのちは余心は独自の立派な性格の持ち主であったにしても直ちに自分の妻の腰銀着に変じてしまうのだ こうした男の主要な特徴は、一種目か仕立てていることである。太陽が輝かずにはいられないと同じ理屈で、こうした男は、しんとられ男にならずにはいまない。しかし、彼は、その事実に、決して感づく折がないばかりか、自然の法則によって、一生涯、決して悟れぬことになっているのだ。といったわけで、ベリチャーニノフは、 この二つの方の存在することは、固く信じて疑わず、そして、T 氏にいた頃のパーベル・パーブロビチとルーソツキーこそは、その一つの方の完全な代表的人物だと確信していたのである。昨夜のパーベル・パーブロビチが、T 氏にいた頃彼の知っていたパーベル・パーブロビチではなかったことは、もちろん申すまでもない。とても信じられぬほどの変利用だと彼は思ったが、 とはいえ、ベリチャーニノフは、彼が、変なざるを得なかった次第も、また、それが全く自然だということも、よく知っていたのである。トルーソツキー氏なる人物が、あの昔のままの人間でいられるのは、ただ、妻の存命しているうちだけのことで、今となっては、あの男は、もう、いきなり宙に放り出された完全体の破片、つまり、何とも例えようもない。 何かしら、期待な代物に過ぎないのである。T にいた頃のパーベル・パーブロビチについては、次のようなことが、ベリチャーニノフの記憶に惨っていて、彼は、今それを思い出したものである。もちろん、T 時代のパーベル・パーブロビチは、全に夫に過ぎず、それ以外の何者でもなかったのだ。余心は、彼が夫たると同時にまた、管理であったにしたところで、 それは、願職なるものが、彼にとって、こわば、夫婦生活の義務の一つとなっていたからにほかならない。彼自身としても、すこぶる勤勉な管理ではあったが、そこを割って言えば、彼のその勤務も、女房のためであり、また、彼女の T 氏における社交上の地位のためにほかならなかったのである。彼はその頃35歳で、いくらかの財産と言っても、 決して、馬鹿にはならない財産があった。役所では、別に取り立てて言うほどの手腕も示さなかったが、詐欺とて無能ぶりを発揮したわけでもない。あがたないの上役と見れば、誰彼のより好みなしに交際って、すこぶる受けがいいという評判であった。ナターリア・バシーリエブナは、T 氏の人々の尊敬を欲しいままにしていた。とはいえ、 別段それをありがたがるでもなく、当然、熟べき敬意を受けるまでだといった願をしていた。しかし、自宅での客のもてなしは、すこぶる手に入ったもので、おもけに、パーベル・パーブロビチまでが、彼女の押し込みのおかげで、あがたかのどんな交換気心をもてなす場合でも、恥ずかしくないだけの行儀作法を身につけていた。おそらく、とベリチャーニノフには思われた、この男には、 相当の彩地もあったのだろうただしナターリア・バシーリエブナは亭主がおしゃべりをするのをあまり好まなかったのでせっかくの最地も大して人目に触れる機会がなかったのであろうそれのみならず彼にはいろんな悪いところもある一面さまざまな美質も持って生まれていたらしいただ美質の方はいつも陰に隠れてばかりいて表面に現れず 一方悪い性癖の方はほとんど完全にそもそも圧されていたと見える。例えばベリチャーニノフはトルーソツキー氏には時として親しくしている連中を嘲笑したがる傾向の生ずることのあったことを記憶している。しかしこれは固く禁ぜられていたのである。また時には何か面白いことを言い出すのが好きであったがこれにもまた 男子の目が光っていて、何かたわいのないことを手短に話すことしか許されなかった。彼は、また、家庭の外での友人同士の付き合いに加わって、おもけに、支配を共にしたがる傾向があった。しかし、この後の方は、未然のうちに、その過根を絶たれていたと言ってよい。しかも、特筆に値する事実は、よそ目には、誰一人として、 この亭主が女房の尻に敷かれていると気づく者がなかったことである。ナターリア・バシーリエブナは、うち見たところ、全く従順な妻に見えたし、のみならず、自分でもそう信じていたかもしれない。パーブエル・パーブロビチの方では、ナターリア・バシーリエブナにくびったけだったかもしれないが、そんな気ぶりは、誰一人の目にも映らず、また見ようとしても。 おそらくは不可能だったに違いない。これも、やはり、ナターリア・バシーリエブナが、家の中でしかるべく、采配を振るっていたからである。T 氏にいた一年の間に、ベリチャーニノフは一切ならず、こんな問いを自分にかけてみたものである。一対あの亭主は、自分の女房と俺との仲を、少しも疑ってはいないのだろうかと、彼は、度。 このことについて、本気でナターリやバシーリエブナに問いただしたことがあったが、返事はいつも同じで、夫は何一つ感づいてはいないし、また、これから先も感づくことは決してありはしない。それに、こうした事柄は、あの人の知ったことじゃありませんものと、幾分心外だと言った誤調で答えるのであった。彼女については、まだ特筆すべきことがある。それは、 バーベル・バーブロビチのことをついぞ嘲笑ったことはなく、彼がどんなことを言っても、それが滑稽だとも、大してみっともないことだとも思わず、もし、誰か、他人に対して何かのらいでも働こうものなら、極力彼をかばったに相違ない。子供がないものだから、彼女が社交婦人型に変って行ったのは、むしろ自然の策であったが、さりとて、 彼女にとっては、自分の家庭もなくてはかなわぬものだったのである。社交界のさまざまな楽しみに、全身を打ち込んでいくことの、決してできない女で、家にいるときは、家事や手芸に勤しむことが、すこぶる好きだった。パーベル・パーブロビチは、昨夜、T 市にいた頃、静かな晩を当初に過ごしたことを追想していたが、それは、ミノルギはよくあったことで、ベリチャーニノフが、 読み役にインタスへ第四水準二の十二の十一ることもあればパーベルパーブロビチが引き受けることもあった。これはメリチャーニノフにとって意外だったがトルーソツキーは老頭がすこぶる上手だった。そういう時ナタリア・バシーリエブナは何か張り仕事をしながらしんみりと和やかな面持ちでちょいているのが常だった。読まれたのは ディケンズの小説とかロシアの雑誌に載っているものとかだったが時には何か固いものが読まれることもあったナターリアバシーリエブナはベリチャーニノフの教養の高さに敬服してはいたがと言って別に口に出してそれを言うでもなくいわばもう出来上がってサインでしまった事実として別に今更言うものはないといった扱いをしていた一般に 話が書物のこととか学問のことになるとそれは有益なことかもしれないけれど自分の知ったことじゃないといったふうな冷淡な態度をとるのが常だった一方パーベル・パーブロビチは時としてそうした話にかなりの熱を示すことがあった T 氏でのジョージはメリチャーニノフの方がすっかりのぼせ上がってほとんど狂気戦ばかりになったところで いきなり破れてしまった自分が無作のごとく振り捨てられたとはつゆ気づかずに彼がはつっていくようにと万事は巧みに仕組まれていたとはいえそこを割って言えば手もなくぽいと放り出されたのに違いなかったそれにはこんないきさつがあった彼が立ち去る一と月半ほど前のこと幼年学校を出たばかりの子供みたいな方兵士官が ひょっこり T 氏に現れて、トルーソツキー家へ出入りをするようになった。そこで、三人組が返事て四人組になったのである。ナターリア・バシーリエブナは、この乳臭い少年士官を、愛想よく迎え入れたが、それは、まるで子供でもあやすような態度だった。ベリチャーニノフは、何一つ、完全に気づかずにいたし、また、その頃出し抜けに一時的とはいえ、 とにかく別れ話を切り出されたのであってみれば、感づくの勘づかぬの葬儀ではなかったのだ。その時、彼が、ぜひとも、大至急に T 氏を立ち退かなければならぬ理由として、ナターリア・バシーリエヴナが作へ立てた、無料、無数の理由の中には、どうやら妊娠したような気がするということも入っていた。だから、よし3月でも4月でも、とにかく、子宮に、 一時身を隠してもらわなければ困るそうすれば後日になって妙な噂が立ったにしても何分九ヶ月も経った後のことであってみれば夫が何かの疑いを挟むはまま血がよほど少なくなるはずだというのであるどうもかなり謙虚笛な論法であったついでベリチャーニノフの方からいっそ パリかアメリカへ駆け落ちしようという乱暴な提案が持ち出された後彼は護衛省前とペテルブルグへ立ち去ったのだった何の疑念も抱かずほんの一時のつもりでつまりたかだか三月ぐらいのつもりだったのであるそれでなかったらたとえどんな理由を並べ立てられどんな理屈で押してこられたところで彼は立ち去らなかったに相違ない それからちょうど2か月して、彼は、ペテルブルグで、ナターリア・バシーリエブナからの手紙を受け取ったが、それには、二度と、再び切って抱いてくださるな今では、もう、他の男を愛しているからとあった。また、例の人心については、あれは、自分の思い違いだったとしてあった。今更、思い違いだなどと知らせてもらうまでもなく、彼には、 すでに何もかも明瞭だった。例の少年史官を思い出したのである。という次第で、事は永遠に終わりを告げてしまった。それからまた、昨年して、彼は、バガウトフなる者が登場して、丸五年の間居座っていたという話を、ふと、風の頼りに耳にした。今までになく、この関係が長続きをしたという事実について、 彼が下したいろんな解釈の中には、てっきり、あのナターリア・バシーリエブナも、もうよほど老けてしまったのだなそれで昔よりしつこくなってるんだな、という考えも加わっていた。彼は、一時間近くも死ん、ウテナの上に座り込んでいた。やがて、ふとわれに帰ると、ウェルを押して、マーブラにコーヒーを持って来いさせ、急いで、陰見干し、着物を着て、 11時きっかりに宿の門を出てポクロフデラを目指した。例のポクロフスキーホテルを探そうというのである。そのポクロフスキーホテルなるものについても、今では、もう昨夜と違った、一種特別のいわば、朝の漢字とも言うべきものが、彼の胸に形作られていた。中んずく、昨夜の自分のパーベル・パーブロビチに対する態度を思うと、 我ながら幾分恥ずかしいほどだった。まずこの気持ちをなんとか解決しなければならなかった。戸口の錠前についての昨夜のいろんな幻想は偶然の暗号だとかパーベル・パーブロビチが名帝の定位だったこととかまだなんとかかんとか理屈を持ち出して説明をつけていた。ところが何だって自分が今あの女の元の亭主のところへ。 せっかくこうして2人の間にあったことはさんらず極めて自然に一人でに決着がついてしまっているものを今更また新しい関係をつけに出かけていくのかということになると正直のところ彼にははっきりした解釈がつきかねるのだった彼は何者かに吸い寄せられているのだあの時彼は何か 一種特別な印象を受け取り、その印象のおかげで、こうして吸い寄せられていくのだ。5、リーザ。パーベル・パーブロビチは、まいて逃げ、ようなどとは考えてもいなかったし、それに、またなんだって、昨夜、ベリチャーニノフが、彼に、そんなことを聞いたのやら、それは、神よしかご存じあるまい。何しろ、辺りの本人にも、どうした息やら。 さっぱり見当がつかないのであるポクロフデラのそばの商店で行き当たりばったりに訪ねてみたらポクロフスキーホテルならついそこのあの横丁だと教えてくれたそこでホテルに行くとトルーソツキーさんはこの頃この中庭に突き出ている翼屋のマリア水添ブナの家具付きの部屋にご登留中でという挨拶だった花の使いそうな ぼちゃぼちゃと水のまいてあるひどく不潔な石のはしご段を伝わってその教えられた部屋のあるという翼屋の二階へ上がっていくと彼はふと人の泣き性を耳にした泣いているのは七つか8つの子供らしかったいかにも苦しそうな泣き性で押し殺そうとしながらしかも後から後からとこみ上げてくる虚偽なのであるそれとともに ダダを踏む音とやはり押し殺してはいるが激しい怒りに燃えた怒鳴りシわざとしゃがれた裏シを出してはいるけれど明瞭に大人の男シであるが聞こえたその大人は泣き叫ぶ子供を沈めようとしているらしくその泣きシが外に漏れるのをひどく苦にしている様子だったがそのくせ自分の方が子供よりひどくがなり立てるのだった それは無慈悲な怒鳴りシで、子供の方は、まるで泣きながら許しを願っている風に思えた。階段を上がりきると小さな廊下で、両側に、それぞれ、2つの戸口があった。メリチャーニノフは、そこで、でっぷり太った、背の高い、なりふり構わず、髪をバサバサにした女房に会ったので、パーベル・パーブロビチの住居は、どこかと尋ねてみた。すると、 彼女は泣き性の漏れてくる戸口を刺してみせた。この四十女のでっぷりと赤黒い岩には何かいまいましげな色があった。ほれまあ、大した道楽もあったものさあね。そんな口小言を言いながら女はさっさとはしごの方へ行ってしまった。ベリチャーニノフはノックしようと思ったが思い返していきなり案内もなしに。 バーベル・バーブロビチのドアを開けた。あまり広しくはない部屋には、粗末な色塗りの家具が、乱暴に、しかし太みに並べ立てられてい、その真中に、バーベル・バーブロビチが服を着かけたところと見え、まだ、上着も直着もなしの姿で突っ立っていた。興奮の、あまり、ミつルに酒を注いで、怒鳴りつけたり、手ぶり身振りを使ったり、それのみか、おそらく、 とベリチャーニノフには思われた足毛にかけてまで、まだ、八つばかりの痛いけな女の子を、おしぼくらせようとしているところであった。女の子にはお嬢さんぜんと黒い毛織の短い子供服が着せてあったが、一見して、みすぼらしい白物に違いなかった。彼女は、紛れもないヒステリーの発作を起こしているらしく、ヒステリックにしきりにしゃくり上げながら、両手を、 パーベルパーブロビチの方へ差し伸べているその様子は彼の体にすがりつき抱きついて何事かを愛想し愛玩しようとしているらしい風であると一瞬にしてがらりと情景が一変してしまった客の姿を認めると女の子はキャット一声叫んで隣の小部屋へ矢のような勢いで駆け込んでしまうしパーベル・パーブロビチの方は一瞬間 思い惑う風に見えたが、たちまち、眼中が、例の微笑に溶け込んでしまった。ちょうど昨夜、階段口に突っ立っていた彼の鼻先へ、いきなり、ベリチャーニノフがドアを開け放したときに見せた微笑と、寸分たがわぬ微笑であった。これはアレクセイ・イバーノビチ。と、彼は意外に答えんと言った章で叫んだ、まさかあなたがおいでくださろうとは、とにかく。 まあ、こちらへ、こちらへどうぞ。まあ、その安楽椅子に、おかけください。それとも、こっちの肘掛け椅子になさいますか。私は、ちょっとごめんをこうむって。そして、彼は、直キを着るのを忘れて、いきなり上着を引っ掛けた。まあ、他人行儀はおよしなさい。どうかそのままでと言いながら、ベリチャーニノフは、木の椅子に腰を下ろした。いや、 その段じゃありません。とんだ格好をご覧に入れて。さあ、これで、どうやら格好がつきました。おや、あなたは、また、なぜ、そんな隅っこへなんぞ。さあ、こちらへ、このひじかケースに、どうぞ、テーブルのそばへお寄りなすって。いや、全く思いがけませんでしたよ。あなたがいらしてくださろうとは。そう言いながら、彼の方でも、 遠い椅子の端っこへ腰を下ろしたが、ベリチャーニノフと肩を並べる位置にではなく、この、思いがけぬ逆の眼がよく見えるように、長い子をくるりと反囲点転させたのである。思いがけないなんて、なぜですちょうど今頃をお伺いすると、昨夜ちゃんとお約束しといたじゃありませんか泣いてはくださるまいと思ったのです。今朝目が覚めて、昨夜のことを、 さんらず思い返してみましたらもうとてもおそらく永遠にあなたにお目にかかれる望みも絶えたとそんな風に思われたんですよベリチャーニノフはその間にぐるりを見インタスへ第四水準2の12の1一下部屋の中は雑しかたり有用で床は取りっぱなしになっているし着物はそこらに脱ぎっぱなしだしテーブルの上には 陰見ぼしたコーヒーカップがあるかと思えば、パン片が転がっている。まだ半分も陰でないシャンパンの瓶が、線もせずに立っている横には、コップも伏せずにあるといった始末であった。彼は、横目で、ちらりと、隣室を遠見見たが、そこではこそりとも、音はしなかった。女の子は隠れたまま、じっと息を殺しているらしい。これを陰ってらっしゃるところじゃなかったんですか ベリチャーニノフはシャンパンを指さした。昨夜の陰味三死ですよ、と、パーベル・パーブロビチはへど戻した。いや、まったくあなたは変りましたなあ。実は、ひょいと、こんな悪い癖がつきましてね。まったく妻が亡くなってからのことなんです。嘘は申しませんよ。何とも我慢ができんのでしてね。ですが、今日は、 ご心配には及びませんよ、アレクセイ・イバーノビチ大丈夫今日はスイッチはおりませんししたがって昨夜オタクでやったような感を巻く気遣いはありませんからねとにかく正直の話がこんなことはみんな妻が亡くなって以来のことなんですよまったく仮に半年前に誰かが私がやにわに心を持ち崩して 今日のようなぐうたらになると言ったところで、また、その私の姿を鏡に映して見せてくれたにしたところで、とても本気にシェアしなかったに違いないでさ。じゃあ、なたは、昨夜はスいってらしたんですね。実はね、と、パーベル・パーブロビチは、少々で白状して、やり場に急した目を伏せた。ですが、本当を言うと、あれは水位の絶頂じゃなくて、 幾分も下り坂だったんですよ私がそれを申すのはつまり私の酒は後の方がむしろ悪いということが分かっていただきたいからなんです。酒っ気はもういくらも散っていないそのくせ一種三人な気分と無分別な気持ちだけは尾を引いているおもけに悲哀というやつが一送信にしみて感じられるとまあそういった具合で。 最も悲しいからこそ陰雲でしょうけどね。そうなると、もう、私は、苦にも使い嫌がらせでも、何でもどしどしとやってのけるようになるんですし、人に赤恥をかかせるぐらい平気の平座です。昨夜は、定めし、よほど変なところをお目にかけたでしょうね。悟る絵がないとおっしゃるんですか悟る絵がないどころか。 空ごらんなさい、パーベル・パーブロビチ、私も、てっきり、そんなことだろうと思って、そう解釈していたんですよ、と、ベリチャーニノフは、和解するような口調で言った。それに、私も、昨夜は、あなたの前で少々激しすぎましたよ、おまけに妙にイライラして失礼でした。これははっきり白状させてもらいます。 実は、時に、どうも気分のよくないことがあるんでして、そこへ、あなたが、いきなりまこと夜中に見えたものだから。そうそう、まこと夜中でしたからね。と、バーベル・バーブロビチは、さも驚いたように、また自分を非難するように、頭を振りながら言った、まったくなんという間がさしたもんでしょうな。あなたの方でドアを開けてさえくださらなけりゃ、私は、 決してお寄りはしなかったはずなんですよ。戸口のところで引き返したに違いないんです。実はね、アレクセイ・イバーノビチ、私は、1週間ほど前にも、一度お尋ねしたことがあるんですがね、あいにくお留守だったんです。で、とにかく、もう二度とお尋ねはしないはずだったんです。こう見えても、私だって、多少の自尊心はありますものね。 アレクセイ・イバーノビチ。現在自分がこんな、境界になっているとは、百も承知でいながら、やっぱり罰つけきれないものでしてね。おうらいでちょいちょいお目にかかった時にも、私はいつもこんな風に考えていたのです。私だということがわからんはずがない。だのにそっぽを向いていく。なるほど、9年の歳月は、そうあれんものだ、とね。ですから、 おそばへ寄ってみようという気にもなれなかったのです。ところが、昨夜、ペテルブルグスカヤ王を、振り出しにブラブラ歩き、インタスへ、第四水準2の12の1っているうちについ時間まで忘れちまったのです。みんな、これとカッコと彼は酒瓶を指さした、それから感情のさせたことなんです。いやはやなんともはや、馬鹿げた話でして。ですから、もし、 これがあなたのような方でなかったら、だって、あなたは、昨夜のような集体があったにもかかわらず、昔の遊戯に免じて、この通り訪ねて来いてくだすったですものね。私には、定めし、昔の公儀を結び直そうという希望も失せてしまったに違いないのです。メリチャーニノフは、じっと耳を澄ましていた。この男は、うち見たところ、 誠意をもって一種の権威をさえもって語っているらしいそれにしても彼はそもそもこの部屋へ入ってらいた瞬間からこの男の言うことには何一つ芯を置いてはいなかったのである時にバーベル・バーブロヴィチするとあなたは一人住まいというわけでもないんですねさっきあなたのそばにいたあの娘さんはあれは誰のお子さんなんですか バーベル・バーブロヴィチは、むしろ、この問いが意外だと言った面持ちで眉をつり上げたが、そのくせ、晴れ晴れと楽しげな瞳で、ベリチャーニノフを眺めた。誰の娘かっておっしゃるんですか、驚きましたね。あれはリーザじゃありませんか。と、彼は、人へ濃い微笑を浮かべて口走ばしった。リーザというとベリチャーニノフはつぶやき返したが、その瞬間、 不意に、ドキリと胸に応えたものがあった。あまりにも突然な衝撃だった。宣告、この部屋へ入って、泣いて、ちらと、リーザの姿を認めたときも、意外の感はあるにはあったが、とはいえ、予感だとか、特別な想念だとかいうものは、爪の先ほども浮かんではこなかったのである。そうですよ、うちのリーザですよ、うちの娘のリーザですよ。 と、パーベル・パーブロヴィチはニコニコした。娘さんじゃあ、なたとナターリアさん、亡くなられたナターリア・バシーリエブナとの間には、お子さんがあったとおっしゃるんですかおずおずと、さも、いぶかしげにベリチャーニノフは問い返したが、その賞は、もうほとんど、ひそひそ賞に近かった。なんだってまたそんなあ、そうでしたか。なるほど、こりゃ あなたのお耳にはいるわけはないはずでした。まったく私は何をぼやぼやしてたんだろう。あの子を授かったのはあなたがお初ちのあとのことでしたものな。パーベル・パーブロビチは妙に興奮して椅子から飛び上がったほどだった。とはいえそれはやっぱりうれしさのあまりだったらしい。私はちっとも知らなかったとベリチャーニノフは言って。 さっっと青くなったごもっともですごもっともですまったくお耳にはいるはずはありませんよとパーベル・パーブロビチは感動に性を曇らして同じ文句を繰り返したあなたも悟るえておいででしょうが私も防災ももうとても子供はできないものと二人して諦めておりましたのですよそこへ思いがけなく神様のお恵みみがあったわけです その時の私の気持ちといったら、これは、神様にしか分かってはいただけませんよ。確か、あれは、あなたがお初地になって、ちょうど一年してからだったでしたな。いや、それとも、いや、一年じゃない、とてもそうはならない、ちょっとお待ちください。あの時、あなたがお初地になったのは、私の悟へ違いでなければ、確か10月でしたな。それとも、 もう11月には行ってからでしたかな私が T 氏を発ったのは9月の初めでしたよ。9月の12日です。今でもよく悟る得ていますが。おや、9月でしたかしらふむ、なんだって、そんな思い違いをしたもんだろうパーベル・パーブロビチは、ひどくびっくりした様子だった。じゃ、まあ、そうすると、えとどうなりますかな あなたの初垂れたのが9月の12日と、そしてリーザの生まれたのが5月の8日とすると、9、10、11、12、1、2、3、4つまり8ヶ月と少しになりますね。ね。せめて、あなたがご存知だったらと思いますよ。亡くなった家内がどんなに。見せては、いただけませんかしら、ここへ呼んでくださいませんか。 妙に上ずったウでベリチャーニノフは口ごもった。よござんすとも。と、バーベル・バーブロビチは、自分の言いかけていたことなど、全く無用のことのように、あっさり思い切って、せかせかと言った。すぐ、今すぐご覧に入れましょう。そして、急ぎ足でリーザのイルコ部屋へ入っていった。それから、34分は確かにたったと思われる。 隣の小部屋では、何か、早口にひそひそとささやき合う気配がして、リーザのシも、かすかにそれに混じって、漏れてらいた。引っ張り出されるのが嫌だと謝ってるんだな、とベリチャーニノフは思った。やがて、二人は出てらいた。なんせ、この通り、はにかんでばかりいましてな、と、バーベル・バーブロビチは言った。どうも恥ずかしがりで、そのくせきくらいが高くて。 まるで防災に行き移しですよ。出てらいたリーザはもう泣いてはいなかった。目を伏せて父親に手を引かれている。見ると年の割には見た毛が伸びてすらりとした非常に美しい少女だった。彼女は大きな空色の目をもの珍しげにちらと逆の方へ上げた。しかし彼のガを不愛想に一別するなり。 すぐまた目を伏せてしまった。子供というものは、知らない人と二人きりにされると、部屋の隅へ逃げていって、そこから、この、ついぞ、まだお客に泣いたこともない目新しい人の顔を、妙に気まじめな不審そうな目つきで、じろじろと眺めるものだが、ちょうどそれと同じ子供らしいおそよそしい気まじめさが、彼女の眼差しにも浮かび出ていた。と同時にまた、何かしら、 もう子供の考えとは言えぬようなものも、どうやら現れているらしいと、そんな風にベリチャーニノフには思われた。父親は、娘を彼のすぐそばまで連れてらいた。さらね、このおじさんは、お前のお母さんをご存知だった方だよ。お父さんたちの仲良しだったんだよ。だから、ちっとも怖くはないんだよ。さ、お手を出し。少女は、 軽くえしゃくをして、おずおずと手を差し伸べた。私どもでは、ナターリア・バシーリエブナが、あのお客を迎えるとき、膝頭でやるらいを、この子に教えるのを嫌って、こうして、英国流に、軽くえしゃくをして、お客に手を差し伸べるように、つかまつ込んでおいたんですよ、と、父親は、ベリチャーニノフのガに、じっと目をつけながら、言い訳、がましく言葉を添えた。 メリチャーニノフは見つめられているとは知っていたけれど、もうこうなっては、自分の動揺を押しつ,つもうともしなかった。彼は、じっと身ろぎもせず、椅子にかけたまま、リーザの手を、我が手に握りしめて、その子のがにすくづくと見入っていた。一方、リーザは、何かひどく気にかかることがあると見え、自分の手を客に預けていることも忘れて。 父親のかから目をそらをさなかった彼女はおどおどした様子で、父親の話を何一つ聞き漏らすまいと耳を澄ましていた。メリチャーニノフは、早速、その大きな空色の目に目をつけて、これはと思い当たったが、何よりも激しく、彼の胸を打ったのは、彼女の眼の日と波外れた、バツケ出るばかりの美しい白さと、もう一つ、初の毛の色合いであった。 これらの特徴は彼にとってあまりにも意味深いものだったのである。これに反してガンダチや唇の格好はナターリア・バシーリエブナをさながらに彷彿させた。一方、パーベル・パーブロビチはその間に何かしきりにしゃべり始めていた。ひどく熱のこもったしみじみとした誤調でやっているらしかったが、ベリチャーニノフの耳には一言も入ってこなかった。 彼がちらと耳に挟んだのは、こんな最後の一句だけだった。というわけでね、アレクセイ・イバーノビチ、この子を授かった時の私どもの喜びようときたら、とても、あなたには、ご想像もつきはしませんよ。何しろこの子が生まれてからというもの、この子が、私の一切になってしまったわけでして。ですから、余心は不幸にして。 私の静かな幸福が消えてしまったにしたところで、このリーザだけは、この通り、私の手元に参っていると、まあこう考えているんですよ。これだけは、まあ、私が、固く信じてらいたことなんですよ。で、奥さんの方はあの人は、どう思っておいででしたと、メリチャーニノフは聞いた。行かないですか バーベルパーブロビチはちょっと鼻白んで、あなたは家内をご存知だから悟るえておいででしょうが、何しろ、あの通りの、至って口さくの少ない女でしたからな。が、その代わり、臨終の床で、この子と別れの言葉を交わした時の様子と言ったら、その際になって、平然、胸の底に押し包んでいたことを、すっかり出してしまったというわけですよ。今、私は、 隣の床でと申しましまたねところが、実は、息を引き取る前の日になると、にわかに興奮してプリプリしだしましてね、こんな役なんかで癒そうとしているが、自分の、はた、打本の当たり前の熱病に過ぎない、第一、今のお医者は、二人とも天で盲目なんだ、あのコッホさん、ご記憶でしょう。私どもの町で一等軍をしていたあの老人ですよ。 あのコッホさんさえ切って見えたら、2週間もすれば、もう男上げができるんだ、とこんなことを口走る始末なんです。それからまた、臨終が、もう5時間先に迫っているという時になると、今度は、3週間すると、おばさんの誕生日だ、誕生祝いには、是非とも言ってあげなければならないなどと、そんなことを言い出したものです。このおばさんというのは、 リーザのでしてねメリチャーニノフは急に椅子を立ったがリーザの小さい手はやっぱり離さなかったこの娘が父親の眼にじっと注いでいる燃えるようなまなざしに何かなじるような色のあるようなのが彼にはどうも気になってならなかったのであるお子さんは加減がお悪いんじゃないですかと彼は慌てたような何かへてこな調子で聞いた そんなことはないはずですがね。もっとも、何しろ、ご覧の通りの状態だもんでして、と、バーベル・バーブロビチは、うれわしげな真痛の色を見せて、しんみりと言った、どうも一風変った子でしてね。ただ、でも、神教室なところへ持ってきて、母親が亡くなった後では、2週間ほど病みつきましてね、すっかりヒステリックになってしまいました。そら戦国も あなたが入っていらっしゃる泣き、泣き性がしてましたでしょう。それから、これ、リーザ、これ。って、あれもお耳に入りましたでしょう。事の起こりは、そもそも何だと思いですみんな、それこの子が、お父さんが言ってしまう、あたしを捨てて言ってしまう、って言い出したからなんですよ。つまり、その、ママが生きてらっしゃる頃みたいに、 もう可愛がってはくださらないんですものとそう言って、この私を責めるんです。まだ玩具でも抱えて喜んで遊んでいるはずの、こんなちっぽけななりをして、頭の中じゃそんなとんでもないことを考えてるんですからね。もっとも、ここでは、これという遊び相手もないには違いないんですが。じゃ、そのあなたは、あなたは、本当に。 このお子さんとお二人きりの暮らしなんですか全くの親一人、子一人です。その他は、女中が、日に一度、身の、インタス第4水準2の12の11、リの世話に、ちょっと来いてくれるだけでして。すると、外出されるときは、お子さんを一人さんして行かれるわけですか他に捕まつようもないじゃありませんか 昨日なんぞは、それ、あの小部屋に閉じ込めて、城を下ろして出かけたんでして、そのため、今日は、こうして涙が降り出したという次第なんです。だって、あなた、考えても見てください。他に、何とも捕まつようがなかったんですよ。おとといなんかは、この子は、私の留守に海外降りていきましてね、男の子に、石を頭へぶつけられたという始末ですものね。 さもなけりゃまた、おいおい泣き出しちまって、やたらに、屋敷うちの人に飛びついて、お父さんはどこへ行ったか敵きインタスへ、第四水準二の十二の十一るんですよ。外分が悪くってやりきれませんやね。もっとも、私の方も相当なもんでしてね、ちょっと一時間ほどと言って出かけちゃ、朝霧と言ったことをやらかすんで、現に昨日なんかもそうだったんです。 まあ、いい塩梅に、ここの主婦が錠前屋を呼んで、泣いて錠前を外してくれたから、とにかく助かったようなもんですが、全くいい恥しさらしですよ。我ながらつくづく人でなしだと思いますよ。それも、これも、みんな、私の心に、締まりがなくなったせいでして。お父さん。と、少女は、おずおずと、心配そうに口を入れた。そら、 またお前は、性もこりもない奴だ。さっきお父さんは、何と言ったかねもう言わないわ、言わないわ、と恐ろしさに、願色をへぐえて、急いで、父親の前に両手を合わせながら、リーザは繰り返した。とにかく、あなた方は、こうした環境の生活を続けるわけには行きませんね、と、ベリチャーニノフは、もう我慢がならぬといった調子で、 いきなり口を切った。権威のこもった性だった。だって、あなたは、あなたは、財産のある人じゃありませんか。それを、なんだって、あなたは、こんな、第一こんな翼屋の、しかも、こんな下びた環境のところにおられるんです翼屋になんぞとおっしゃるんですかですが、もう1週間もすれば、この町を、 外つことになるかもしれんのですし、それに、余震場財産があるにしたところが、それでなくても下が分と、出費がかさみましたんでね。いや、もう沢山です。沢山ですと、ますますじりじりして、ライルばかりのベリチャーニノフは相手を遮った。まるで、もう何も言うな、清ウが何を言おうとしてるかぐらい、ちゃんと知ってるぞ、清ウが、どんな魂いたんで。 そんなことを言うかも、こっちが宣告ご承知なんだ。ご承知なんだ。わ、まま、と浴びせかけでもするような勢いだった。それよかまあお聴きください。ものは相談ですがね、今、あなたは、たかが、もう一週間の滞在だとおっしゃったですなしかし、それが、また二週間にならないものでもないです。そこで、実は、あたりちに、 去る知り合いの家がありましてね、それが、もうこの20年来、我が生まれた家も、同然の心安さで出入りをしている家なんです。ポゴレーリチェフという家なんですがね、亭主のアレクサンドル・パーブロビチ・ポゴレーリチェフというのは、三等間でしてね、そういうことも、まあ、あなたの今度のご要件の何かの足しにならないものでもありません。今は、一家を挙げて、 別称の方へ行っていまガシ別称なんかじゃありません。豪勢な自分の別称があるんです。サイくんのクラーブジやペトローブなポゴレーリチェバというのが、姉か母親みたいに、私のことを可愛がってくれるんでしてね。8人の子持ちなんです。どうでしょう、早速ですが、今すぐ、リーザさんを、この私が、その家へお連れしようじゃありませんか。 善は急げで、この私が一走り行ってらいましょうよ。喜んで寄ってくれますよ。そして、あなたが初垂れるまでの間、我が娘のように、生みの娘のように可愛がってくれますよ。彼は恐ろしく苛立っていたが、別にそれを隠そうともしなかった。どうも、それはできそうもありませんな、と、バーベル・パーブロビチは執面を作り、つるるそうに、 とベリチャーニノフは思った彼の目をのぞき込みながら言った。それはまたなぜですなぜできないんですなぜって、あなた、こんな小さな子を、それも、いきなり、どうして手放せましょうもちろんそりゃあ、あなたのようなまこと心のこもった方が、中に立ってくださるのですから、心配はないわけでして、そこをとやかく回すのじゃありませんが、それにしても、 ややはり身も知ららぬ家へやるんですからなそれにまた先用がそういうご大のことであってみればどんな扱いを受けるものやらこの私にもとんと見当がつかんものでしてだから今もこの私が内輪の者同然に出入りをしている家だと申し上げたじゃありませんかとほとんどおこきを含んだシでベリチャーニノフは怒鳴り出した。 クラーブジやペトローブナにしたって、この私が一言頼むと言ったら、リーザさんの面倒を見るのをどんなに喜ぶか知れませんよ。まるで、私の娘でもよるつもりで、チェフフン。現に、あなただって、ただ文句が並べたいわ、仮に、そんなことを言っておられることを、ご自分でも知りばついておられるんじゃありませんか。さあ、もうかれこれ言うことはないでしょう。 彼は、思わず、どしんと足踏みまでした。いや、私の言うのは、すこぶる、その変なことになりはしないかということなんですよ。私だって、やっぱり、せめて12度はお伺いしてからでなくちゃね。さもないと、まるで父親がないみたいになりはしませんかな。え、え、おまけに向かうが、そんな格式の高いお家柄と来ちゃあね。なあに。 ごく気さくな家ですよ決してあなたの言われるような学識ブルノナンのという家じゃありません。とベリチャーニノフは叫んだそれに今も言うとおり何しろ大勢の子供ですからねあそこへ行けば娘さんはきっと生き返ったようになるでしょうよ何しろそれが大目め,めなんですからね。でもしなんでしたらあなたは明日おい合わせすることにしましょう。 それに、どうせ、一度は、内を言いに行かなきゃなりませんものね。もしお望みでしたら、毎日でも、ご一緒に行ってみましょうよ。でも、やっぱりなんだか。まだ、そんなことを、ちゃんと、自分で尻ばついているくせに、あなたの悪い癖ですよ。じゃ、こうしましょう。今日は、夕方から、私のところへおいでになって、 一晩泊まってください。そして、明日は、12時には向こうへ着くように、一つ早めに出かけるとしましょう。何から、何まで親切に取り計らってくだすって、おらいの言葉もありません。おもけに、泊まれとまでおっしゃってくださる、感動に性を潤ませて、パーベル・パーブロビチは、急に折れて出た、実に、早痛み入った次第ですよ。ところで、 その別称というのはどこにあるんですかあのうちの別称はレス農園にあるんですよ。ただ、どうしたもんでしょうな、この子の衣装は何しろ、そんなお家柄の手へ行くんですし、おまけに別称だと来ちゃあ、わかってくださるでしょう。父親の気持ちとしてですな。衣装がどうだとおっしゃるんです。ちゃんとも服を着ていますね。 この他に何か着せたい衣装があるとでもおっしゃるんですかねいやいや、これが一番です。これほど、おあつらえ向きの衣装が他にあるもんじゃありませんよ。ただ、その下着だけは、もう少し綺麗なやつと取り替えるんですが、その襟当ても、ね、襟当ても、下着の覗いてる部分も、ミノルギはひどく汚れていた。なるほど、こりゃあ、 すぐ機械させなくちゃなりませんわいとパーベル・パーブロビチはせかせかしていったその他の入り用の下着類もすぐ揃えてやることにしましょうマリア水イブナのところに選択に出してあるんですよじゃ一つ馬車をそう言っていただきましょうかとベリチャーニノフは相手の言葉を遮ったそれもできることなら大急ぎで願いたいですな ところが、困ったことができた。リーザがどうしても嫌だと言い出したのである。先ほどからの話の模様を、彼女は、恐ろしそうにじっと長期耳を立てていたのだが、もし、ベリチャーニノフが、パーベル・パーブロビチを解きつける合間に、気を止めて、彼女のがを差し除く暇があったなら、ひつらずや、その痛いけながに、 身もよもあらぬ絶望の色の浮かんでいるのを認めたに違いないのである。あたし行かないわ、と、彼女は、きっぱりと、少々で言った。ほーらね、どうです、母親さっくりですよ。あたし母さんになんか似ていないわ、母さんになんか似てはいなくてよ。と、リーザは、母親さっくりという言葉が、彼女にとっては、恐ろしい剣跡のショーと響くと見え、 まるで父親の前に、その身の明かりを立てようとでもするかのように、懸命に、自分のかぼそい漁の手を揉みながら、叫び返すのだった。お父さん、ねえお父さん、もし、お父さんが私を捨てるんなら。と言い、さして、彼女はいきなり、あっけに取られているベリチャーニノフに飛びついて泣いた。もし、あなたが、私を連れて行くんなら、私も。 が彼女にはその先を言い継ぐ暇がなかった。バーベル・バーブロビチがほとんど首根っこを押さえんばかりの剣幕で、ぐいと彼女の片手を引っ捕らえると、暇はもう包み切れぬ肉割りにがをひっつらせながら、無理やりに例の小部屋へ引きずり込んでしまったのである。そこで、またもやしばらくの間、ひそひそショウや、押し殺した巻きショウやらが漏れてくるのだった。 メリチャーニノフは、すんでのことに、自分も、その部屋へ出かけていくところだった。しかし、バーベル・バーブロビチの方が、それより先に戻ってらいて、妙にいがんだ微笑を浮かべながら、あの子は、すぐ行くことになりましたと告げた。メリチャーニノフは、勤めて、彼の顔を見舞いとして、そっぽを向いた。そこへマリアスイソエブナもやってらいた。それは、 彼がさっき廊下へ差し掛かったときで得たあの女房で持ってらいた下着類をリーザの小さな可愛らしい手提げ袋に詰め込み始めた。じゃあ、旦那、あんたがこの娘っ子を連れて行きなさるんですかね。と彼女はベリチャーニノフに話しかけた。じゃあ、あんたは家庭が終わりなさるんですね。なんぼかいいくどくでござんすよ。ねえ、旦那。このおとなしい子を。 消熱地獄から助け出してやりなさるとはねえ。もういいじゃないかね、マリアスイソエブナさんとパーベル・パーブロビチはつぶやきかけた。あらまあ、マリアスイソエブナさんだなんて。みんなして、そんな呼び方をして人をおやらかすんだよ。全体、お前さんとこが消熱地獄でないとでもいいかね。物心のついた子供にさ。 恥しさらしの幕ばかり見せてさ、それで債務とでも大思いですかね。サーバシャさあ馬車が三りましたよ、旦那。レスの上まででしたね。そう、そう。じゃあ、まあ、道中お気をつけなすって。リーザは、まこと青なガをして、目を伏せながら出てらいると、手下げ袋を取り上げた。メリチャーニノフの方にはちらとも目をやらず、じっと自分を抑えて、 別れ際になっても、宣告のように父親に抱きつこうともしなかった。それどころか、父親の眼は見るのも嫌だといったふうに見えた。父親は、様子ぶって、彼女の髪に接吻して、それから撫でてやった。すると、彼女の唇がひっつって、顎がピリピリと震え出したが、目は、やっぱり、父親の方へ開けずにいた。バーベル・バーブロビチは、 どうやら顔色が悪く、両手はわなわなと震えていた。彼の方を見舞いとあらん限りの努力をしていたベリチャーニノフにも、それだけは、はっきりと見て取れた。彼は、もう、ただ、一つのことしか考えていなかった。一刻も早くここを出て行きたい。で、一体、これが、俺の罪だろうか、と彼は考えた、いやいやこうなる約束事だったんだ。 どやどやと海下へ降りていった。そこで、マリアスイソエブナは、リーザと接吻を交わした。そして、いよいよ、馬車に、勝り込んでしまってから、リーザは、初めて目を上げて父親を見て、いきなり両手を打ち合わし、何か人声高く叫んだ。もう、一瞬間の雨広しがあったら、彼女は、馬車を飛び出して、父親に抱きついたに違いないが、 車はもう動き出していた。6. 暇人の新しい妄想。おや、加減が悪いんじゃないのと、メリチャーニノフはびっくりして尋ねた。馬車を止めて、水を持って来させましょうね。彼女は、彼の顔を振りあおいで、非難を込めた燃えるような目でじっと見た。あたしをどこへ連れて行くのよと、彼女は、 出し抜けに鋭いシで口走った。とてもいいお家へ行くんですよ。リーザ。そこの人達は今、それは立派な別小にいるの？大勢お友達がいてね。みんなで可愛がってくれますよ。とてもいい人ばかりなんだから、私のことを怒るんじゃありませんよ。リーザ。私はあんたのためを思って。もしこの瞬間に誰。 平成の彼を知っている人が彼を眺めたとしたら、定めし、彼の姿が、奇怪なものに映ったに違いない。あなたはまあ、あなたはまあ、あなたは、まあ、本当になんて悪い人でしょと、じっと答えている涙のため、息を弾ませながら、恨みに燃えた美しい瞳を、彼の方へキラリと投げかけて、リーザは言った。リーザ、私はただ。 いいえ、悪い人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 よ。と、彼女は、両の手のひらをもみしぼった。ベリチャーニノフは、途方に暮れてしまった。リーザ、ねえかわいいリーザ。そんなにダダをこねて、このおじさんを困らせるんじゃありませんよ。ね、いい子だから。お父さんがあすらいてくださるって、あれは本当なの本当 彼女は、おっかぶせるような勢いで返事を迫った。本当だとも、本当だとも、おじさんが連れてきてあげよう。しっかり捕まえて連れてきてあげますよ。お父さんは、また嘘をつくのかもしれないわ、と、リーザは、足元に目を落としてささやくように言った。じゃ、お父さんは、あんたを可愛がってくれないと思うの、リーザ かわいがってななんかくれないわあんたをひどい目にあわせたかいえあわせたかいリーザは暗い目つきで彼をながめるとそのままぼくりこくってしまったそしてまたもや向こうへがをそむけてしまっていこじにがをふせたまま動かない彼は一っしょけんめいに少女をなだめすかしはじめた 熱心込めて話聞かせているうちに、自分までが熱病にかかったみたいになってしまった。リーザは疑わしげな敵意を含んだ態度ではあったが、それでも耳を傾けていました。とにかく、彼女の注意を引き得たと思うと、彼はひどく嬉しくなった。で、そもそも酒飲みというのは、どういうものであるか、ということまで交釈して聞かせたりした。私は、 あなたが可愛くてならない。だから、お父さんが悪いことをしないように、よく見張りをしてあげよう、とも言った。やがての果てに、リーザも、やっと目を上げて、まじまじと、彼の眼を眺めた。それから、彼は、お母さんもよく知っていたという話をし始めて、この話が、彼女の心を引くのを見て取った。次第に、彼女の口もほどけてきて、少しずつ、 彼の質問に返事をするようになったが、大変らず用心深く、強情な態度で、ほんの一言か二言しか口に出さなかった。肝心な質問になると、彼女は、やはり一言も答えなかった。話が、以前の彼女と父親との関係に触れると、彼女は、一切、固い地なしずみ僕を守り通すのだった。話をしている間、ベリチャーニノフは、 宣告のように彼女のか細い手を握りしめて、それを離さなかった。彼女の方でも別に振りほどこうとはしなかった。とはいえまた、この少女がその間中、ずっとしむ僕を守っていたわけでもなくて、曖昧な返事の合間合間には、やはり、いろいろと口を滑らしてしまうのであった。例えば、前には、お父さんの方が、 お母さんよりも私を可愛がってくれた。お母さんは私をあまり可愛がってくれなかった。だから私お母さんよりお父さんの方が好きだったとか。けれどお母さんがいよいよもうダメだという時になってちょうどみんなが部屋を出ていて私と二人きりになった時お母さんは一所懸命に私に接吻してさめざめとお泣きになったとか。だから 今では、お母さんが誰よりも好きだ、世界中の誰よりも好きだ、そして、毎晩毎晩、この一番好きなお母さんのことを思い出しては、泣いているとか言った類いのことである。しかし、この少女は、実に傲慢な娘で、ふと余計なことをしゃべったと気がつくと、急に、また自分に閉じこもってしまって、それなり固く口をつぐんでしまうのであった。そればかりか。 自分に余計なことを喋らせたベリチャーニノフをさも憎らしそうに睨んだりするのである。向こうへ着く頃になると、彼女のヒステリックな興奮状態はほとんど消えてしまったが、その代わりに恐ろしく過激になってしまい、まるで堅くなな人嫌いのように、手でも動かぬ暗鬱な意固じさで、むっつりと不機嫌な様子になってしまった。その一方、これまで、 一度もしきみをまたいだことのない、見知らぬ人の家へ連れて行かれるということの方は、今のところでは、大して苦にしてはいないらしかった。彼女を苦しめているのは、全く別のことであることが、ベリチャーニノフには見て取られた。彼女は、父のことが恥ずかしいのだ。つまり、父親が、まるで、彼女を、彼の手へ投げ渡しでもするように、すこぶる、手っ取り早く、 彼と一緒に出してよこしたということが、彼女には恥ずかしいのだと、ベリチャーニノフは推了した。この子は病気なんだ、と彼は考えた。それも、よほど重いのかもしれない。いじめていじめていじめば疲れたんだ。ええ、すい、どれの毛らわしい畜生め今こそ、奴の生態が分かったぞ。彼は魚舎をせき立てた。静かな別所 新鮮な空き、広々した庭園、子供たち、彼女には、初めての変った生活、それからまた、やがて、そうしたものに、彼は望みをかけていた。そして、やがて、その先がどうなるかということについては、彼は全く楽観しきっていた。みつるみのるした明るい希望が輝いているのである。ただ、一つ、彼がはっきりと意識していたのは、 自分が、これまでについぞ、今、この瞬間に味わっているような感じを経験したことがない。この感じこそ、一生涯自分の胸から消え去ることはあるまい。ということであった。これこそ生の目的なのだ。これこそ人生というものなのだ。と、彼は、勝ち誇ったように心に叫んだ。いろんな壮年が、今や、彼の飛うちをかすめるのだったが、 彼はそれらを皆やり過ごしてそのどれ一つにも気を止めようとはせずこまごました点からは頑固に目をつぶっていたそうしたこまごました点を考慮の外に置くと万事は実に明瞭で確固として不動のものに見えてくるのであったそして眼目とも言うべき一つの目論ろみが一人でに出来上がってしまったのである他でもない彼は 我々が諭し係になれば、あの動欲野郎を抱くと言わせることもできそうなものだな、と空想したのである。そして、あいつは、リーザをペテルブルグに置いていく、ボゴレーリゼフの家に参していく。もちろん、はじめは、ほんの一時とか、仮にとかいうつもりでだが、とにかく、一人で外って行ってしまう。そして、リーザは、俺の手に参る。それでもう結構だ。 ここれ以上何を望むことがあろうそれにそれにあの男だってもちろんそうなることを望んでるんだでなけりゃなんであんなにあの子をいじめることがあろうやっと目指す家に着いたポゴレーリツェフカの別称は実に素晴らしい場所であったまず一番先に彼らを出迎えたのはドやどやと 別章の表題へ踊り出た子供の一団であった。ベリチャーニノフは、下が、分久しく、この家に癌を見せなかったので、子供たちのはしゃぎようと言ったらなかった。みんな、このおじさんが大好きだったのである。中でも、年重な連中は、彼がまだ馬車を降りないうちから、早速、もうこんなことを言って生やし立てた。裁判はどうなったの 裁判は、もうサインだの、おじさん。すると、一番小さな子までが、その後について、上の子たちの誠に押して、キャッキャッと葬儀、インタスへ、第四水準2の12の11、だ。彼は、この家に来ると、決まって、例の訴訟の一件で、殴り物にされるのである。が、やがて、リーザの姿を認めると、子供たちは、早速、 ぐるりと彼女の周りに輪を作って、子供に、特有のもの珍しげな眼つきで、無口のまま穴の開くほど、彼女の姿を点検し始めた。そこへ、クラーブジヤ・ペトローブナも出て、来、続いて、主人も姿を現した。夫人も主人もやはり笑いながら、裁判の方はいかがと、初手から、その質問を浴びせかけた。クラーブジヤ・ペトローブナは、 年の頃、十七八の、まると太った褐色髪の婦人で、つやつやと、リンゴのような眼をして、まだなかなか美しかった。夫の方は、五十五十六の、利口で、厚めのない男だったが、それでいて無類の好人物であった。この家庭は、ベリチャーニノフにとって、どんな意味からしても、彼自身の言うように、 我が生まれた家も同然なのであった。だがまた、そこには、ある特殊の事情も潜んでいたのである。というのは、二十年ばかり前に、このクラーブジアペトローブナが、当時、まだ、学生で、まず、一階の少年に過ぎなかった、ベリチャーニノフのところへ、住んでのことで嫁に来ようとしたことがあったのである。それは、熱烈な、それでいてたわいもない。 美しい、2人にとっては発恋なのであった。結局は、しかし、彼女が、ボゴレーリツェフのところへと継ぐことによって、幕を閉じたのである。それから、5年ばかりして2人は再会して、お互いの間の感情は、ついに明るい静かな友情に、形を変えたのであった。2人の間には、一種の温かみが、永遠に消えずに参ることになり、 その一種特別の光明がお互いの中を照らすのだったこの関係についてのベリチャーニノフの追憶には一点のやましいところもなく全てが清らかであったそしてそのことがつまり一点の汚れもない美しいものとして挟んだ唯一の場合であったということがいよいよ彼をしてこの関係を尊く思わせることになったのであろう この家に来ているときは、彼は率直で、無横しまきで、親切で、よく子供の相手をし、義悪るかを気取ることもなく、自分の間違いは、何によらず素直に認めるし、何事も隠さずに告白するのであった。彼は、よく、ボゴレーリツェフ夫婦に、こんな誓いを立てたものである。それは、もう少ししたら、俗世間から、さっぱりと足を洗って、 彼らのところへ引き移ってライル。そして、もう、一生彼らから離れずに山生を送ることにするというのである。この計画のことを、彼は、一人で大真面目に考えていたのである。彼は、リーザに席しての必要な事柄を、かなり詳細にわたって、この夫婦に説明した。だが、わざわざ、そんな説明をするまでもなく、 彼が一言頼むと言いさえすれば事足りたのである。クラーブジやペトローブナは、この5時、二方ずりをして、私の力の及ぶ限りのことは、辞しましょうと約束してくれた。子供たちは、リーザをひったくるようにして、早くも、庭へ遊びに連れて行ってしまった。半時間ほどの賑やかな談笑の後、ベリチャーニノフは、立ち上がって、別れを告げ始めた。 彼は一同がやがて気づかずにはいなかったほどひどくイライラしていた。みんな放棄に取られてしまった。3週間も姿を見せずにいてやっと来たかと思うとわずか半時間で切っていこうとするのである。自分でもおかしいと見えカラカラと笑いながら明日また伺いますと約束するのだった。夫婦は彼に どうも非常に興奮しておられるようだがと注意した。すると彼はいきなりクラーブジやペトローブナの手を取ってすこぶる大切な要件を言い忘れたという口実のもとに彼女を別室へ連れ出した。あなたは悟る得ておいででしょうが私があなたにあなたにだけ申し上げておいたことをそれはご主人さえご承知ないことなんですがつまり T 氏時代の私の生活のことです。ええ、よく悟る得ておりますわ。そのことなら、たびたび話してくださいましたものね。いや、私はお話ししたのじゃない、懺悔をしたのですよ。しかもあなたお一人にだけね。私は、これまでついぞ、その女の名字をあなたに明かしたことがありませんでした。 実はその女はトルーソツカヤというんです。宣告お話ししたトルーソツキーの女房なんです。亡くなったというのはその夫人なんでして、リーザは、その娘、つまり私の娘なんです。まあ本当間違いはありませんのと、クラーブジヤ・ペトローブナは、多少の興奮を見せて聞き返した。絶対に、絶対に間違いじゃありません。 ベリチャーニノフは熱狂して叫んだそして彼はそわそわとひどく興奮しながらできるだけ手短に一部始終を彼女に物語ったクラーブジやペトローブナは前々からその話はすっかり知っていたがその夫人の名字だけは知らなかったのである実はベリチャーニノフとしては誰か 自分の知り合いの人間がひょっとしてドルーソツカヤ夫人に定入でもして彼ともあろう者がこんな女にあれほどのぼせ上がっているとはと意外の感を催しはしまいかと思うとひどく空恐ろしい気がして自分のただ一人の親友であるクラーブジやペトローブナにさえ今の今までその女の名を明かす勇気が出なかったのであったそして あの娘のお父さんは何にも知らないんですのと彼の話を聞き終わると夫人はそう聞いたいいやちゃんと知ってるんですですが実はそこんところがまだはっきり見通せないそれが私には実に辛いのですよとベリチャーニノフは熱した口調で言葉を続けた知っているんだ知っていることは確かなんです 今日も昨日もその気ぶりが読めたんです。ただ、私は、やつが、果たして、どの程度まで知っているか、そこをはっきり突き止めたいんです。だから、今、私は、こんなにそわそわしているんですよ。今晩、あの男は、私のところへやって来るんです。だが、しかし、一対どこから、あの男は、 それをというのはエっさイをという意味ですがね嗅ぎつけたんだろう。そこが、どうも豪天がゆかん。バガウトフのことならすっかり知ってるんです。これは、疑う余地がありません。だが、この私のことになるとご承知の通り人妻というものは、こうした場合に、良人を丸めてしまうことにかけては、なかなか達者なものですからね。 天使がわざわざあもって泣いて書きくどいたにしてもいつかな信用しない良人が女房の口にかかるとゴロリと丸められちまうんですからねああお願いですそんなに避難するように首を振らないでください自分を非難することなら私が自分でやっていますそれどころかずっと前々から我と我が身に傑作の仕事を当てているのです正直の話が 現に、今朝、あの男の宿にいた時なんぞも、私には、何としても、向こうが一部始終を知りがついているものとしか思えず、あいつの目の前で我から進んで、木箸を渡って見せたりして、奴の気を引いてみた、始末なんですよ。これは、まるで嘘みたいな話ですが、実のところ、私は、昨夜、あいつを、ひどく存在にあしらってやったことが、妙に木、気。 恥ずかしく嫌なな気持ちなんですこの話はまた後で詳しくお話ししますがねあの男が昨日私のところへやって泣いたのも元はといえば俺は自分の恥辱をよく心得ているぞしかもそのあたりの侮辱者も知っているぞということを私に知らせたいばかりにつまりその毒々しい欲望が抑えきれなくなったからこそ ののこのこやってらいたんですヘベレケにスイフツって、非常識極まる時刻にやってらいた理由は、さんらずここにあるんです。もっとも、あいつの身にしてみれば、それも、さらさら無理はありませんや。つまり、恨みの丈を述べたてにやってらいたという次第でね。それを、また、この私が、昨夜といいけさと。 いい馬鹿にのぼせ上がった追うちぶりをやっちまいましてね。いやはや軽率とも、なんとも、まったく馬鹿げきった話ですよ。自分からのめのめと白状したようなものでしてね。それにしても、なんだって、あいつは、よりによって、私があんなに平らしずを失っている時を狙ってやってらいたもんだろう。これは、しかと申し上げときますがね、あの男は、リーザを、 あの年派も行かないリーサをまでそりゃひどくいびるんですよ。せめて、子供を相手にでも恨みをせいらしてやれ、腹いせをしてやれっていう魂胆んなんですよ。実に、あいつは、執念深いやつですよ、取るに足らんやつには違いないが、実に執念深いやつですよ。むしろ悪鬼らせつみたいなやつです。元は、あれでも精いっぱい新式取りで構えていたもんですが、 もともと、あいつは抱いたわけにすぎんのです。だから、ごらんなさい、あの男が身を持ち崩したのだって、元来が、自然の成り行きに過ぎないんですよ。といった哀れ敏然たる男なんですから、ねえ、奥さん、我々は、キリスト者の目をもって眺めてやらなきゃならないんですよ。ですからね、私は、その、あの男に対する態度を男子下辺得てみようと思うんです。 つまり、あの男を愛しいたわってやろうと思うんですよ。これは、私の立場から見れば、むしろ、いい功徳になるわけですよ。だって、なんと言ったって、私は、あの男にさいまんことをしているに違いないのですからな。それにね、ついでだからこれも申し上げちまいますが、T 氏にいたとき、私は、急に、4000ルーブルの金が入用になったんですよ。 するとあの男はお役に立ちさえすればどんなに嬉しいことかと本心から喜んで証文一枚取るではなしに即座にその金を用立ててくれたんですそしてまあどうでしょうこの私はそれをあの男の手から手渡しに受け取ったんですよねえそのお金をあの男から受けたんですよ まるで親友から受けでもするような平気な顔をしてね。けど、ねえ、もう少しおっしゃることにお気をつけ遊ばせな、と、今までの話全体に対して、クラーブジやペトローブナは、気づかわしげに注意した、とても、なんだか有頂天になってらっしゃるわ。それが、私、本当に心配ですのよ。そりゃ、リーザは、今じゃ、もう、私の娘も、 同然には違いありませんわ、けれど、まだまだ、そこには、未解決な問題が、どっさりありますわ。何よりも、大切なことは、この際、あなたが、もっとしん、主に、おなりになることですわ。あなたが、今のような、幸福な、無頂点な気持ちになってらっしゃる時には、なおさらのことしん、主に、おなりになる必要があるのよ。一対あなたという人は、 幸福な気持ちになると、とても、応用に何でもかでも許したくなるのが癖ね、と、彼女は微笑しながら付け加えた。そこへ、ベリチャーニノフを、見送りに一同が出てらいた。今まで、庭でリーザと遊んでいた子供たちも、彼女を連れて現れた。うち見たところ、子供たちは、宣告よりも一層リーザを扱いかねているらしかった。やがて、 ヴェリチャーニノフがさようならを言いながら、みんなの前で接吻を与えて、明日はきっとお父さんを連れてラいるからと、心情を込めて約束を繰り返したときには、リーザはすっかり今日気づいてしまった。彼女は、ぼくりこくったまま、彼の方へ目を上げずにいたが、いよいよ彼が馬車に勝り込もうという瞬間になると、いきなり彼の袖にしがみついて、哀願するような目で、 じっと彼を見上げながら、みんなのいない方へ引っ張っていった。何か彼に言いたいことがあると見える。で、彼は、早速、彼女を別前連れていった。どうしたの、リーザと、彼は、優しくれいますように問いかけたが、彼女は、まだ、びくびくと辺りを見、インタスへ、第四水準2の12の11しながら、 彼をもっと離れた隅の方へ引っ張っていくのだった。一同の視線の全く快かない場所へ行くつもりらしい。どうしたのえ、リーザ、どうしたのさ彼女は、やはり、無言のまま、まだ口を開く決心がつかないらしかった。例の空色の大きな目で、まじまじと、彼の目に見入っている、その痛いけながは、三ンルなく、 きょうきじみた恐怖の色に覆われている。あの人は、首をくびるわよ。と、彼女は上言ごとのようにつぶやいた。首をくびるって、誰がと、メリチャーニノフは、仰天して問い返した。お父さんが、お父さんがよ。お父さんは、夜中に、細引きで首をくびろうとしてたのよ。と、少女はせかせかと息を切らしながら言った。 あたし見たのよ。こないだも、細引きで首をくびろうとしたんですって、自分でそう言ってたわ、そう話してちかせたわ。もっと前にだってくびろうとしたの、しょっちゅうくびろうとしているのよ。あたし夜中に見たの。そんなことがあるもんか。と、メリチャーニノフは半信半疑で囁くように言った。と、彼女は、 急に彼にに彼飛びついて手に切した泣き出してこみ上げてくる涙のため息も絶え絶えに何事かしきりに頼んだり愛願したりするのだったが何しろヒステリックな片言の連続きなので彼にはさっぱり意味がつかめなかったそしてこの責めさいなまれた子供が狂きじみた恐怖にとらわれながらしかも最後の望みの綱にすがるように。 彼にじっと注いだ疲れの埋める眼差しは、その後になっても、永久に、彼の記憶から消え去らず、夢に、現にまざまざと浮かんでくるのであった。それにしても、あの子は、それほど、あの男を愛してるのだろうか熱に浮かされたような、苛立たしい気分で、町へ戻ってくる道々、彼は、嫉妬とも、羨望ともつかぬ気持ちで考えるのだった。現に、あの子は、 つい国もお母さんの方が好きだと言っていたじゃないかいやいやおそらくあの子はあいつを憎んでるんだ愛してなんぞいるものかそれにまたあの首をくびるというのは一体どうしたことだろう一体あの子は何のつもりであんなことを言い出したんだろうあの男があの抱いたわけが首をくびるっていやこれは突き止める必要がある。 これが火でも突き止めなくちゃならん。そして、できるだけ早く万事を解決せにゃならん。洗いざらい解決をつけにゃならん。7、夫と丈夫が接吻し合う。彼は、突き止めることをひどく焦った。今朝俺は、ほうきに取られて、ぽかんとしていたんだ。本当に、今朝は、冷静に物を見るあま、ヒロがなかったんだ、と、彼は、 初めてリーザを見かけた時のことを思い出しながら考えた。だが今度こそは突き止めてやらなくちゃ。一刻も早く突き止めたい一心で、彼は、まことすぐに、ドルーソツキーの宿へやれと、虚者に命じかけたが、すぐ、それじゃ、請求すぎるわいと思い返した。いやいや、それよか、奴の方から出かけてらいるのを待った方が上策だ。俺は、その間に、 このいまいましい訴訟の一件を急いで片付けちまおう。そこで、彼は熱にでも浮かされたように、事件の整理に取り掛かった。ところが、間もなく、今日のような落ち着かぬ気持ちでは、とても、そんな仕事に手をつけるわけにはいかぬことに気がついた。彼が食事に出かけたのは5時だったが、その時になって不意とある、少子な想念が、初めて、 彼の頭を訪れた。待てよ、こうして、俺は、自分から、この事件にくちばしを突っ込んで、裁判所から、裁判所へとせかせか駆けずり、インタスへ、第四水準二の十二の十一たり、今では、もう俺を敬遠しかけている弁守氏を捕まえて、御宅を並べたりしているが、その実、俺は、ただ、事件の運びの邪魔をしているのに過ぎないのじゃあるまいか、と、 ふとそう思ったのである。彼は、この自分の推量が面白くなって、愉快そうにカラカラと笑った。ところで、もし、こんな考えが、昨日、俺の頭に浮かんだとしたら、俺は、定めし、ひどくしょげ返ったにそうやるまいて、と、彼はますます面白くなって、こうつけ足したところが、こうした愉快な気持ちになったにもかかわらず、その一方では、彼は、 ますます落ち着きのないイライラした気分になってゆくばかりだった。やがての果てには、過激な気持ちに沈んでしまった。平静を失った彼の想念は、次から次へといろんな題目に取りすがっていったが、結局のところ、彼が本当に求めているものは、一つとして捉えられはしなかった。俺に必要なのはあいつなんだ、あの男なんだ。と、彼は、 やがて弾案を下した。まず、あいつの謎を解かなくちゃならん。立ち弾するのは、その上でのことだ。ようしけつつだぞ。7時に、宿へ切ってみると、バーベル・バーブロビチがまだ来いていないので、ひどく意外な気がした。やがて、意外さは、ふんどに変りしばらくすると、今度は、がっかりと気落ちがして、来、とうとう。 しまいには心配になり始めた。わからない、わからない、ああ一体、この結末はどうつくんだろう。と、彼は、部屋の中を歩き、インタスへ、第四水準2の12の11、たり、安楽椅子に、ごろりと横になったりしながら、一刻も、時間から目を離さずに、そう繰り返した。そろそろ9時近くなって、やっとのことで。 パーベルパーブロビチが姿を見せたもしこの男が初めからいっぱい食わす気でいたのなら俺をやっつけるに今みたいな気えはまた都内に違いないご覧の通り俺は土うてなもうこんぐら買っているからなこんぐら買っているからなあままと急に元気づいて恐ろしくはしゃぎ出しながら彼は心に思ったなぜこんなにちくなったのかと 勢い込んだウキウキした調子で、ベリチャーニノフは浴びせかけたが、パーベル・パーブロヴィチは、妙に歪んだ微笑でそれに応え、昨夜とは打って変んった打ち解けた態度で、椅子に腰を下ろし、例の模章付きの帽子を、奇妙に、ぽいと、そばの椅子へ放った。ベリチャーニノフは、早くも相手の打ち解けた態度を見て取って、それを、まず胸に乗温だ。宣告までの興奮は、 どこへやら、しごく穏やかな口調で、余計な言葉は交えずに、彼は、まるで上役に報告でもするような調子で、リーザを先方へ送り届けた話から、向こうの人たちが、彼女を親切に迎えてくれた話、あそこの生活が、彼女にはどんなに役だか知れないということを物語るのだったが、そのうち、だんだんと、リーザのことは、まるで忘れてしまったようながをして、 目立たぬように話の向きを変えながらしまいにはボゴレーリチェフ一家のことに話を集中してしまったつまり実に機心のいい人たちであるとか自分がどんなに昔から彼らと馴染みであるかとかボゴレーリチェフという男がどんなに立派なのみならず有力な人物であるかとかそういった話をしだしたのであるバーベル・バーブロィチは 更新したような様子で耳を傾けていた。そして時々、じろりと上目を使って、気、難しげなずるるそうな薄笑いを浮かべて、相手を見合った。あなたは燃え立ちやすい方ですな、と、何か特別に嫌みったらしい微笑を浮かべては、つぶやくように言った。ところで、あなたは、今日は妙にひねくれてますね、と、ベリチャーニノフは、 さも信頼そうにやり返しただが、私だって、人並みにひねくれてみたってよさそうなもんですな。といきなり、部屋の隅から踊り出るような勢いで、パーベル・パーブロビチは、突然怒鳴り立てた。まるで、その一言をきっかけに踊り出してやると、待ち構えていたようであった。そりゃ全くお従いですがね、と、ベリチャーニノフは、にたりと笑った。 実は、何事かあなたの身にあったのじゃないかと思ったもんで。そりゃ、だいやりで、さあ。と、まるで何事かあったということを自慢するような興奮で、相手は叫び立てた。そりゃまた、何事がね。バーベル・パーブロビチは、ちょっと返事をためらったが、実はね、例によって、あのステパン・ミハイロビチに、まんまといっぱい食わされたんで。 ほら、あのバガウトフですよ。上流車へでの、チャキチャキのペテルブルグッジでさ。またしても原石不追送ったんですかねいや、そうじゃない。今度はどうぞお上がりくださいってわけでしてな、初めて中へ通されて、肺がんの栄えを得たんです。ただ、その、ご当たり人はもうじ者だったんで。な、なんですと バガウトフが死んだってと、ベリチャーニノフは、何もそんなにびっくりする義理合いも、なさそうなものを、ひどく仰天して叫び返した。その通り。思えば、この6年の間、変わらざる親友でした。それも、つい昨日、正午近くに亡くなったのを、私は夢にも知らなかったんです。考えてみると、私は、ちょうど、 その臨終の瞬間に時効未満いに訪ねていったわけでした。明日葬式を出して埋葬してしまうとかでもうおかんに入れてありました。おかんには暗闘色のビロードの覆いがかけてあって縁取りは金の組紐でしたっけ。そうそう死因は神強熱だったそうですよ。ちゃんと奥へ通されてすくづくと志願を吐いんで来いたんです。上がる時 個人の爆虐の友人だと名所打ったもので、それで奥まで通してもらえたんですな。ところで、あの男がこの木に及んで、やっと、六年間の変わらざる友情で結ばれた心からの友達になってくれたのは、これは一体どうしたわけでしょうかね。そこですよ、私の伺いたいのは。実を言うと、私の方はどうかというと、ただ、あの男に会いたいばかりに、 ペテルブルブグ山外までのこのこ出かけてらいたとも言えるんですからねだがあなたはなんだってあの男のことでそんなにプリプリしてるんですねとベリチャーニノフは笑い出したまさかあの男が恋と死んだんじゃあるまいしだから私だってこの通り哀悼の意を表しながらものを言ってるじゃありませんか 何者にもかえが難い親友でした。あの男は、私にとって、つまりこれだったんです。と言い、ザマパーベル・パーブロビチはいきなり全く出し抜けに、はげ上がった自分の額の上に、2本の指で額の形をこしらえて、駅車中。他人の妻と通ずることを、その両親に角を生やさせるという、この慣用句に基づく動作である。 少々で連続き的に人笑った。彼はものの三十秒ほどそうして角をこしらえたまま人笑いながら自分の独々しい鉄面ピさにさながらすえすいしたもののような目つきでじっとベリチャーニノフの目を覗き込みながら座っていた。こっちはまるでもう有料でも見たような具合にその場に釘付けになってしまった。しかし 彼の釘付けの定位は、ただ、ほんの一瞬間続いたに過ぎなかった。次の瞬間、ベリチャーニノフの口ほとりには、せせら笑うような、それでいて、鉄綿皮なほど落ち着きすました微笑の影が、緩やかに浮かび上がってきた。それは一体何のおつもりですかねと、彼は空とぼけて、また、言葉を長く引っ張りながら聞いた。これは核のつもりでさ、と、 バーベル・パーブロビチはズバリと切って返し、ようようのことで、額から指を離した。というと、あなたの格ですかいかにもこの私のです。私の授かり物なんですよ。と、バーベル・パーブロビチは、またもや実にいやらしいしかめ面を見せた。2人はしばらく無言だった。いや、これは、あなたも、なかなか勇敢な人だ。 ベリチャーニノフは口に出した。それは、私が、角をお目にかけたからですか時にどうです。アレクセイ・イバーノビチ、それよか何かご馳走してはいただけませんかなあなたが、ティーに、おいでの頃は、丸一年という、もの毎日のように、あんないいご馳走をしてあげたじゃありませんかねいっぱい産ませてくださいよ。喉がカラカラになっちまった。 ヨ語ゴザウスとも、そうならそうと、早くおっしゃってくださればよかったのに、時に、何をショウ上がりますかなショウ上がりますか、じゃありませんよ。何を一緒にやりましょうとおっしゃい。ねえ、一つ一緒に引路じゃありませんか、いかがですと挑みかかるような、それでいて、同時にまた、一種奇妙な不安そうな様子で、パーベル・パーブロビチは、 じっと彼の目に見入った。シャンパンにしますか出なくて何にしますかねまだ、ごとかの出る幕でもなし。ベリチャーニノフは、ゆっくりと立ち上がって、呼び鈴を鳴らして、マーブラを開花から呼び、酒の支度を命じた。喜ばしき再へをことほいで、祝杯をあげるわけですな。何しろあいみざること9年でしたからな、と。 入りもせぬ文句を、取ってつけたように、パーベル・パーブロビチは言って、くすくすとくり笑いをした。今じゃ、もうあなたが、いやあなたを一人だけが、私にとっての誠の友達というわけですからね。ステパン・ミハイロビチはガウトフ今や風呂しですからな。詩人の文句で言えばこうですよ。大いなるパトロクルスは、今やなく駅社中。 イリアット中のギリシャの勇士アキレスの親友でトロイ勢を追撃中ヘクトルのため付された癒しきテルシーテスはサンリケル駅社中トロイ港囲いのギリシャ人英雄で最も醜く悪で卑劣感ホメロスによればアキレスに殺されたというこのテルシーテスという言葉を口にした時彼は 自分の胸を指先でトンとついた。チェッ、この豚野郎め、さっさと腹の中をぶちまけたらいいじゃないか、もともと、俺はあてこすりは大嫌いなんだ、と、ベリチャーニノフは心に思った。肉年に胸は煮えくり返って、彼は、もう、宣告から、やっとのことで自生していたのである。ちょっと伺いますがね、と、彼は、さも、 イマイマしげに口を切ったそんなにまこと向かいからステパンミハイロビチを非難されるのでしたら彼は今ではもうこの男をバガウトフなどと呼び捨てにはしなかったそのあたりの侮辱者が死んだことはあなたには嬉しいはずじゃありませんかそれをなんだってあなたはプリプリしてるんですそりゃまたどんなうれしさですね んだってまた嬉しいんでしいでょう私はあなたの気持ちになってそう考えるだけですよ。えへへ、その点に席する限り、あなたは私の気持ちを誤解してらっしゃるですな。猿る賢人の言い草じゃないが、捨せる敵はよし、されど生ける敵はさらによし、てね、ふふ。だが、あなたは、その生ける敵なるものを、 確か、五年間も毎日見てらしたはずじゃありませんか。いい加減見飽きはしませんでしたかね、と、ベリチャーニノフは、そこ意地悪く、つけつけと切り込んだ。じゃ、その頃から、その頃から私が感づいてたとおっしゃるんですかと、突然、パーベル・パーブロビチは、またも休みから踊り出るような勢いで叫び立てた。その様子には、 ととうとう待ち構えていたという相手がかけてきたとでも言いたげな喜びの色さえ見えた。茶一帯あなたという人はアレクセイ・イバーノビチこの私をどんな人間だと思ってらっしゃるんですとにわかに彼の眼差しにはある全く新しい思いもかけぬような色がひらめいた。それは今までいやらしい執念ばかり作っていた。 独念に満ちるた彼の癌を、全く、別の癌付つきに変えてしまうほど激しいものであった。じゃ、あなたは、本当に何一つ感づかなかったんですかと、ベリチャーニノフは、あまりのことの意外さに、途方に暮れて口走った。どうして感づくはずがありましょう。感づくわけがないじゃありませんかおおユピテルの友柄、駅舎中。 自らを全知全能と思い上がった人々よだ。あなたにかかっちゃ、人間も犬っころと同じなんだ。何でもかでも、自分の脅威、両権で判断しようとなさる。さあ、これだ。これを、一つ鵜呑みにしてもらいましょうか。と言い、ざま、彼は、憤然として、テーブルを拳で叩いた。が、すぐさま、自分の方が、 その音にびっくりして、おどおどした目つきをした。ベリチャーニノフは、きっと相手を見返した。いや、パーベル・パーブロビチ、あなただってお分かりでしょうが、そもそもあなたが感づいておいでだったろうと、おいでででなかったろうと、私にとっては、全く、どっちだって、いいことじゃありませんかもし、あなたが知らずにおられるのなら、それは、なんと言っても、 「あなたの名誉になるんだしそれはそうと私にはどうも腑に落ちかねるんだがなんだってあなたは私なんぞを打ち明け話の長期役に選ばれたんですか?」「私は何もあなたのことを怒らないでください何もあなたのことを言ってるんじゃないんです」とパーベル・パーブロヴィチは目を落としてつぶやくように言った。 マーブラがシャンパンを持っては、行ってらいた。そうらいた。と、パーベル・パーブロビチは、一条の結露を見出した者の喜びを明らかに見せて、叫び立てた。コップは、姉さん、コップはどうしたね、よう、素敵、素敵。いや、もう、これで、何一つ不足はありませんよ。おまけに線までバついてあるんですかい大した気の利きようだ。 全く恐れ入ったね、べっぴんさん。じゃ、もう向こうへ行ってもよござんすよ。そして、みるみる勢いを盛り返して、またもや不敵な目つきをベリチャーニノフに注いだ。まあ白状するんですね。と、彼はいきなり忍び笑いをした。こういった話は、あなたにとって、実に、興味津々たるものがあるんでしょう。今おっしゃったように、全く。 どっちだっていいいこことどころじゃないんでしょうだからもし私がこのまま話を打ち切って今すぐ立ち上がって切ってしまったらあなたは定めししょぎ帰るに違いないですななあに平気ですよえ嘘つけバーベル・バーブロビチの微笑がそう言ったところでぼつぼつ始めましょうかと彼は 二つのグラスをなみなみとミつルした。乾杯をいたします。と、彼は、グラスを上げながら宣言した、天国に眠るともステパン・ミハイロビチの健康を祝す。彼は、グラスを上げて、グッドイン見干した。そんな乾杯は、ごめんをこうむりましょうと、ベリチャーニノフは、グラスを下に置いた。なぜですか愉快な乾杯じゃありませんか ねえ、あなたは、今ここへいらっしったとき、もうスいってらしたんじゃありませんかちょっとインってらいました。それがどうかしましたかねいや、別に何でもありませんがね。ただ、私には、あなたが、昨夜も今朝も、分けても、今朝などは、亡くなったナターリア・バシーリエブナのことを心から悲しんでおられるように見えたものでね。 で、今は家内のことを心から悲しんでいないと、どこの誰があなたに言いましたと、たちまち、パーベル・パーブロビチは、またもやゼンマイを引き抜つ彼でもしたように、踊りかかってきた。いや、私は、そんなことを言ってるんじゃない。ご自分でもお分かりのことと思うが、ステパン・ミハイロビチの一件は、ひょっとして、あなたの思い違いかもしれんですからね。 そして、何しろことは重大ですからな。パーベル・パーブロビチは、にやりとずるるそうに笑って、妙な目くばせをした。母は読めた。あなたは、この私が、どうして、ステパン・ミハイロビチのことを嗅ぎつけたか、それが知りたいと見えますな。ベリチャーニノフは、サットガンをわからめた。もう一度言わせてもらいますが、私には、 どっちであろうと同じことですよ、と言って、こいつめ、この酒瓶もろとも、今一思いに放り出せないもんかな、と、プリプリしてそう考え、そのためますます赤くなった。なあに、いいでさ。と、相手を力づけでもするように、パーベル・パーブロビチは言って、自分のグラスを再び見つれたした。じゃ、ただいますぐ、いかにして、私が、 一部始終を嗅ぎつけたかをお話しして、あなたのその日のような熱望をみつるたして差し上げることにしましょう。だって、何しろ、あなたは燃え立ちやすい方ですからね。アレクセイ・イバーノビチ、おそろしく燃え立ちやすい方ですからね。えへへ。時に、まず、タバコを一本いただきたいですな。というのは、この三月からこっち、私は。さあどうぞ。 3月からこっち、すっかり身を持ち崩しちまいましてね、アレクセイ・イバーノビチ。それというのも、みんな、こうしたことからなんですよではちょういていただくとしましょうかね。そもそもですな、あの肺病というやつは、あんたも先刻ご承知の通り、彼は、次第に恋しい、口の利きようを押し出した、誠に面白い病気でしてな。肺病患者というものは、 自分が明日死ぬなんてことは、夢にも考えずに、時々刻々に死に近づいていくものなんです。そこで、あのナターリア・バシーリエブナも、ご多門に漏れず、息を引き取る5時間前だというのに、もう2週間したら、40ロリ離れた町に住んでいるおばさんのところへ出かけるつもりでいたんです。それから、もう一つ、これは、たぶん、あなたもご存知のことと思うが、 世の婦人たちに共通ないやおそらくその婦人たちをめぐる新仕方にさえも共通な一つの習慣というよりむしろ悪臭がありますなつまりそれは連分に属する個保護を手元に食らっておくというやつですな安全なことを言ったら金路へ放り込むに越したことはないでしょうにねそうじゃありませんかなところが連中と来たら どんな紙くずの切れっぱしでも、ご招待時に、手ぶ庫こやり箱の中に、くらい込んでおくんです。それどころか、年代や日付や、ぶるいわけにして、バンコうまで打ってあるという始末なんです。そんなのが、ごあたり人にしてみりゃ、あ、よほど、心の慰めになるんでしょうかね。そこんところは私には分かりませんけど、とにかく楽しい、思い出のための所作には違いないですな。 さて、何しろ亡くなる5時間前までは、おばさんの誕生祝いに出かけるつもりでいたほどですから、ナターリア・バシーリエブナは、無論自分が死ぬなんてことは考えてもいませんでしたし、いよいよ息を引き取るという時まで、大変らず、コッホ先生の来られるのを待っていたようなわけです。そんな様子で、ナターリア・バシーリエブナが亡くなると、ラデント銀で象眼のしてある黒炭の手文庫が、 そのまま彼女の所宅の中に散ってしまったのです。それは妻が祖父から受け継いだいわば不訴訟津等の手文庫でしてね、ちゃんとこう鍵のかかるようになった、なかなか綺麗なものでしたよ。ところでです、実にこの手文庫からして一切の事情が暴露することになったんですよ。つまり何もかも洗いざらい。 およそこの20年来あったことが一つさんらず、ご丁寧に日付分け年代分けになって、ばれちまったんです。おまけにまた、あのステパン・ミハイロビチという男が、すこぶる文学好きと来てたもんでね、一編の、すこぶる情熱的な恋愛小説をものして、雑誌に投稿したことさえあるくらいですから、ふ段の手文庫に初見された、彼の作品は、百編に何々とするといった始末でしてね。 最も5年の月日でしたからな中にはナターリア・バシーリエブナがテスから蛮行を記入したやつまでありましたっけでどうでしょうなこんなことは一対両人の身にとって愉快なことでしょうかねどうお考えですかな、ね、ベリチャーニノフは素早く当時のことを思い合わせて自分が一通の手紙も一通の悟る絵描きも ついぞナターリア・バシーリエブナ宛てに出したサトル絵のないことを確かめた。ペテルブルグへ舞い戻ってからは、なるほど、手紙を二通出すには出したが、それは、かねての申し合わせに従って、上書きを夫妻連盟にしておいたのである。また、オフツバコを宣言してきたナターリア・バシーリエブナの最後の手紙には、彼は返事も出さなかった。物語を終えたパーベル・パーブロビチは、 1>, たっぷり1分間は口をつぐんでニヤニヤと押しつけがましい微笑を口ほとりに漂わし相手の返事を案に促すのであったどうしてあなたは私の質問に返事をなさらないんですねととうとうしびれを切らして苦痛の色をありありと浮かべながら彼は口走ったとおっしゃるとどんな質問でしたっけそれ 手文庫の蓋を開いた夫の気持ちが、愉快なものかどうかということですよ。おやおや、それが私の知ったことですかい。と、ベリチャーニノフは、にがにがしげに片手を振り、椅子を離れて、部屋の中をあちこち歩き始めた。して、私は相手団子としますがね、あなたは、今、私のことを、自分から信取られの一件をシャーシャーと白状するなんて。 この汚らわしい豚野郎め、とお考えですね。え、へ。なんとも、早口やかましい人だな、あなたという人は。そんなことは、ちっとも思っちゃいませんよ。それどころか、あなたの方が、辺りの侮辱者に死なれて、恐ろしく気が立っていらっしゃるんですよ。おまけに酒もやりすぎておられるようだ。もっとも私としちゃ、それも、これも、 そうそうご無理のない次第だと思いますがね。あなたが生きたバガウトフを求めてらっしゃった気持ちは、私には実によくわかるんです。だから、あなたのご無念さはさぞかしと察し入る次第ですがね。ただ、だが、そのあなたのご見解によると、私はなんでバガウトフを求めていたことになるんですかそれは、私の知ったことじゃないですが、 いや、てっきり、ケツツのことをおっしゃってらしたんでしょうチェックらない。ベリチャーニノフは、ますます自制を失ってきた。私の考えていたのは、これですよ。つまり、いやしくも真摯たるものは、こうした場合にあっても、茶番じみた真言や、苦にもつかないお芝居や、少子線ゆろずな口や、江戸の出そうなあてこすりや、 そういった仕事にまで身を落とすことはあえてしないものだ。なぜって、それじゃ、ますます、恥の上塗りになるばかりですからね。それより、正々堂々と正面切って行動するものだ、と思うんですよ、紳士としてね。ほほうなるほど。ですが、この私が紳士なんかじゃないとしたらどうなりますねそれも、やはり私の知ったことじゃないですな。 それはそうと、そういうことのあったあとで、生きたバガウトフがあなたにいるようになったのは一帯同したわけなんですいや、それは、ほんの一目でも、友達の眼が,が見たかっただけですよ。まあ一本買って、共に杯をあげたかったんですな。あの男があなたといっぱいやろうとは思えませんな。そりゃまたなぜね。 ノブブレセ・オブリジェエキシャチュー・貴族の対面にかかわるですかねだが現にあなただってこうして私と寒いで飲んでおられるじゃありませんかあの男のどこがあなたより立派だと言うんです私はあなたといっぱいやった悟りではありませんよ何だってまたあなたは急にそんなに高慢になられたんです メリチャーニノフはいきなりインったような神教室な笑いシを立ててへっふん、あんたという人は実にその一種肉食型の人ですな実を言うと今の今まであなたは一回の永遠の夫に過ぎんと思ってたんだがなかなかどうしてそりゃ何のことですその永遠の夫っていうのは パーベル・パーブロビチは、がぜんちょうき耳を立てた。いや、なに、夫の一つの方なんですがね、説明すると長くなります。それよかそろそろ引き上げていただきましょうか。もう切ってお休みになる時刻ですよ。あんたにはうんざりしましたよ。それに、その肉食っていうのは、どういうことです。今、確か肉食型とかおっしゃいましたね。 おっしゃいましたね。わまま。ええ、言いましたよ。あなたは肉食型だってね。あなたに対する帳場としてね。で、その肉食型っていうのは、一体どういう意味なんです話してくださいよ。アレクセイ・イバーノビチ、お願いです。5章です。いや、もう沢山だ。沢山ですよ。と、急に。 またもや、恐ろしく腹を立てて、ベリチャーニノフは怒鳴った、もうおきんなさい、出て行ってください。どっこい、沢山じゃないですよ、と、パーベル・パーブロビチも、奮然として踊り上がった。余心は、私の方でも、あなたにうんざりしているにしても、まだまだ沢山どころの葬儀じゃありませんや。だって、私たちは、まずいっぱいやらなけりゃならんですからね。 プロジット、カチンと行かなけりゃならんのですからね。それがサインなら引き上げますがね、今んところはまだまだでさ。パーベル・パーブロビチ、あなたは、今夜ここを出てうせてくださるんですかいなですか、おうですかそりゃ、いかにも出てうせてはあげますがね。その前に、まずいっぱい行きましょうや。あなたは、この私とは言いみたくないとおっしゃったが、 私の方じゃまた、この私といっぱい付き合っていただきたいんですよ。彼は、もう、道家の面を外していた。エヘラ笑いもしていなかった。またしても、にわかに、彼の僧帽は一変してしまい、つい今し方までのパーベル・パーブロビチの姿や調子とは、似ても似つかぬものになってしまったので、さすがのベリチャーニノフも、すっかり見当がつかなくなった。 見ましょう、アレクセイ・イバーノビチ。嫌だなんて言わないでさ。と、バーベル・バーブロビチは、ぎゅっと、彼の手首をつかみ、異様な目つきで、相手のがに見入りながら、言葉を続けた。それで見ると、ただの乾杯だけの話でないことは明らかだった。じゃあ、やりますか、と、相手はつぶやくように言った。だが、肝心の酒が、インミカスじゃ。 ちょうど二杯分さんってる。きれいなインみかすがね。じゃあ、インりましょう。カチンと行きましょうぜ。さ、どうぞ杯をお取りなすって。二人は、クラスを打ち合わせて、グッドン見干した。さあ、こうなった以上は、もうこうなった以上は、ああ。と、パーベル・パーブロビチは、やにわに、片手で額をひっつかんで、 作病ののの間そのままの姿勢でいたベリチャーニノフは今こそいよいよ相手が最後の言葉を吐き出そうとしているとそんな気灰を漠然と感じたしかしパーベル・パーブロビチは一言も言い出さなかった彼はただベリチャーニノフをじろりと一別してまたもや宣告のようににやりと狡猾そうな目くばせでもするような微笑を 口元一杯に静かに浮かべただけであった。一体、あなたは、この私にどうしろと言うんです。エースイフツイの先生。私をからかうんですね。と、ベリチャーニノフは、チダンダを踏んで、狂気のように怒鳴った。まあ、お静かに、お静かに、なんだってそうがなるんですと、パーベル・パーブロビチは、慌てて片手を振った。からかうなんて。 とんででもない子ですよあなたにはお分かりですか今ではあなたが私にとってそれこの通りの法になられたことがですよ。というが早いかいきなり彼の手を取って唇を押し当てた。メリチャーニノフははっと思う暇もなかった。今じゃあなたは私にとってこういう方なんですよ。じゃあもう。 ここらで出てうせるとしましょうかな。ああ、ちょっと、ちょっと待ってください。と、ベリチャーニノフは、我に返って、呼び止めた、つい申し忘れたんですが、バーベル・バーブロビチは、戸口でくるりと振り返った。つまりですね、と、ベリチャーニノフは、恐ろしく、早口に、がをあからめて、全くそっぽを向いたまま、つぶやくように始めた。 あなたは、明日は、どうしても、ポゴレーリセフの家へガを出さなきゃいけませんね、お近づき作りお来いにってわけですが、どうしてもね。行きますとも、ひつらず行きますよ、ちゃーんと承知の助で、さあ。と、わざわざ念を押すには及ばんという印に、片手を素早く振りながら、待ってましたと言わんばかりの勢いで、パーベル・パーブロビチは、相手の言葉を引き取った。 おまけにリーザさんも、あなたのおいでを待ち焦がれていますからね。私は連れてくると約束をリーザと、バーベルバーブロビチは、やにわにまた振り返ったリーザですと、だが、あなたは、ご存知ですかな、あのリーザが私にとって何者であったかということを、をかつて何者であり、現に今何者であるかということを、をいいですか。 かつてあり、現にある、ですよ。と、彼は、ほとんど強戦ばかりの手位で、急に叫び立てた、だが、へっ、そりゃ、まあ、あと、インタスへ、第四水準2の十二の十一、死でさ。その方は、一切、あと、インタスへ、第四水準2の十二の十一、死にしましょうぜ。さしあたってはと、実はね、アレクセイ・イバーノビチ。 あんたと乾杯しただけじゃ、どうも私は物足りないんですがね。もう一つ、ぜひとも長期とどけていただきたいお願いがあるんですよ。彼は、そばの椅子に帽子を置くと、また最善のように、少々息を切らしながら彼を見つめた。私にキスしてください、アレクセイ・イバーノビチと、出し抜けに彼は切り出した。吸いっていますね。 こっちは叫んで、ダジダジとなった。いかにもスイッチャーおりますがね、それはとにかく、キスしてください。アレクセイ・イバーノビチ、さあ、キスしてくださいったら、私だって、今しがた、あなたの手にキスしたじゃありませんか。アレクセイ・イバーノビチは、混合の一撃を眉間にくらいでもしたように、しばらくは口も聞けなかった。が、突然、 彼は自分の肩までしかないパーベル・パーブロビチの方へ身をかがめてその唇に接吻したひどく酒臭かったとはいえ彼は自分が相手に接吻したということをひつらずしもはっきり意識していたわけではなかったさあやっと今だからこそやっとと水面をギラギラ光らせながら再び狂戦ばかりの衰退を表して パーベル・パーブロビチは叫び立てた。今だからこそ言いますがね、あの時、私は、こう考えたもんでさ、あの男も、本当にそうなんだろうかもし、あの男も、あの男までそうだったとしたら、この先誰一人として、信用はおけんことになる。ってね。パーベル・パーブロビチは、急に性を上げて泣き出した。だから、 わかってくださるでしょうね今じゃ本当の友達はあなた一人だということがねそう言うと彼は帽子を抱えて逃げるように部屋を出て行ってしまったベリチャーニノフはゆうべのパーベル・パーブロビチの最初の来訪のあとと同じくまたもや作文館一つ場所にじっと立ち尽くしていたええ、相手は どうせすいっぱらいの抱いたわけだ。それだけの話さ。彼は片手を振った。断じてそれだけの話さ。と、やがて服を脱いで、新床に横になったとき、彼は、力を込めて、もう一度繰り返した。8. リーザの病気。あくる朝、ベリチャーニノフは、ボゴレーリゼフカへ行くため。 きっと遅れずにライルと約束したパーベル・パーブロビチを待ち受けながら、部屋の中をあちこち歩き、インタスへ、第四水準2の12の11、では、コーヒーをちびりちびりやったり、タバコをふかしたりしていた。その感中、絶えず、彼は、自分が朝ふと目覚めて、その前夜、己のほうぺたに受けた平手打ちのことを、絶えずじりじりと思い出している男に、 つくづく似ているなと思えてならなかった。ふうむ、さては、あいつめごとの真相を知りばついてるんだな、そして、リーザをだしに使って、俺に復讐を企んでるんだな。と、彼はぞっとしながら思った。哀れな幼女の愛らしい面影が、ふと物悲しく、彼の目の前を横切った。今日、それも、ほどなく、もう2時間もすれば。 俺のリーザに会えるんだと思うと彼の胸は激しく高鳴り始めた。ええー、この上何の文句があるんだと彼は熱を込めて誕生した。これこそ俺の生活の全部じゃないか。俺の目的の全部じゃないか平手打ちがなんだ。ジメジメした追憶がなんだ。俺のこれまでの生活ときたら一体何のざまだ 困難と悲哀だけだったじゃないか。ところが、今じゃ、まるで別物だ。新規一転だ。だが、こうした有頂天な気持ちにもかかわらず、彼は、ますます憂鬱になってゆくばかりだった。あいつは、リーザを出しに使って、俺を苦しめようというのだ。これは明白だ。だからこそ、リーザをあんなにむごるんだ。つまり、それでもって、 過去の一切に対して、俺に返法しようって魂いたんなんだ。フーム、もちろん、この俺としちゃ、昨夜のような、乱暴な誠におやつが仕掛けてくるのを、そのまま許しておくわけにはゆかんて、彼は、さっと感をわからめた。だが、しかし、これは、どうだ、まだやってらいないわい。もう十二時だというのに。彼は、 じじりりしながら12時半まで待った胸の苦悶はますます激しくなるばかりだった。バーベル・パーブロビチは姿を見せない。とうとう、しまいに、ずっと前から、彼の胸に首をもたげていた想念、つまり、あの男は、またもや昨夜のような不意打ちを食わせたいばかりに、わざとやってらえないつもりだなという想念が、彼を、奮劇の曲に追い込んでしまった。 奴は知ってるんだ。俺の行動が、奴の手中に握られてることを。それから、このまま行かずにいれば、あのリーサがどうなるかということも。だが、奴を連れずに、どうして、この俺が、おめおめと、あの子の前へ出られよう。とうとう待ちきれなくなって、きっかり、中の一時に、自分から、ポクローフスキーホテルへ馬車を送った。 宿の者に尋ねると、パーベル・パーブロビチは、昨夜はとうとうおきりがなく、今朝8時過ぎに切って見えたが、ものの15分も経たぬうちに、またお出かけになった、という話だった。ベリチャーニノフは、パーベル・パーブロビチの部屋の戸口に突っ立って、女中の話を聞きながら、城の降りてるドアの取っ手を、無意識のうちにひねってみたり、押したり引っ張ったりしていた。 ふとわれに帰ると、彼は、ペットつばを吐いて、錠前を思い切り、マリア水イ,イブナのところへ、案内を頼んだ。だが、彼の泣いたことを耳にすると、自分からいそいそと出てらいた。この女は、気立てのいい女房だった。メリチャーニノフが後になって、この女との話の顛末を、クラーブジやペトローブナに伝えた時の形容に従えば、 高尚な感情を備えた女房であった。昨日、あの長ちゃんを連れて行った先の守備を手短に問い進してからマリアスイソエブナはすぐさまパーブロビチの行場に話題を向けた。その言葉を借りて言うとあの娘っ子さんさえいなけりゃとうにあんな男は追った手を食わしてやるんですよ。ホテルから。 この翼屋へ無理やりに移ってもらったのも、実を申せば、あまりと見かねる振る舞いが多いからなんでございますよ。一体あなた、物心のついた子供のいるところへ、より夜中変な女を連れ込むなんて、なんぼなんでもひどすぎるじゃありませんかね。おい、この女はな、俺の気持ち一つで、お前のお母ちゃんになる人だぞ。とこう怒鳴るんでございますよ。おまけにどうでしょうね。 その右女と来た日にはあの男の鼻面へ、ペット唾を吐きかけたんですからね。そして、お前さんが、あたいの娘なもんかね、お前さんなんか、裏なりの鬼子だよ、って、こうなんですよ。まさか、そんなことがと、ベリチャーニノフは目を丸くした。この耳でちゃんと聞いたんです。いくら水分つっていて、まるで生体がないからと言って、 そんな誠にを子供の前でしていいものですかね。何ぼと支はも行かない子供だといっても、それなりに、ちゃんと、ものの見分けはつくんですからね。長ょうっちゃんは、しくしく泣いて、まるでもう生きた心地もないほどのモダようなんですよ。それからまた、近頃のこと、この屋敷の中で大ごとが持ち上がりましてね。なんでも、人の話じゃ。 議員さんだとカナニさんだとかいう話でしたがね、その男が、晩働がいて、ホテルの一軒を借りたかと思うと、明くる朝には、もうブランコ王女をしちまったんですよ。お金をすっかり使い果たした曲のことだとかいう話でしたがね。どやどやと人だかりがする。ちょうど、パーベル・パーブロビチが留守だったものですから、あの子は、鬼のいない間というわけで。 そのほとりを駆けずり、インタスへ、第四水準2の12の11、っていたんですね。私が見ていると、あの子は、その部屋の廊下で、ぎっしりの人垣の間から、その悠々を覗いてるじゃありませんか。さも不思議だと言った眼つきで、首吊り陣を眺めているんですよ。私はびっくりして、大急ぎでこっちへ引っ張って泣いたんですがね。まあどうでしょう。あなた、あの子は、 もう、未体重ブルブル震えがらいて、まるで土色になってるんですよ。おまけに、やっとここまで連れてらいたと思うと、そのままばったり倒れちまったんです。それから、まあそのもがき、インタスへ、第4水準2の12の11、ることといったら、あなた。でも、そのうちに、やっとのことで気がついてくれましたんですよ。きっと強風かなんかにとっつかれたんでしょう。 その時からドット心ついてしまったんですの。やがてあの人が話を聞いて切ってらいる。それからが大変。もうむやみやたらにつねり、インタスへ第4水準2の12の11すんです。あの人はめったに手を挙げることはない代わりにもうひどくつねるのが癖でしてね。しばらくすると今度はいっぱい引っ掛けて切ってらいてからに。 そばへよるなりおどし文句を並べたもんなんですよ。俺も首をくくるぞ。お前が悪いばっかりに首をくくっちまうぞ。それこのひもであの窓掛けのとこで首をくくっちまうぞ。でそう言いましてねあの子の目の前でわざわざ輪を結んで見せるんですよ。あの子はかわいそうにもう人心ごこちも何もなくなってちいちゃな手であの人の袖にしがみついてね。 わめき立てる始末なんですよもうしないわ、もうきっとしないわ、ってね。みじめで、とても見ちゃいられませんでしたわ。いられませんでしたわ。わまま。ベリチャーニノフは、何か、異様な話を聞かされることと、さてるさとるはしていたものの、この話には、すっかり、もう博多をがつかれてしまって、しばらくは本当にすることもできなかった。 マリア・スイソエブナは、なおも言葉を継いで、次々に、いろんな話をして聞かせた。例えば、ある時のごときは、幸い、そばにマリア・スイソエブナがいたからよかったものの、さもない日には、リーザは、きっと窓から飛び降り、自殺をずったに違いない、とも言った。彼は、まるで、自分までが、スイフツ、多様な気持ちになって、その宿屋の門を出た。 用しあい詰め、ステッキでお売り殺してやるぞ、犬っころみたいに、同天王があんとな。そんな文句が頭にちらつくのだった。そして、彼は、長いこと、その文句を繰り返し繰り返し吐いていた。彼は、辻馬車を雇って、ポゴレーリチェフの家を目指した。そろそろ郊外へかかろうという頃、溝川にかかった小橋のたもとの四つ辻で、馬車は、 停車をそのなくされてし,まったそのいしを長い葬式の行列がやっとすりばつけるようにして渡っているところであった。橋の向こう側にもこちら側にも幾くてなかの馬車がひしめきあって葬列の渡りをえるのを待っていた。歩行者もやはりせかれていた。なかなか立派な葬式でおかに従った馬車の列は延々と打ち連なっていた。 ところが、驚いたことには、それらの馬車の一つの窓から、パーベル・パーブロビチの眼が、いきなり、ベリチャーニノフの目に飛びついてらいたのである。もし、このとき、ーベル・パーブロビチが、馬車の窓から身を絞り出して、にやりとうなずいて見せなかったなら、彼は、自分の目を信じなかったにそういなかった。うち見たところ、彼は、 ベリチャーニノフが目に留まったことをひどく喜んでいるらしく、馬車の中からおいでおいでをし始めたほどであった。ベリチャーニノフは馬車を飛び降りると、人垣を無理やりにかき分け、警官の制止を振り切って、パーベル・パーブロビチの馬車が、その時はもう橋にかかっていたにもかかわらず、その窓のところへ走せ寄った。中には、バーベル・バーブロビチが一人いるだけだった。 こりゃどうしたことですとベリチャーニノフは怒鳴りつけた「なぜあなた笑いなかったんですなんだってこんな中にいるんです?」「義理を果たしてるところですよ」「まあお静かにそうが成り立てないで義理を果たしてるところなんですから」とパーベル・パーブロビチは面白そうに目を細めて見せながらクスクス笑い出した。 爆虐のトム・ステパン・ミハイロビチの哀れ無情なる亡きを、こうして送っていくところですよ。バカバカしい。ええ、この院だクレのヘベレケ先生。ベリチャーニノフは、一瞬、我にもあらずたじろいだが、すぐまた、前より、一層の態勢で怒鳴り立てた。さあ降りるんです。そして、私の車に勝利りなさい。さあすぐ。 そりゃできませんな何しろ義理を引きずり出しますぜとメリチャーニノフは吠え立てたそんなことをしたら悲鳴をあげますよ悲鳴をねとバーベルバーブロヴィチはあいへんらず面白そうにくすくす笑いながらおうしゅうしたまるで遊戯でもしているような調子だったがそのくせ座席の向こうの隅へ身をにじりずさったサーキー。 引き殺されたらどうすると警官が叫んだそう言われて気がついてみるとちょうどこの馬車が橋を渡りきったところだったがその時誰かよその人の馬車が行列を無理やりに突っ切ったため大葬儀が持ち上がっていたのであるメリチャーニノフがやむを得ず飛びずさるとたちまちのうちにいろんな馬車や群衆が割り込んでらいて 彼はぐんぐんと押し隔てられてしまった。彼はペットつばを吐くと、そのまま自分の馬車へ引き返した。まあいいさ、どうせあんな男を連れて行くわけにはいかんからな。と、驚愕のあまり、胸葬儀の、まだ、収むまらぬ状態で、彼はそう考えた。やがて、彼がクラーブジやペトローブナに行って、マリア水素エブナから聞いた話や、 今しがたの葬列の中での奇怪な開口のことを伝えると、夫人は、すっかり物思いに沈んでしまった。私、あなたのことが心配ですわ、と彼女は言った。あなたは、その方との関係を一切お立ちにならないといけませんわ。それも、なるべく早い方がよござんすわ。なあに、いいんだくれの抱いたわけですよ。それだけの話ですよ。 と、ベリチャーニノフは、むっとしてやり返した。そんなことをしたら、私があいつを怖がってることになりますあね。それに、リーザというものがあるのに、どうして、あいつと関係を絶つなんてことができましょう。少しは、リーザのことも考えてくださいよ。一方、リーザはというと、病気で死んでいたのである。昨日の晩型から熱が出たので、 今朝は夜が明けるのも待ちかねるようにして、とえ、急ぎの使いを出して、ある有名な医者を迎えにやった。その医者の到着を待っているところなのであった。またもや降って湧いたこの出来事に、ベリチャーニノフは、もう、すっかりめちゃくちゃになってしまった。クラーブジアペトローブナは、彼を病床へ案内した。私は、昨日、 じっとあの子を見ていましたんですけどねと彼女はリーザの部屋の前で立ち止まって相手に注意するような口調で言い出した傲慢なき難しい子ですことねあの子は私どものところにいるのが恥ずかしいんですのよそれにまた父親にぽいと捨てられたことがねそれが今度の病気のもとだと私は思いますわ捨てたなんだ あなたは捨てたなんてお考えになるんですだってそうじゃありませんのあの子をこうして見も知らぬ家へそれもあなたのようなやっぱり見も知らぬ人同然のほうというより今のような関係にある方と一緒に平気で手放してよこすんですものだがあの子を連れ出したのはこの私なんですよ私が力ずくで連れ出して泣いたんですよ 私には別に不都合があろうとも。まあまあ、あなたはまだそんなことを。そこに不都合があることくらい、年葉もゆかぬあのリーザだって、ちゃんと身ばついていますことよ。私の考えでは、あの人は、点で、ここへ寄りつきもしまいと思いますわ。ベリチャーニノフが一人で来いたのを見ても、リーザは別に驚きもしなかった。 彼女は、ニッと悲しげな微笑を漏らすと、そのまま熱にほてった自分の頭を、壁の方へ向けてしまった。メリチャーニノフのオズオズした慰めの言葉にも、明日は、きっとお父さんを連れてらいるからという、熱心込めた約束にも、彼女は、一言も返事をしなかった。病室を出ながら、彼は、突然ショを上げて泣き出した。医者は、 夕方になって、やっと到着した。患者の診察が冴むと、彼は、最初の一言で、まず、一同の旅談を抜いてしまった。こんな手遅れにならんうちに、なぜ早く呼んでくださらなかったか、ととがめるように言い放ったのである。それに応えて、つい昨夜発病したばかりだと説明してやっても、彼は、初めのうちは、本当にしなかった。まあ 今夜の模様次第と見るほかはありませんな、とどのつまり、彼は、相談上して、医者としての注意を与え終わると、明日は、なるべく早く伺いますと言い算して、切って行った。ベリチャーニノフは、なんとしても、今夜はここに泊まりたかった。ところが、さっき、あんなことを言ったクラーブジやペトローブナが、今度は、自分の方から、 あの人気人を引っ張ってライル試みをもう一度やってごらんなさいと言い出してどうしても聞かなかったもう一度ですととのぼせ上がっているベリチャーニノフはオウム返しに聞き返したよし来た今度こそは踏んじばってこの手でひっ位でライテを目にかけますよパーベル・パーブロビチを踏んじばって我が手でひっ位でライルというそうは たちまちのうちに彼をいても立ってもおられぬほど激しく捕らえてしまった。今じゃもうあの男に対して裁判なんて気持ちはこれっばかりもしませんよ。これっばかりもねと彼はクラーブジやペトローブナに別れの挨拶をしながら言うのだった。昨日私がここでしたあの卑屈なみそみそした言葉はみんなもう打ち消しです。と彼は プリプリしながら付け加えた。リーザは目を閉じて伏せっていた。どうやら眠っているらしく持ち直してきたように見受けられた。着る前にせめて着物の端にでも接吻しようと思ってベリチャーニノフがそっと彼女の頭の方へ身をかがめたとき彼女はまるで待ち受けていたように不意にぱっちり目を見開いてこうささやくように言った。 私を連れてってっそれは物静かな悲しげな願いで昨日の興奮などは跡形も見えなかったがまた同時にとてもこの願いが長期解けてはもらえないことを自分でも深く信じているような一種諦めの響きがこもっていたそしてメリチャーニノフが絶対絶命の気持ちでそれは とてもできない相談だということを時にかかるが早いか、彼女は、僕って目を閉じてしまい、まるで、彼には、耳も目も貸さないといったふうに、それっきり、一言も口をきかなかった。馬車が街へ入ると、彼は、まことすぐにポクローフスキーホテルへ勝利つけろと命じた。もう夜の十時だったが、バーベル・バーブロビチは宿にいなかった。ベリチャーニノフは、 病的にじりじりしてくる心を無理に抑えて廊下を行きつもどりつしながら半時間はたっぷり待ったマリア・スイソエブナは見るに見かねてパーベル・パーブロビチは夜の明けるまではとても切ってないまいと団子とする始末だったじゃ俺も夜明けに出直してナイルとしようとベリチャーニノフは決心してしぶしぶ我が家へ切ったところがまだ 自分の部屋に入らぬ先に、マーブラの口から、昨夜のお客が、10時前からおきりを待っていらっしゃいますよと聞かされた時の、彼の驚きはどうだったろう。私どものとこでお茶を召し上がって、それからまた、お酒を買いにおやりになって、そのお題に、青札を1枚くださいましたよ。Q、有料。パーベル・パーブロビチは、さも、居心地よ。 手におみこしを据えていた。昨夜と同じ椅子に腰を下ろしてくわえたばことされながら酒瓶を傾けて4杯目の最後のグラスをつれたしているところだった土瓶とインミサシのコップが卓上のすぐ手近のところに置いてあるまこと赤に色あげのできたガンは柔和そうにてらてらしていたおまけに夏ばらしく上着を脱いで直帰一つになっていた いやあ、これは、ついご公儀に甘えましてな。と、彼は、ベリチャーニノフの姿を見ると、上着を引っ掛けようと急いで、席を立ちながら、大勢を上げた、つかの間の陥落をひとしおらしめんとて、かは上着を取り、ベリチャーニノフは、ものすごい剣幕で詰め寄ってらいた。あなたは、まだ世紀が3っていますかねまだ話が通じますかね バーベル・バーブロビチは、いささかドギマギした。いや、その、まだそれほどでも。防御を忍んでいっぱいやりましたがね。しかしまだそれほどでも。私の言うことがわかりますかね。それを伺いに書くは3上。よろしい。じゃあ、のっけからビシビシやりますがね。まず、第1に、あんたはろくでなしだ。 メリチャーニノフは吐き出すようなショウで怒鳴りつけた。のっけからそれじゃあ、おしまいにはどうなりますかねと、パーベル・パーブロビチは、ひどく恐れをなしたらしく、情けないショウで、異議の申し立てにかかったが、メリチャーニノフは、耳も貸さずに怒鳴り立てた。あんたの娘さんは死にかけてるんですよ。病気なんですよ。あんたは、あの子を捨てたんですか 捨てたんんじゃないんですか死にかけてるって、そりやまた本当ですか病気も病気、極めて重体なんです。いや、たぶん、例のちょっとした発作で、バカなことを、あの子は木は、めって重体なんです。それでなくても、あなたは、当然、癌を出すべき。お礼を申し上げにね。 おもてなしに預かったご来をゴンにね。もとより百も承知でさ。アレクセイ・リバーノィチ。まあ聞いてくださいよ、と言い、ざま、彼はいきなり両手で持って、相手の手首をしっかと捉え、水管特有の感動に、危うく涙をこぼさんばかりの手入れ、まるで謝罪でもするような調子で叫び立てた。アレクセイ・リバーノィチ。まあお静かに、お静かに。よしんば、 この私がですな、くたばったにしたところで、たった今、ぐでんぐでんのまま、根葉川へはまり込んだにしたところで、目下の局面から見て、別に、大したこともないじゃありませんかそれにまた、ボゴレーリゼフさんのところなら、行こうと思えばいつだって行けるんですし。ベリチャーニノフは、はっと気づいて、腹の気を少し押さえつけた。あなたは吸いっておいでですよ。 だから私にはあなたがそんなことをおっしゃる意味が飲み込めないのですと彼はげんかな口調で言い出したあなたととっくり話し合うためなら私はいついつでも時間を割く用意がありますよそれもなるべく早くとさえ思ってるんですだから現に今もあなたのお宿へいやそれはそうと今日はダメですよ そんなことより、まず、私は、猛ダンをたる手段を取ることに決めたんです。つまり、あなたは、今晩ここに泊まるんですよ。明日の朝になったら、私は、あなたを連れて、あの家へ行きます。断じて話さんですぞ。と、またもや彼はわめきたて始めた。あんたを縛り上げて、両手で抱えて持っていくんだ。ところで、 その安楽椅子で死んだれますかと息を切らしながら彼は自分が死んぬことにしている安楽椅子のちょうど反対の壁際にある幅の広いふかふかした安楽椅子を指した。死んだられる男じゃありませんよ。私はもうどこでも。どこでもじゃありません。その安楽椅子になさい。さあ受け取ってくださいよ。ソーラしきそれからよ儀。 マクラといったものを、メリチャーニノフは戸棚から引きずり出して、おとなしく手を差し出しているパーベル・パーブロビチめがけて、大急ぎでポンポン放り出した、すぐ床を取るんです。床を取るんですよ。新道具を抱えさせられたパーベル・パーブロビチは、水目朦朧とした眼に吸い、どれにつきものの、だらだらした微笑を浮かべて、さも決心しかねたといった様子で。 部屋の真中にずっ立ったていたが、ベリチャーニノフの2度目の大活に会うと、急に、そそくさと、全速力で支度に取り掛かり、高子を横へ肩寄せ、夫婦言いながら、敷布を広げて敷き始めた。ベリチャーニノフは、そばへ寄って、泣いて、鉄刀ってやった。客のびっくり仰天した竜王と、その従順な様子に、彼は幾分留を下げたのである。 その酒きを干して、横におなりなさいと、彼は、また命令を下した。命令せずにはいられない気持ちだったのだ。一体、その酒は、あなたが買いにやったんですかねええ、私が買いに。私は、その、アレクセイ・イバーノビチ、とても、もう、あなたが買いにやってはくださるまいと思ったもんでね。 それをご存知なのは結構。だが、ついでのことに、その先まで心得ておいていただきたいもんですね。もう一度繰り返して申し上げときますがね、私は、猛弾をたる手段を取ることに決めたんですよ。つまり、ですな、あんな道化芝居の誠になんかすると、今度こそは承知しませんよ。昨夜みたいなスイッた紛れの接吻なんか、もう我慢はしませんよ。 そのことなら、アレクセイ・イバーノビチ、私だって心得てますよ。あんなことは、ただの一度しか許されないことだぐらいはね、と、バーベル・バーブロビチは、にやりと笑った。この返事を耳にすると、部屋の中を大股に歩き、インタスへ、第4水準2の12の11、っていたベリチャーニノフは、小ョと言ってもいいほどの真面目腐った眼ンきで、急に、 パーベル・パーブロビチの前に歩を止めた。パーベル・パーブロビチ、ごまかさずに本音をお吐きなさい。あなたは利口な方だ。これは、繰り返し認めることを躊躇しません。だが、はっきり申し上げますがね、あなたは道を踏み違えておられるんだ。思ったことを、まっすぐに口になさい。思ったことを、まっすぐに行動にお移しなさい。そうなったら、私も、 お望みのことは何なりとお答えしますよ。これはしかとお約束します。パーベル・パーブロヴィチは、例のだらしない微笑で、にやりと笑った。それを見ただけで、ベリチャーニノフはカッとなってしまった。やめなさい。と、彼は、また怒鳴り出した。ごまかそうたって駄目ですよ。あんたの腹の底は見通しなんだ。もう一度言いますがね、私は。 何な,なりと喜んでお返事をするって、ちゃんと約束したんですよ。つまり、お返事のできることなら、どんなことでも申し上げて、ごみつる足の行くようにするつもりなんです。いや、それどころか、お返事のできかねることだって、申し上げる決心なんですよ。ああ、この私の気持ちがわかってくだすったらな。あなたに、 それまでご親切が終わりだとすれば、と、パーベル・パーブロビチは、用心しーしー、彼のそばへにじり寄ってらいた、差し当たって伺いたいのはこれですよ。昨夜、あなたは、肉食型、とやら言うことをおっしゃいましたな私は、あれに、すこぶる興味を悟るへ。ベリチャーニノフは、ペットつばを吐いて、前よりも、早足に、再び、部屋の中を歩き始めた。 ダメですよ、アレクセイ・イバーノビチそうもときなくしないでくださいよ実はあれにすこぶる興味を悟る得ましてねそれでわざわざご公説を拝聴に伺ったようなわけなんでどうも私は口部長法でいけませんがまあお許しを願いますよ実はねその肉食型というやつとも一つ草食型というやつのことは私も 雑誌の評論欄で読んだことがありましてね、それを今朝ひょいと思い出したわけなんです。ただちょいと忘れていたんで。いや、正直に言うと、読んだときは分からなかったんですな。そこで、私が一つはっきりさせておきたいのは、あの亡くなったステパン・ミハイロビチ・バガウトフですが、あの男は、一体肉食型だったんでしょうかそれとも草食型の方でしょうか どっちの部類へ入れたもんでしょうなベリチャーニノフは、大変なず、牧痢国って、大股に歩き続けていた。その肉食型というのはですね、と、彼は、奮然としていきなり立ち止まった、昨夜のあなたが、私といっぱいやられたときのような、再エの完備を評するために、仮に、ワガウトフと、シャンパンの杯をあげることになると、相手の杯に、 人と思いに毒を持っちまうような手合いのことを言うんですよ。そうした手合いは、あんたがさっきなすったような、相手のおかんを墓地まで見送るなんて手ぬるいまことにはしないもんですよ。ええ思っても胸糞が悪くなる、一体、あなたは、どんな汚らわしい、とても明るみには出せないような、秘密な下心があって、葬式へなんぞ出かける気になったんです。そんな道家芝居は、 ただもうあんた自身の面汚こしになるだけなんだ。あんた自身のね。そりゃ、全くおっしゃる通りで、葬式へ、なんぞ行く手はなかったんですよ、と、パーベル・パーブロビチは、相槌を打った。だがあなたはまた、なんだって、そう私のことを。また、そういう手合いはですね、と、ベリチャーニノフは相手に構わず、カンカンになってわめきたてた。 国もつかんことを考え出して得利でくよくよしたり、善悪聖者の聡しざらいをやらかしたり、自分の受けた恥辱を、まるで学ぶかを暗唱するみたいに、いつまでもうじうじ考えたり、やきもきしたり、どうけてみたり、済ましてみたり、他人の首ったまえしがみついたり、あったら、自分の大事な時間を、そんなことで潰してしまうような、そんな人間じゃありませんよ。時に あなたが首をくくろうとしたって話は、あれは本当ですかえ、本当ですかすいったタ紛れに、あるいはくちばしったかもしれませんがね、悟る絵がありませんが。だがね、アレクセイ・イバーノビチ、どうも、その毒を盛るというやつは、我々には、少々うつりが悪いですが、こう見えてもヘオとした管理だなんてことは、二の次にしても、何しろ、 私には資産もあるんですし、かつはまた再婚したいとも思ってるもんでしてね。それに、そんなことをすりゃ、赤いおべべも着なきゃならんし。そうそう、その通りでさ。今時き裁判所でも、いろいろと上場酌量の余地を考えてくれるとはいえ、やっぱりどうも不愉快なことには違いないですからな。それはそうと、アレクセイ・イバーノビチ。 とびきり、滑稽な逸話を一つお聞かせしましょうか。さっき、あの馬車の中でふいと思い出しましてね、あなたに聞いていただこうと思ってたんですよ。ところが、今、あなたが、他人の首ったまえしがみつく、っておっしゃったもんで、ずらずもまた思い出した次第ですがね。あのセミオン・ペトロービチ・リフソフ、たぶん悟るえて、おいでででしょうな、あなたが T にいらした、自分よく。 私どもへやってらいた男ですよ。さて、この男の弟でね、これも、やはりチャキチャキのペテルブルグッチでしたが、V アガタの知事のもとに勤めていたのがあったんです。これも、やはり、いろんな点で鳴らしていた男でしたがね。ある日のことです。猿集まりの席上、満ル座の夫人は、言わずもがな、自分が思いを寄せている辺りの夫人の面前で、 この男がゴルベンコという大佐とちょっとした口論をやらかしたんです。そして、相手からひどい侮辱を受けたと思ったが、じっと、それを腹に収めて、表に表さなかったんですな。と、そうこうするうちに、そのゴルベンコが、例の彼の異中の夫人を横取りしましてね、とうとう求婚するという始末になったものです。さあそこで、どうなったとお考えですな。 普段のリフトォフはですが、精神をひれきして、ゴルベンコと信仰を結んだんですよ。すっかり仲直りをしてしまったんです。それのみか、結婚式には、自分から、無理やり、新郎の海添人を買って出ましてね、本来の冠を捧げ持つ役を引き受けたものです。さて、新郎新婦が、その冠の下をくぐって、式場へ来着しますとね。 やつは祝詞と接吻をやりに、ゴルベンコのそばへ寄りましてね、それがどうかというと、あがた知事をはじめ、俺きれきの居並ぶ前でですな、自分も、ちゃんと塩ビ服を着込んで、髪を巻き縮らせた姿でですな、やにわに、鎖とばかり、新郎のどてっぱらへ小刀を突き立てた、ゴルベンコは、ひとたまりもなく、どうと倒れるって葬儀なんですよ。それが、わざわざ、 新郎の介添え役を買って出た上での話なんだから嫌なんともはやハレンチ極まることですてところがまだそれだけじゃないんですここが大事なとこですがねぐさりとやってしまうと今度はいきなりそこら中駆けずりインタスへ第4水準2の12の11ってねああ飛んだことをしちまったああ俺は大変なことをしちまったってね おおいおい泣き出して、死の根も淡い始末なんですよ。おもけに、誰かれの見境もなく、夫人たちのくびった前までしがみついてね、ああ、大変なああ、飛んだことをしちまった。え、へえ、まったく笑っちまいましたね。ここにあわれをとどめたのはゴルベンコですが、これは、間もなく、元の体になりましたよ。なんだって、 そんな話をなさるのか、私には合点が行きませんな、と、ベリチャーニノフは、険しく眉を潜めた。いや、つまり、その小刀で、ぐさりとやったところをおちょうかせしたいと思いましてね、と、パーベル・パーブロビチはくすくす笑い出した。何しろ、恐怖の、あまり、来儀も何も忘れちまって、知事閣下のご面前で、夫人の首ったまえしがみつくような男ですから、これは、 もうおっしゃるような方じゃなく、鼻ったれの大工に過ぎませんさ。だがね、とにかくぐさりとやってのけた、一年を通したのですな申し上げたかったのはそこだけですよ。ええ、さっさと出てうせろ。と、何者かが、胸の中の咳を切りでもしたように、まるで別人のような、うわずったショーで、ベリチャーニノフは急にわめき出した。ええ、出てうせろ。 その人の腹を探るような小汚い話と一緒に、とっとと出てうせろ。第一あんたからして、縁の下のネズミみたいな小汚い根性なんだ、この私を脅かそうときらんだな子供ばかりえびりやがって、この下ソと込め、卑劣感、卑劣感、この卑劣感。彼は、我を忘れて、一言ごとに、はあはあ息を切らしながら、わめきたてた。 パーベル・パーブロビチはにわかに陰つったような癌になった。一度気に吸いも覚めて、唇はわなわなと震え出した。それは、この私のことですか、アレクセイ・イバーノビチ。あなたが、卑劣感とお呼びになるのは、あなたが、この私を、そうお呼びになるんですかその間に、ベリチャーニノフは、早くも我に帰っていた。いや、これは、 いつでもお詫びしますよと彼はちょっと間を置いて暗い陳視のうちに答えただがそれはあなたの方が今この瞬間から思ったことをまっすぐに言動に移すと約束される場合に限りますね私ならそういう場合無条件で謝罪しますがねアレクセイ・イバーノビチよろしいじゃそうしましょうと言って ベリチャーニノフは、再びちょっとしむぼくした、どうもさえ見ませんでした。ところで、これは、お断りしておきますがね、バーベル・バーブロビチ。こうなった以上、私は、今後は、もう一切、あなたに対して、債務があるとは認めませんよ。それも、善に、今しがたの問題についてばかりじゃなく、一切の事柄について言うのです。いいですとも、 なんですね、認めるとか認めないとか言ってパーベル・パーブロビチはにやりと笑ったが、しかし、目は足元に落としていた。あなたが、そうおっしゃってくださるなら、なおさら結構です。一層結構ですよ。さあ、そのコップを開けておしんみなさい。とにかく、今夜はお騎士はしないんだから。いや、お酒はもう、と、パーベル・パーブロビチは、 ややたじろぎの色を見せたが、それでも、やはり高子へ歩み寄って、戦国から注ぎっぱなしになっていた最後の一杯を干しにかかった。もう、その前にさんざ引っ掛けていたらしく、杯を持つ手はしきりと震えて、酒を床やるバーしかや、直旗の上へだらしなくこぼすのだったが、とにかく、最後の一滴まで干すには干した。まるで、 インミサしのままでは置けないとでも思っている風だった。そして、空っぽの盃を、うやうやしく、タカ子の上に置くと、おとなしく、自分の新床の前へ行って、着物を脱ぎ始めた。だが、やっぱり、止まらない方がよくはないでしょうかね。と、彼は、何と思ったか、急に、そんなことを言い出した。もう、片っぽの靴は脱いで、それを、 両手に抱えている。いや、断じてよかありません。まだ根気よく歩き、インタスへ、第四水準二の十二の十一っていたベリチャーニノフは、彼の方を見やらずに吐き出すように答えた。相手は、着物を脱いで横になった。それから、十五分もすると、ベリチャーニノフも、新床には行って、枕元の老ウ色を吹き消した。彼は、 うとうとと不安な眠りに入りかけた。何かしら新たなことが不意にどこからとも知れず湧いて出て問題をますますこんぐらかしてしまった。それが今彼の胸をそうがせているのであった。しかも同時にどうしたわけだかこの自分の不安な気持ちが妙に気恥ずかしいのであった。そのうちにやっと深い眠りが訪れたかと思うと不意に。 何やら衣ずれのような音がして、彼の目を覚ましてしまった。彼は、とっさに、バーベル・パーブロビチの新床の方を振り向いてみた。部屋の中は、まこと黒だった、厚地の窓掛けが、すっかり下ろしてあったのであるが、彼の目には、バーベル・パーブロビチが横になってはいずに、半身を起こして、新床の端に腰掛けているように思われた。どうしたんです とベリチャーニノフは呼びかけた。なんだか影のようなものがとしばらくたってからほとんど聞き取れぬほどのシでパーベル・パーブロビチが言った。何ですとどんな影ですあそこに向こうの部屋の戸口のところに何だか有料みたいなものが見えたんです。「有料って誰のです?と」としばらく間を置いて。 ベリチャーニノフは尋ねた。亡くなったかないのです。ベリチャーニノフは、新床を滑り出て、足を絨毯へ下ろすと、控え室越しに、いつも、ドアを開け放しにしてある向こうの部屋を差しぞいた。その部屋には窓掛けがなく、薄いメクジョーカーテンだけだったので、こちらに比べると、ずっと明るかった。向こうの部屋には、何にも見えはしませんよ。 あななたはすいってるんんですおしんみなさいベリチャーニノフはそう言い捨てて横になると毛布にくるまってしまった。パーベル・パーブロビチは一言も口をきかずにやはり横になった。これまで一度も有料を見たことはなかったんですかとものの十分もたってからベリチャーニノフは思い出したように聞いた。 一度なんだか見たことががあるような気がしかすよと微かなシでやはり間を置いてからバーベル・バーブロビチは答えてきたそれから再びシムボクがやってきたメリチャーニノフは自分が眠っているのかいないのかはっきりとは断定できないような状態でいたがそのままで小一時間もたったと思われる頃またしても彼はくるりと半身をねじむけた 何か衣ずれのような音でもして、再び彼の夢を破ったのか、そこのところは自分でもわからなかったが、とにかく漆のような部屋の闇の中に、何やら白いものが彼の上にのしかかるようにして立っているような気がした。もっとも、その気配は、まだ彼の身近かに迫っているわけでもないが、もう部屋の中央には達していた。彼は、 新床の端に置き直って、たっぷり、1分間、じっと目を凝らしていた。あなたですか、バーベル・バーブロビチと、彼は、力のないシを出した。突然、静さびを破って、深い闇の中に響いたこの章は、我ながら、異様なものに思われた。返事はなかった。しかし、誰かがそこに佇んでいるということは、もはや、 一点の疑う余地もなかった。あなたなんですか、パーベル・パーブロビチと、彼は、前よりも大勢で、同じ問いを繰り返した。仮に、パーブエル・パーブロビチが、自分の親友家ですやすや眠っていたとしても、ひつらず、目を覚まして、返事をするに違いないほどの大勢だった。だが、返事はやっぱりなかった。その代わり彼には、その白っぽい、 かろうじて見分けがつくほどの人影が一層自分の方へ近づいて泣いたように思われたそれからある奇怪なことが起こったちょうど最前と同じように不意に彼の身内で何者かが席を切ったのであるそして彼はみるみの力を振り絞ってほとんど一言ごとにハーハ息を切らしながらとてつもない胸きじみた小でわめきたて始めた ええ、この水位、どれの大た分け目、この俺が、そんな脅しに、ショールだろうなんてよく物目の目と思いつきやがったな。そんなら、俺は、壁の方へ向いちまってな、頭から、すっぽり毛布を引っかぶって、一晩中振り向いてもやらんからそう思えそうすりゃ、そんな脅しなんぞ、この俺にはへでもないことが、清要にだって、納得がゆくだろうって馬鹿ずら下げて。 夜明けまでそうして突っ立ってたって同じことだぞ、チェッ、つばでも食らえ。そういい、ま彼はパーベル・パーブロビチだと思われる姿が立っている方をめがけて、恐ろしい剣幕で、ベッドつばを吐きかけ、くるりと、壁の方へ新害りを打つと、約束通り毛布を頭から引っかぶって、そのままピクリともせず、鳴りを潜めてしまった。死のようなしずが襲った。 その人影がまだ近寄ってらいるのか、それとも同じ場所に突っ立っているのか、彼は知るよしもなかったが、胸の動機は刻一刻と今にもはち切れそうに高まるばかりだった。そのままの状態で、少なくとも五分間はたっぷり経った。と、突然、彼からついにほほどのところで、弱々しい、ひどく哀れっぽいパーベル・パーブロビチの称が響いた。 私はね、アレクセイ・イバーノビチ、探し物があって起きたんですがね。そして、彼は、必要かくべからざる、ある家庭用品の名を言ったかっことじる駅舎中、ゆばりつぼのこと、自分のところを探したけどないもんですから、そっと、あなたの親友家のあたりを探ってみたいと思いましてね。じゃ、なぜ、僕ってたんです。あんなに私がどなったのに。 ベリチャーニノフは30秒ほどじっと相手の気配をうかがっていたがやがて途切れ途切れの章で聞いたびっくりしちまったんですよあなたの怒鳴りようがものすごかったんでドタンをばつかれちまったんですよその左手の隅の戸口の近くにある小さな戸棚の中ですろう色をつけてごらんなさいいや明かりなんかなくても 隅の方へ行きながら、パーベル・パーブロビチは恐縮したような賞を出した。ねえ、一つ堪忍してくださいよ、アレクセイ・イバーノヴィチ。すっかりどうも襲うがせしてしまって、何しろ、一度きに水イが出たもんですから。しかし、相手は、もう何も答えなかった。彼は、依然として、顔を壁へ向けたままだったが、とうとう、夜通し、その姿勢で押し通して、ただの、 一度もこちらを振り向かなかった。果たして彼はこうして戦国の約束を守って、極別の情を示したいと思ったのであろうか実を言うと彼は無我夢中で、自分がどうしているかも知らなかったのである。神経の桜は次第に募って、やがてはほとんど意識の混濁状態にまで進み、彼は長い間心つれなかった。あくる朝 彼が目を覚ましたときは、もう、とっくにくじを引退すえ、第四水準2の12の11、ていた。まるで脇腹を小疲れでもしたように、屋庭に羽を切ると、新床の上に座り直った。が、パーベル・パーブロビチの姿は、もはや、部屋の中にはなかった。もぬけの空の、敷きっぱなしの新床が散っているだけで、本人は、夜が明けるか明けぬうちに、 姿をくらましてしまったのである。まず、こんなことだろうと思ってたよ。ベリチャーニノフは、手のひらで、自分の額をポンとたたいた。中、墓地で。医者の心配は不幸にして的中して、リーザの容体は、急に悪くなった。それは、その前夜、ベリチャーニノフやクラーブジやペトローブなが思いもよらなかったほどの、悪化の仕様だった。 メリチャーニノフがその朝駆けつけて泣いたとき、病人はまだ意識はあったけれど、全身はまるで火のように熱かった。その状態で彼の顔を見たとき、彼女はにっこりと笑いかけ、燃えるような小さな手を差し伸べてきたと、彼は後になってしきりに言い張ったものである。果たしてそれが事実であったか、それとも彼が。 気休めのためわれ知らず思いついたことに過ぎなかったかその点は彼も確かめてみる暇はなかった夜が更けるに及んで病人はすでに意識を失ってその後はずっと昏睡状態を続けた別章に引き取られて10日目に彼女は息を引き取ったそれはベリチャーニノフにとっては嘆いても嘆ききれぬ日々であった ポゴレーリツェフ夫婦が彼の身を案じたほど彼の嘆きようはひどかった。その悩ましい日々の大部分を彼はこの別章で過ごした。いよいよリーザが既得に刊った最後の作備などは彼は何時間もぶっ通しにそこらの隅っこに無念無双の手入れ座り込んでいたものである。クラーブジヤ・ペトローブナはそういう彼のそばに寄ってらいて。 気を紛らそうとするのだったが、彼は、ろくろく返事をしないばかりか、時によると、彼女と話をするのが、いかにも苦痛らしかった。こうしたことが、これほどまでの心の激動を彼に与えようなどとは、クラーブジやペトローブナにとっては、むしろ案外なほどだった。そうした中で、とにかく、彼の気を紛らしたのは子供たちで、時によると、 彼らを相手に笑い共ずることさえあったほどである。が、しかし、ほとんど一時間おきには、椅子を立って、つま先立って、そっと、病人の様子を覗きに行くのであった。折々は、病人が、彼のがんの見分けがついているような気もした。彼女が回復するなどという希望は、彼も、みんなのものと同様に、爪の赤ほども抱いてはいなかったけれど、それでも、 やはり、リーザが、臨終の身を横たえている部屋から離れようとはせず、大抵は次の間に座り込んでいた。とはいえ、そういう間にも、彼は、二度ばかり、急に思い立ったように、非常な活動ぶりを示したこともあった。いきなりおみこしをあげて、医者を迎えにペテルブルグへ飛んで行って、幾人かの命をすぐって連れてらいて、縦えみ弾をやってもらうのであった。 二へ目の立ち絵未2は、患者が息を引き取る前の晩に行われた。その三日ほど前に、クラーブジやペトローブナは、今度こそは、どうしても、ドルーソツキーさんをどこかで探し出してくる必要があると、ベリチャーニノフに向かってしつこく口説き立てた。リーザに、もしものことがあった場合、あの人がいないじゃ、お葬式も出せないじゃありませんか、というのである。 ベリチャーニノフは、じゃ、手紙でそう言ってやりましょうと言葉を濁した。すると、今度はポゴレーリチェフ氏が、そんならいっそ、自分が、警察の手をわずらわして捜索してやろうと言い出す始末だった。で、とうとう、ベリチャーニノフは、2行ほどの通知を走り書きして、ポクローフスキーホテルへ持って行った。パーベル・パーブロビチは、例によって不在だったので、 彼は、その手紙を、マリア・スイソエブナに頼んで切った。やがて、リーザは、とある夏の夕べ、落日の光とともに息を引き取った。その時になって、やっと、ベリチャーニノフは、はっと現実に立ち返った様子だった。クラーブジやペトローブナの娘の一人の祭日用にとってあった、純白の晴れ着を着せて、最後の勝因をさせ、 合掌した手には花を握らせて、泣き殻を広間のテーブルの上に安置した時、彼は、屋庭に目をギラギラ光らせながら、クラーブジやペトローブナのそばへ進んでいって、今、この足で、あの人殺ししやろうを引っ張ってライムスと宣言した。明日まで待ってみてはという夫人の勧めには、耳もかさずに、彼は、すぐさま遠へ出かけていった。彼には、 パーベルパーブロビチのトグロを巻いている場所の目当てがついていたのである彼が前後二度もペテルブルグへ出てらいたのは何も医者を迎えに出てらいただけではなかったのだあの悩ましい日頃時として彼には死にかかっているリーザの鎮痛へ父親を連れてらいたらきっとその章を聞きつけて彼女は気がつくだろうとそんな考えが頭に上るのであった すると、彼は、もう、矢も立てもたまらず夢中になって、彼の居場所を突き止めにかかるのであった。バーベル・パーブロビチは、大変らず、例の宿に泊まっていることにはなっていたものの、その宿へ行ってザイイナを訪ねるなどは、訪ねるだけでも野暮だった。もう、これで、3日も、死に切ってライルどころか、点で寄りつきはしないんですよ、というのがマリアスイソエブナの返事であった。 そうかと思うとひょっこりスイフツって切ってらいちゃ1時間もしないうちにまたひょろひょろ出かけていくんでございますよすっかりもうひねりが戻っちまったんですわねその一方ベリチャーニノフはいろんな話の間にふとポクローフスキーホテルの給仕の口からパーベル・パーブロビチが以前 よくボズネセンスキー通りに救ういかがわしい女たちのところへ出かけたものだという話を聞き込んだメリチャーニノフは早速その女たちの巣窟を探し当てたそして彼女たちにうんと華やくを聞かせたりおごってやったりしてみると向こうではくもなくそのお客のことを思い出したのであったもちろんそれは 主としてあの喪章のついた帽子のおかげであるが思い出すが早いかたちまちにして彼に対するバリザ事ごとが彼女たちの口をついて出始めたのにはさすがのベリチャーニノフも驚いたつまりそれは近頃さっぱりイタチの道なので女たちの恨みを買っていたわけである中でもカーチャという女などは あのパーベル・パーブロビチならいつでも探し出してあげるわよと完全に引き受けてくれた。だってあの人ったらこの頃はずっとマーシカ・プロスターコバンとこに入り浸りなんだもの。それはそうとあの人はとっても金遣いの荒い人だわね。でねそのマーシカっていうのはプロスターコバ駅舎中間ばつけほどの胃なんて名字はもったいなさすぎるのよ。 プロフボーストバ駅舎中。ならず者ののいで結構なんだわ。そりゃひどい女なのよ。今病院へ入ってるけどね。あんな女なんか、私に、ちょいと、その気がありさえすりゃ、今、すぐにだって、シベリアへ流し物にされちまうんだよ。たった、一言で肩がついちまうんだよ。そうは言ったものの、その日は、とうとう、母ちゃんにも、 彼の行方は尋ね当たらず、その代わりまたの日を固く約束してくれたのであった。メリチャーニノフが今当てにしているのは、つまりこの女の助力なのである。ペテルブルグに着いたのはもう十時だったが、彼は、早速、その女に口をかけて、抱え主に、女の不在中の玉台をふつい、さて、一緒に連れ立って、捜索に出かけた。 バー,ーブロビチを見つけ出して、さて、その彼を一体どうしようというのか、何か因縁をつけて叩き殺してやる気なのか、それとも、ただ、娘の死を告げて、埋葬にはぜひとも立ち会ってもらわなければ困ると伝えるために、こうして曽うし、インタスへ、第4水準2の12の11、っているのに過ぎないものか、そこのところは、自分でも、まだ見当がついていなかった。 最初に当たってみた先ではまんまと失敗してしまったつまりマーシカプロフボーストバがついおとといパーベル・パーブロビチと大喧嘩を追っ始めてしまい用心棒か何かにパーベル・パーブロビチがベンチで頭をぶち割られたんでという点末が判明したのである手近に言うと長いことかかってなかなかそうし出せなかったのであるがとどのつまり 夜中の二時になって、やっと、ベリチャーニノフは、どうもそれらしいと教えられていた、アルロウから出てくる、その手へ居頭に、突然ばったりと彼にぶつかってしまったのだった。ベロンベロンのパーベル・パーブロビチを、町の宿女が、二人がかりで、そのロウへ案内して、来いるところだったのである。宿女の一人は、彼の腕を支えていたが、もう一人、彼らの後ろからは、 強活感としぼしみるからに、たくましい大男がくっついて泣いて、あらんかぎりの小を張り上げて、何やら、すご文句を並べ立てながら、しきりに、バーベル・バーブロビチを脅かしていた。その男が怒鳴り立てた中には、さんざ人をこき使いやがって、よくも、俺を、こんな目に合わせやがったな、という文句もあった。なんでも、金のことが、元でのいざこざらしかった。 町の宿女たちは、ひどく今日気づいて、しきりに先を急いでいた。ベリチャーニノフの姿を目にすると、バーベル・バーブロビチは、いきなり両手を掲げて飛んでらいて、今にも切り殺されそうな小でわめきたてた。ああ、あなたか、助けてへ。腕っぷしの強そうなベリチャーニノフの姿を認めると、恐喝感は、たちまちかき消すように逃げ失せてしまった。 勝ち誇ったパーベル・パーブロビチは、その後、姿に向かって握り拳を振りかざし、何やら勝ち時を上げ始めた。それを見ると、ベリチャーニノフは、憤然として、彼の肩をひっつかんで、我ながら、化けも理由もなしに、相手の死がガチガチなり出すほどの猛烈な勢いで、両手で持って酔うすぶり始めた。パーベル・パーブロビチはたちまちわめきやんで、 いかにも水管らしいトロンとした驚きの色を浮かべながら、自分の拷問者を見守るのだった。その先相手をどうしてやったらいいのか分からなかったのだろう。ベリチャーニノフは、食いと相手をねじ伏せると、歩道の尾柱の上に腰を据えさせた。リーザが死んだんですぞ。と、彼は口早やに言った。それでも、パーベル・パーブロビチは、依然として、 彼から目を離さずに、町の宿女の一人に体を支えられながら、お柱の上に座っていた。が、そのうちに、言葉の意味が、やっと飲み込めたと見え、みるみるげっそりしたような眼つきになった。なったわ、まま。死んだ、と、彼は、何か異様な性で、囁くように言った。その彼が、例の水譚に特有のいやらしい、だらだらした薄笑いを漏らしたか。 それとも、何かの上官に食られてひん曲がったような眼付つきになったか、そのほとりは、ベリチャーニノフには見、分けがつかなかった。が、ほんの一瞬間すると、パーベル・パーブロビチは、ブルブルと震えている右手を、やっとのことで持ち上げて、十字を切ろうとした。しかし、その十字も切り終えないうちに、わななく腕はだらりと垂れてしまった。それからしばらくすると、 彼はそろそろとお柱から立ち上がって、そばの女にしがみついて、その女にもたれかかりながら、まるで自筆したもののように、そして、ベリチャーニノフがその場にいるのも忘れ果てたもののように、ふらふらと今、らいた道を先へと歩き始めた。相手はまたしても、その肩をひっつかんだ。おい、わからんのか、この水位、どれのろくでなしめ。 ひようがいないことにゃ、葬式も出せんのだぞ。と、彼は、息を切らせながらわめきたてた。相手は、くるりと首をねじむけた。砲兵の、正尉砲、あの男を悟る得ておいでかな。と、彼は、ろれの、インタスへ、第四水準二の十二の十一、11ラヌ下でむにゃむにゃ言った。なに、なんだとベリチャーニノフは、病的に、 ブルブルと身を震わして、わめき返した。それが、お前さんのそうしてる親父さあね。まあ見つけるがいいや、葬式を出すにな。嘘つけ。と、ベリチャーニノフは狂気したように叫び立てた、憎い一年から、とうとようは、そんなことを、大方そんなことでも言い出すつもりだろうと、こっちは宣告ご承知なんだぞ。彼は、我を忘れて、 そのものすごい原稿、バーベル・バーブロビチの頭上に振り上げた。もう、一瞬間で、あわや、相手を、一撃のもとに打ち殺しそうな剣幕だった。町の宿女たちは、キャッと悲鳴を上げて飛びのいたが、バーベル・バーブロビチはびっくりともしなかった。凄まじい、衆的な、肉割るから来る一種凶暴な表情が、彼のがを見にく引き緩めてしまっていた。 お手前はご存知かなと、彼は、今までに比べれば、ずっとしっかりした、ほとんどスった人とは思えぬほどの誤調で言った、我々ロシアの、おさここで、彼は、とても筆にすることのできないような、バリの言葉を外した。知ってるなら、さっさとそこへ出て失せやがれ。そう言い、ざま、無理やりに、ベリチャーニノフの腕を振りもいた表紙に、 よろよろっとしてきく倒れそうになった。宿女たちは、その彼を抱きとめて、けたたましい賞をあげながら、バーベル・パーブロビチをほとんど引きずらんばかりにして、今度は、もう一斉に逃げ出した。ベリチャーニノフは後を追わなかった。その翌日の午後一時に、通常感服を着た、人品癒しからぬ中年の一人の管理が、ボゴレーリツェフの別賞に現れて、自分は、 パーベル・パーブロビチトルーソツキーに頼まれたものだがと名称売り、うやうやしくクラーブジやペトローブナに、彼女のあての一通の封書を手渡した。その中には、三百ルーブルの金と、リーザの身柄にせする必要な証明書類を封入した手紙が入っていた。パーベル・パーブロビチが書いてよこした文面は、手近ではあったが、低調を極め、しかもすこぶる貴重面なものであった。 この度、閣下夫人が、天内の一個字に寄せられた、恵み深き御堂上については、ただただ、感謝の他はなく、その善行に報いることは、ただ神のみが良くするところでありましょう、と書いていた。そして、漠然と、自分は、ただいま、極度に健康を害しているため、我が最愛の発酵なる娘を、鉄から葬ってやるため、そちらへ出向くことは叶いませんが、 万事は、ただ、閣下夫人の天使のごときご心配におすがり申し上げます、とも記していた。なお、それに続く文面の説くところによれば、封入の300ルーブルは、葬儀よろずたん、および娘の病中のもろがかりに充てていただきたいということであった。よろず市、また、この金額中の底箔が余った場合には、 コリーザの冥福のための永代供養の死に宛てていただきたく、この段謹んで願いあげます、とも記してあった。手紙を別章にもたらした甘美は、それ以上のことは、問われても何一つ説明できなかった。そればかりか、彼の漏らした二三の言葉によって反ずると、彼は、ただ、パーベル・パーブロビチの切なる依頼によって、この封書を 閣下夫人に親しく手渡しする役目を引き受けたに過ぎないことが分かった。ボゴレーリチェフは病中のもろがかりという文句を見ると、ほとんど腹を立てそうになり、ともかくも父親たる者にその子の葬式を、えいむことを禁ずるわけにはいかないから、このうち五十ルーブルだけは埋葬費として申し受けるとして、サンル百五十ルーブルは、 即トゥルーソツキー氏に返却するがいいと裁定を下した。いろいろ考えた曲クラーブジやペトローブナは、その250ルーブルはそのままでは返さずに、亡き少女リザベータ、駅車中、リーザの正式の名の魂の永代供養料として、その金額を受領した旨の菩提寺の受け取りを、彼に送り届けることに決めた。この受け取りは、やがて、 すぐさま先行に渡すように、ベリチャーニノフの手に託された。彼は、それを、例のホテル宛に郵送しておいた。葬式が債務と、彼の姿は別章に見えなくなってしまった。丸二週間というもの、彼は、何の目当てもなしに、ただ、一人で、どえの中をさまよい歩き、それもすっかり考え込んでいるので、よく他人に突き当たるのであった。 時によると、日常の最もありふれた事柄をまで忘れ果てて、幾日も、ぶっ通しに、自分の宿の安楽椅子に、のうのうと身を伸ばして、しん続けていることもあった。ボゴレーリツェフ夫婦からは、再三、向かいの使いがやってらいた。その都度、彼は伺いますと約束するのだったが、すぐ、ケロリと、その約束を忘れてしまった。 クラーブジやペトローブナはわざわざ自分で見舞いに出かけてライタがあいにくと彼は留守れあった例の弁護士もそれと同じ目に遭わされたしかも弁護士は彼に報告すべき要件を抱えていたのであるつまりあのサシも行き悩みになっていた訴訟事件が彼の手ですこぶる手際よく片付けられて相手方では 問題になっている遺産の極めてわずかな部分を保証として受けるだけで示談にすることを承諾したのであった。あとは辺りのベリチャーニノフの承認をさえ得ればよい段取りになっていたのである。やっとのことで彼を宿でとっ捕まえた弁護士はついこの間まであれほどに口やかましい依頼人であったこの男がせっかくの手柄話をまるで別人のような亡き力な。 冷淡な態度で、ふんふんと聞き流す言うように、あきれ返らずに羽織られなかった。やがて、一番暑きの厳しい7月の日々がやって来たが、ベリチャーニノフは、季節のことなどは忘れていた。彼の悲哀は、生み切った腫れ物のように、胸の中でしきりにうずいて、絶えず苦しいほど、はっきりと、意識の表面に浮かび出て来るのであった。中でも、 最も大きなの海は、リーザがろくろく彼を知る暇もなく、彼がどんなにか、苦しいほどの愛情を、彼女に抱いていたかを知りもせずに、死んでいったことであった。彼の目の前に、あれほど楽しい光明に照らされて、姿をちらりと見せた彼の生きがいの全部が、にわかに、永遠の闇に閉ざされてしまったのである。その生きがいというのは、あのリーザが来る日も来る日も、 毎時間、いや、一生の間、絶えず、彼の愛情を、我が身のほとりに感じていてくれる。ただ、それだけのことに他ならなかったのだ。それを今、彼はひっきりなしに思い返すのであった。どんな人間にしろ、これ以上の生きがいは、決してありもせず、またありえるものでもないのだ。と、彼は時折、暗い放鬱に浸りながら思いふけった。余震はまだ 他に生きがいがあるにしても、これよりひじりらかな奴は、一つだってありはしないのだ。また、リーザの愛によって、と彼は無双するのであった。俺の今までの腐れ果てた、無益な生活は、すっかり清められあがなわれたに違いないのだ。これまでの、安逸な、だおとした、追い朽ちた俺をいとしむ代わりに、俺は、あの、清らかな美しい存在を、己の生きがいとして、 愛し育むはずだだったのだそしてあの存在のおかげで俺の過去の一切は許されまた自分でも過去の一切を許すことができたはずだったのだ全てこうした意識面の想念は常にありありと眼前一寸に正気つけられしかも常に彼の魂をかきむしり続ける失じの追憶と。 固く結びついてて現れてくるのであった彼はリーザの青ざめた小さな眼を心に描き返しその眼の表情の一つ一つを思い起こしたおかんの中に花に埋もれて横たわっていた姿を思い浮かべまたまだそうならぬ前高熱のため意識を失ったまま動かぬ目をぱっちりと見開いていた姿を思い浮かべるのであったと不意に 彼は彼女がもう広間の方へ移されて高子の上に横たえられていた時、その指が一本だけどうしたわけなのか病中に青黒ずんでしまっていたのをふと発見した時の自分の気持ちを思い出したそれを見た時、彼は激しい感動を悟るへ、その哀れな一本の指がひどくかわいそうになってきた今すぐにもあのパーベルパーブロィチをそし出して 撃ち殺してやろうという考えが初めて頭にひらめいたのも実にこのことだったのでそれまでの彼はまるで失神していたも同然だったのであるあの子の可憐な心相うを責めさいなんでいたものは生まれつき傲慢な気持ちが恥かしめられたという事実だったのだろうかそれともにわかに今までの愛情を憎しみに変えて破レンチな言葉の限りを尽くして彼女をメンバし 驚き恐れる彼女をあざけり笑い、曲の果てに彼女を他人の中へ放り出したあの父親から受けた3ヶ月の間の苦悩の,の生活だったのだろうかこうした疑問を彼は絶えず我と我が胸に突きつけ無限に形を変えて繰り返してみるのであった。あなたは一体ご存知なんですかあのリーザが私にとって何者だったかということを 彼は突然吸いーぶれたトルーソツキーが外したこの叫びを思い浮かべ今にして初めてこの叫びが決してお芝居ではなくて彼の本心の性だったことに思い当たったそこには愛の響きがこもっていたことを監督したなんだってあの人否人はそれほどに可愛い子供にああもつらく当たりたれたんだろうかそんなことがあり得ることだろうか しかし、この疑問が来ざすたびに彼は急いで、まるで普通いのけでもするように、振り捨ててしまうのであった。この疑問の中には、何かしら恐ろしいものが、彼にとってとても答えられぬ、しかも、未解決の何者かが、潜んでいるのであった。ある日のこと、例によって、あてもなく歩いていると、いつの間にやら、彼は、リーザの葬られている墓地にさまよい込んで、 彼女のの小さな墓の前に出ていた葬式の日からこの方彼は一度も墓地を訪れたことはなかった来れば来るであまりにも多くの苦痛を味わなければなるまいと思われたので訪れる勇気が出なかったのであるところが意外なことには彼女の墓に伏しかがんで接吻をした時彼は急に心の恐くなるのを悟る得た 晴れ渡った夕暮れで太陽は西に沈もうとしていた。一面にみずみずしい緑草が生い茂って辺りの墓標を埋めていた。遠からぬ原の,の茂みでは蜜蜂が鈍い葉音を立てていた。埋葬がサインでからクラーブジやペトローブナとその子供たちがリーサの墓の上に散していった花束や花輪が半ば葉を落としたまま。 まだ同じ場所に横たわっていた。長いうのうの日々の後で、初めて何かしら希望に似たものが、彼の心を生き生きとよみがえらせさえした。ああ、いい気持ちだ。と、彼は、墓地の静さびに浸りながら澄み渡った温やか金空に眺め入って、心にそう思った。何者かに対する、清純な和やかな信念が、満る潮のように。 彼の魂をひたひたと見つるした。この気持ちは、リーザが送ってよこしたのだ。今あの子は、俺と話をしているのだ。ふと、彼はそう思った。彼が墓地を出て家路に着いた時は、もう、日はとっぷりと暮れていた。墓地の門から、ほど遠からぬ道端に、屋根の低い木造の家が一軒あって、何か小料理屋か居酒屋のようなことをしていた。 開け放しの窓の中には、テーブルを前にした客たちの姿が、遠目にもそれと見分けられた。と突然、その中ですぐ窓際に陣取っている男が、他ならぬパーベル・パーブロビチのような気がした。向こうでも、やはり、好奇の目を見張りながら、窓越しに、こちらをじっと見ているらしかった。彼が、そのまま先へ歩いていくと、 まもなく追っかけてらいる人の足音が聞こえた。後ろからかけてらいたのは、果たしてパーベル・パーブロビチであった。さっき窓から覗いていたとき、ウェリチャーニノフの面上に読み取られた和解的な表情が、おそらく彼を引きつけ、かつれいましたものに相違ない。追いついて肩を並べると、彼はおずおずと微笑みかけた。が、しかし、それは、 もはや先頃の推移知れた笑いではなかった。それどころか、彼は、少しも吸いってはいないのであった。ごきげんようと、彼は言った。ごきげんようと、うとベリチャーニノフも答えた。11、バーベル・バーブロビチの結婚。この、ごきげんようを返してしまって、彼は、たちまち、はっと自分に驚いた。今この男に出くわしても、 何の憎悪も浮かんでは来ないばかりか今この瞬間における自分の彼に対する感情の中には何かしらこれまでとは全く異なったものそれのみならず新しい何者かの願望までが動くのを感じてひどく意外な気がしたのである「実にいい晩ですなあと彼の願色をじっとうかがいながらバーベル・バーブロビチは言った。 あなたはまだお初知じゃなかったんですかと、ベリチャーニノフは、別に問いかけるつもりはなく、思いふけりながら歩みを続けながら、何気なくそうつぶやいた。どうも、用件がのびのびになりましてね。しかし、とにかく椅子は手に入れましたよ。しかもそれが昇進なんでしてね。明後日は、ひつらず初つつもりです。椅子が見つかったんですか 彼は、今度は本意識に問いかけた。それがいけませんかねと、急に、パーベル・パーブロビチは嫌な顔をした。いや、ただそう言ってみただけで、と、ベリチャーニノフは、相手の言葉をそらして、眉根を寄せて、横目で、ちらりと、パーベル・パーブロビチの様子をうかがった。ところが、驚いたことには、着ている服と言わず、 例の模章のついた帽子と言わず、ドルーソツキー氏の封ルサイタルや、実に、頭のてっぺんから足の先まで、二週間前とは荷物かぬほどきちんとしていた。だのに、なんだって、やっコさん、あんな居酒屋になんぞ座り込んでたんだろうな。と、彼は、依然として牧草を続けた。私はね、アレクセイ・イバーノビチ。 実はもう一つ聞いていただきたい吉報があるんですよ。と、バーベル・バーブロビチは、再び口を切った。吉報私は、結婚することになったんですよ。えくあれば楽あり。これが、世間の情動でしてね。ところで、私は、アレクセイ・イバーノビチ。非常にその名にしたいんですがね。だが、 あなたのご都合が今夜はお急ぎらしいですね。どうやら、そんなご様子が見えるもんで。ええ、急ぐんです。それに、体の具合もよくないんですよ。彼は、急に、この男のそばから離れたくてたまらなくなった。つい今しがたの、何者か新しい感情を待ちもうけるような心構えは、瞬く間に消えてしまった。 実はそのちょっと。と言いかけて、パーベル・パーブロビチは、自分の希望を言い出さずに辞めた。ベリチャーニノフは牧師家としていた。そういうわけでしたら、いずれ、後日ということにいたしましょう。また、お目にかかる折りがありましたらですな。そうそう、いずれまた後日に、と、ベリチャーニノフは、相手には、目もくれずに歩み続けながら、 口ばややにつぶやいた。また、しばらくしむぼくが来た。パーベル・パーブロビチは、依然として並んで歩いていた。じゃあ、また、お目にかかるとしましょうと、彼はやがて口を切った。ではいずれまた、何分とも。ベリチャーニノフは、またしても気分を負手ななしにされて、家に戻ってらいた。あの男、との思いもかけぬ開口は、 彼にとっては、二が勝ちすぎたのである。新床に入りながら、彼は、もう一遍心に繰り返した。なんだって、あいつ、墓地のそばへ、何ぞらいていたんだろう明くる朝、彼は、とうとう、ボゴレーリチェフの別章へ出かけることに決心した。いやいやながら決心したのである。今は、他人から受ける同情が、余震場、 ボゴレーリツェフ夫妻のそれであっても彼にとってはあまりにもつらいものだったのである。しかし夫妻の方であれほどまでに彼の身を案じてくれる以上義理にも一度は眼を出さなければいまなかった。で思い切って出かけることに決めると不意に彼にはあの後で初めて夫妻と眼を合わせる時 自分がなぜかひどくき恥ずかしい思いをすることだろうと、そんな気がした。行こうか、行くまいかと、彼は、急いで朝食をしたためながら、心の中で押し問答をしていた。と、突然、その瞬間に、のっそりとパーベル・パーブロビチが入って泣いたのには、さすがの彼ものけぞらんばかりに仰天してしまった。昨夜、あんな具合にして出会ったとはいえ、 ベリチャーニノフの方ではまさかこの男がいつかまた押しかけて来ようなどとは夢にも思っていなかったのですっかり面食らってしまって相手の眼を見守るばかりできっかけの言葉も口に浮かんでこない始末だったところがバーベル・バーブロビチはさっさと自分で事を運んで朝の挨拶をさいませると 3週間前の最後の訪問の時に腰を下ろしたその椅子にどっかり座り込んでしまった。ベリチャーニノフは、とっさにあの最後の訪問の時の猶予を実にまざまざと思い浮かべた。不安と、それにいやわるの情をもって、彼は逆の眼をじろじろと眺めていた。びっくりなさいましたかと、バーベル・バーブロビチは、 ベリチャーニノフの眼色を読んで口を切った。全体の調子から見ると、彼は、昨夜よりもずっと打ちどけた様子に見えはしたものの、同時にまた、昨夜より、一層おどおどしている気配もうかがわれた。のみならず、今朝のいでたちとらえたら、なんとも、はや珍妙を極まるものであった。トルーソツキー氏は、ただにきちんとした身なりをしているにとどまらず、むしろ、 伊達社の京やかな夏の上着、ぴっちりした単色のズボン、それに、同じく、単色の直旗、といういでたちで、そのほか手袋といい、どうしたわけだか、急に出現に及んだ金縁の折り状見眼鏡といい、まこと新しい下着といい、全く、五分の隙もなかった。おまけに香水までプンプンさせていた。 そうした姿を全体として見ると、何かしら、滑稽な感じがしたが、それと同時に、見る者の心に、ある機械な、不愉快な思いを抱かせる何者かがあった。もちろんそりゃ、アレクセイ・イバーノビチと、彼は、しきりに身をくねらせながら、言葉を続けた、こうしてひょっくり伺ったんじゃ、びっくりなさるのも無理はありませんや、それは私だって思わないじゃありません。 しかしね、人間同士の中には、ある高尚なものが常に存在している、とこう私は思うんですよ。しかも、私に言わせれば、それは、そのままに保存されなけりゃならん。ではありませんかね。ここで、高尚なものと申すのは、つまり、周囲一切の事情とか、そこから生ずべき一切のごたごたなどに比べて、一層高尚なという意味なんでして。 ではありませんかなパーベル・パーブロビチ改まった前置きなんかはあつきにして一つさっさと願いたいものですなとベリチャーニノフはがをしかめたいやほんの一言ですよとパーベル・パーブロビチはせき込んで私は結婚することになりましてね実はこれからすぐこの足でミキの花嫁のところへ参ろうと思っているわけです。 その家の人たちも、やはり別省へ行ってますんですが、そこで一つ折り入って、お願いと申すのは、花肌ぶしつけながら、あなたに、その一家の人たちとお知恵を願いましたら、実に光栄至極に存ずる次第なんです。というわけでして、誠に、なんとも早申しかねる次第なんですが、と、パーベル・パーブロビチは、うやうやしく頭を下げた。 一つご堂々をお願いできませんでしょうか。どこへ堂々しろとおっしゃるんですかと、ベリチャーニノフは目を丸くした。その連中のところ、つまりその別所上なんです。どうも、まるで熱に浮かされたみたいな喋りようで、定めし前後も転倒さぞお聞きづらいことでしょうが、そのほとりは、重々お許しを願いますよ。ただ、 あなたが嫌だとおっしゃりはしまいかと、そればかりが心配で。と、彼は、泣き出しそうながになって、ベリチャーニノフの方を見た。というと、この私に、今、あなたのお嫁さんのところへ一緒に行ってくれと、そうおっしゃるんですね。と、相手の様子に、素早く目を走らせながら、自分の耳も目も一切信じられずに、ベリチャーニノフは確かめるように。 相手の注文を繰り返した。そうなんですと、パーベル・パーブロビチは、にわかに、ひどくおどおどしだした、どうぞお腹立ちなく、アレクセイ・イバーノビチ、決して、せひともなどと、厚かましいお願いをするわけじゃないんです。ただ、もう、七重の膝をやえによって、こうしてご懇願申し上げるだけなんです。ひょっとしたら、あなたが、 抱くと、言ってくださらんもものでもあるまいと、実はそう思いましたような次第で。第一、そんなことは全然不可能じゃありませんか。と、ベリチャーニノフは不安そうにやり返した。これは、ただ、私の切なるお願いなんでして、別にたいあるわけではないんですと、相手は、愛願を続けた。それにまた、これにも、やはり、相当の理由のあることは、 決して包み隠そうとは思っとりませんただ、その理由は、後日改めて打ち明けさせていただくとして、今日のところは、ただ、切に切にお願いを。と、彼は、敬意を表するため、椅子から立ち上がりさえした。ですが、なんとおっしゃられても、それは不可能じゃありませんか。あなただってお分かりでしょう。と、ベリチャーニノフも席から立ち上がった。 なんで不可能なことがあるもんですか、アレクセイ・イバーノビチ、これをきえに、あなたを友人として追い合わせしたいと思っていたんですよ。それにまた、わざわざ追い合わせするまでもなく、あなたは、戦国、あの人たちとは、お知り合いのはずじゃありませんかね。それ、あのザフレイ美人の別称にお供しようと申しているんですよ。あの後島間のザフレイ美人ですよ。 なんですってと、ベリチャーニノフは、鈍強な賞を挙げた。そのザフレー美人というのは、彼が、一と月ほど前、ほとんど毎日のようにそうし、インタスへ、第4水準2の12の11、で、とうとう、在宅のところを捉えることのできなかった、あの五島間にほかならなかったのである。判明した事実を総合してみると、この男が例の訴訟事件で、 相手方の利益をずっていることは、疑いのないところであった。そうですとも、まさにそうなんですよ。と、ベリチャーニノフのドハズレな仰天ぶりに力を得たもののように、パーベルパーブロビチはニコニコした、まさにあの人なんですよ。ほらまだ悟るルておいででしょう。いつぞや、あなたが、あの人と一緒に歩きながら、話をしていらしたことがありましたっけね。あの時、 私はあなた方の方を見ながらおうらいの反対側に立っていたんです。あなたのお話がサインだらあの人のそばへ行こうと思って待っていたんですよ。二十年ほど前には一つ役所に椅子を並べていたほどの仲なんです。ただしあなたのお話がサインだらそばへ行こうと待っていた頃はまだ別にそんな考えがあったわけじゃないんです。 ほんの最近、つい1週間ほど前から、出し抜けに、そんな気になったもんでして。ですがね、あなた、先方は、どうして、なかなかきちんとした家庭のように見受けられますがなと、ベリチャーニノフは、無よこしまきな教炭の色を浮かべた。きちんとした家庭だったらどうだと、おっしゃるんですと、パーベル・パーブロビチは、仏いただき面をした。 いやもちろん、そんなつもりで行ったんじゃありませんがね。ただ、あの家へ行って、私の見た限りでは、向こうでは悟る得ていますよ。あなたのいらしたことを、ちゃんと悟る得ていますよ。と、パーベル・パーブロビチは、嬉しそうに話を引き取った。ただ、あなたの方では、あの家の者のとはおえになれなかったわけですな。ところが、主人は、ちゃんと、あなたのことを悟る得ていて。 尊敬しておりますよ私はあなたのことをあの家の人たちの前で大いに敬意を込めて推奨しておいたんです。だがまだ奥さんが亡くなって3月にしかならないのに一体どうしたことなんですいやそれは何も今すぐ式を挙げるわけじゃないんです。本来の方は9ヶ月かもしかすると。 十ヶ月後のことになりましょう。それで、ちょうど一年の服も期もおしまいになるわけですからね。そこで、これはもう保証しますがね、万事は、実にうまい具合に運んでいるんです。何よりもありがたいことには、フェドセイ・ペトロービチは、子どもの時分から、この私という人間を知っているんですし、亡くなった妻のことも知っていましたし、また、 私の暮らし向きのこと、世間の信用、それから相当の資産のあること、また今度はこうして社会転することになったことまで知っていますんで、何から何までが有利な条件になっているわけなんです。とすると、あの人の娘さんをもらわれるんですかその一部始終を一つ詳しく申し上げるとしましょうかねと、パーベル・パーブロビチは。 嬉しそうに首を縮めて、失礼して、タバコを一本つけさせていただきますよ。それに、どうせ、あなたも、今日ご自身でご覧になることですからな。そもそも、あのフェドセイ・ペトロービチのような敏腕家になると、一丹世人の注目を引き寄せさえすれば、このペテルブルグでは、なかなか、大した椅子に座れるものでしてね。ところがですが、決まった宝灸と、 その他に何やかやと、まあ、臨時家宝とか、小値金とか、追加種あたりとか、全部料とか、それから一時資金とか、そんなものを除いては、何一つ、その、つまり、これといった資産になるような、重みのある金はないというわけなんです。なるほど、見た目にはいい暮らしはしている。しかし、あれで家族を抱えているとなると、どうして、 宿材なんかとてもできるもんじゃありません。まあ考えてもごらんなさい。フェドセイ・ペトロービチには娘が8人もあるのに、1人息子はまだほんの子供と来ているんです。今、あの人にもしものことがあってごらんなさい。あとはもう雀の涙ほどの遺族扶助料が降りるきりじゃありませんか。そこへ持ってきて女の子が8人ですぜ。いやはや、 まあちょいと考えてみてもください。仮に、その一人一人に、靴を一足ずつ買ってやるにしても、一体いくらかかりますかな。おもけに、その八人のうち五人までが、もう嫁入り盛りなんです。一番上のは二十四ですし、実に素晴らしい美人ですぜ。まあ、後でとっくりご覧なさい。六番目のは十五で、まだ女学校へ通っているんです。 ところで、この上の五人の娘には、お婿さんを見つけてやらなけりゃならんのですし、それも、今季を逃がさんよう、できるだけ早くしなければなりません。したがって、一家の父たる者、その娘たちを飾り立てて、社交界へ出してやらなければならんわけですが、それが、また大変なもの入りでさあね。ね、そうでしょう。そこへ、突如として、 この私が出現したんです。しかも、ただ出現したばかりじゃない、実に、あの家にとっての最初の花婿候補者としてなんです。勝てて加えて、こっちの心情は、先ようで宣告ご承知だった。というのは、つまり、れっとした財産のあることですがね。ざっと、まあ、こうした次第なんですよ。と、バーベル・バーブロビチは、 いい気持ちで続けてきた説明を結んだ。で、あなたは、その一番上の娘さんに求婚なすったんですかいや、その、私は、一番上のじゃないんです。私がもらおうというのは、その六番目の方なんですよ。今も申したように、まだ女学校へ通っている。へと、ベリチャーニノフは、 思わず薄笑いを漏らした。だって、今のお話じゃ、まだ15だというじゃありませんか。今は15ですがね。しかし、もう9ヶ月すれば16になりますよ。16歳と3ヶ月になる感情です。別に、死災はないじゃありませんか。もっとも、今すぐ、こんな話を持ち出すのもどうかと思われるので、まだ、 公然とは何も切り出してないんですただ両親との話し合いだけなんでして何はともあれ万事は実に常守備なんですよするとまだ決まったわけじゃないんですねいや決まっているんですちゃんと決まっているんですよまあ安心してください万事は常守備なんですからで本人は知ってるんですか つまり、そこは、大祭の上から、表向きはまだ聞かされてないふりをしてはいますがね。なあに知らないはずがあるもんですかね。と、パーベル・パーブロヴィチは、嬉しそうに目を細めて見せたが、どうでしょう。あなたに祝福していただけるでしょうか、アレクセイ・イバーノィチと、今までとは打って変った、ひどくおずおずした調子で、彼は言葉を結んだ。だって、 何も私なんぞの出る幕じゃないじゃありませんか。それにまたと彼は急いで付け足した私はどうあってもお供はしないつもりですからしたがってあなたの方でも宣告のお話のその理由とやらはおっしゃってくださらないでも結構ですよ。アレクセイ・イバーノビチ・マーソー全く私があなたと馬車に並んで座って のこのこで向いていけるものかどうかまあ自分でも一つ考えてご覧なさるがいい花嫁に席するパーベル・パーブロビチのシンごとのおかげで一時は紛らされていたもののこの時またもや最善のいやわると敵意の感じがムラムラとベリチャーニノフに帰ってきたもう1分もこのにらみ合いが続いたら彼はこのいやらしい客を追い出してしまったに違いない そればかりでなく、彼は、何かしら、自分自身にまで腹が立ってならなかったのである。そこを、ぜひ一つ、アレクセイ・イバーノビチ、ご一緒にお出向き願いたいんですよ。と、パーベル・パーブロビチは、感極まったショで哀願した、ダメですよ、ねえダメですよ。そんなことをおっしゃっちゃう。と、ベリチャーニノフの苛立たしい。 同時に決然とした身振りを読んで、彼は両手を振りながら言葉を続けた、アレクセイ・イバーノビチ、ねえアレクセイ・イバーノビチ、まあ、そう手っ取り早く決めちまわないでください。どうも、私の見るところでは、あなたは、私のことを曲解してらっしゃるようですよ。つまり、その、あなたにとっても私にとっても、お互い同士が友達じゃないことぐらい。 私だって、重々承知しておりますものね。なんぼ私がトンマだっても、まさかそれがわからないほどじゃありませんさ。それに、ただいまお願いしていることにしたって、決して、あなたにとって、後々のご迷惑になるような筋合いのものじゃないんです。第一、この私自身が、明後日は、もう、当たり地から、きれいさっぱり足を洗って、 はずっていくんですからねつまり今までのことは一切何もなかったと同然になっちまうわけなんですよ。ですから今日のところは一つ本物の,のの弾みということにして是非お願いしますよ。私は実のところあなたのお心に宿る格別の感情に甘えていわばそれに望みをつないでこうして伺った次第なんですよ。 アレクセイ・イバーノィチ。つまり、私は、最近になって、あなたのお心の中に目さとるめてきたと想像される、あの感情のことを申すんですが、これではっきりと申し上げているつもりですけれど、それともまだ足りませんかなパーベル・パーブロビチの興奮状態は極点に達した。ベリチャーニノフは、けげんそうに相手を眺めていた。つまり、 あなたは、この私に何かしてもらいたいことがあるんですね。と、彼は、考え込みながら聞いた。そして、ひどく頑強に主張なさる。どうも、そこが、私には腑に落ちないんですよ。もっと詳しいところを伺いたいもんですな。ただもう、私と一緒にお出向きくださるだけで結構なんですよ。その後で、またこちらへ戻って来てから、 何もかも洗いざらい、懺悔のつもりで、あなたにお打ち明けしますよ。アレクセイ・イバーノビチ、どうぞ、私の口を信じてください。しかし、ベリチャーニノフは、やはり断り続けた。しかも、その拒絶は、自分の胸に、ある重苦しい独年に満ちした考えの募るのが感じられれば感じられるだけ、ますます頑強になっていった。 その独年に満ちた考えは、戦国、パーベル・パーブロビチが、花嫁の話をやり出した。そもそもの初めから、彼の胸にさしかけていたもので、果たして、それが善なる好奇心なのか、それとも、まだ、全く漠然としている何かの誘惑なのか、そこのところは定かでなかったけれど、とにかく、承知してやれ、承知してやれ、と、しきりに彼を探すのであった。 そうして、サカスショウが内心に強まれば強まるだけ、ますます彼は頑張るのであった。彼は、頬杖をついて座ったまま、あれやこれやと思い迷っていた。パーベル・パーブロビチは、しきりに、その彼の鼻息をうかがって、うるさくせがむのであった。よろしい、行きましょうと、彼は、突然、不安そうな、ほとんど黒乱したような様子で承知すると、 同時に腰を持ち上げた。バーベル・バーブロビチは、有頂天になって喜んでしまった。それじゃあダメですよ、アレクセイ・イバーノビチ、今日は、一つおめかしをしてくださいよ、と、彼は、着替えを冴ませたベリチャーニノフの周りに、小踊りしながら、まといの弦に変えて、缶、180の17割りついた、もう一段上等のやつを噴発してくださいよ。つまり、 ご身分に恥かかしからぬやつをねなんだって、そんなことにまで口を出すんだろう、おかしな男だな。と、ベリチャーニノフは、心にそう思った。ところで、私は、実は、もう一つ、他にお願いがあるんですがね、アレクセイ・イバーノビチ。一胆言ってやろうとご承諾くだすったからには、ついでのことに私の引き、インタスへ。 第4水準2の12の11主役になってくださいよ。というと早い話が例えばこの模章をいかにすべきかという大問題があるんです外したもんでしょうかそれともこのままつけておいたもんでしょうかねそりゃあおしたがいですないやそこをあなたに決めていただきたいんですよ もしあななたただったら、どうなさいますかね。つまりそのあなたが喪章をつけておられたらばですな私一個の考えとしては喪章をこのままにしておけばつまり心のミサオが堅固だという証拠になるでしょうししたがってまた先行の受けもいいはずだとこう思っていたんですがねいやもちろんお外しになる方がいいです もちろんとおっしゃるんですが、もちろん外す方がいいと。パーベル・パーブロビチは、小首をかしげた、いや、やっぱりこのままつけとくとしましょうよ。じゃお従いに。とベリチャーニノフは答えて、やっぱり、ヤっコさん、俺の言うことをまことに受けちゃいないんだ。こりゃあいい具合だわい、と心に思った。2人は表へ出ていった。 パーベル・パーブロビチは、めかしたてたベリチャーニノフの姿を、さもみつるたそうにとみ貢献するのだった。それどころか、彼の眼には、今までよりも一層深い敬意と書上の色が浮かんでさえいるらしかった。ベリチャーニノフは、相手の様子に呆れると同時に、自分自身についても、さらに一層呆れ返っていた。宿の門のところに、豪勢な馬車が、一うてな、 彼らを待ち受けていた。ほう、車までちゃんと用意してあるんですかしてみると、初めから私が行くものと思い込んでいらしたんですね。いや、車は、自分のために雇ったんですがね、しかし、あなたが一緒に行ってくださるだろうとは、9分通り信じておりましたよ、と、パーベル・パーブロビチは、さも幸福な人間のようながんで返事をした。ねえ。 バーベル・バーブロビチとやがて2人が馬車に勝利込んで車が動き出してからベリチャーニノフは何か苛立たしげな性で笑い出したそれじゃあんまり私の戸の中を一人相手になさりすぎるというものじゃありませんかねしかしアレクセイ・イバーノビチだからといってそのあなたが私のことをドンマだなどとはまさかおっしゃるおつもりじゃありますまいね バーベル・バーブロビチは、しみじみしたショで、きっぱりと答えた。だがリーザはと、ベリチャーニノフは、ふっと、心にそう思った。が、清いものを得そうとしている自分に、愕然としたもののように、慌てて、その想念を振りふつった。するとまた、突然、自分というものが、この瞬間、実にちっぽけな、取るに足らないもののように思われた。 自分を今まで誘惑していた想念が、実にケチくさい、稔に、けがらわしいものに思われてきたのである。そして、またしても、これが非でも一切を法的して、せめて、今、すぐに、でも、この馬車から出てしまいたい。そのため、もし必要とあらば、バーベル・バーブロビチを叩き伏せたって構わない、と、そんな考えが、ムラムラと湧いてきた。 その途端に相手が喋り出したので、またもや、例の誘惑が、彼の心を負にしてしまった。アレクセイ・イバーノビチ、あなたは、宝石の鑑定ができますかね宝石って何ですかダイヤですよ。そんならできます。贈り物を持参したいと思うんですがね。一つご助言を願いますよ。 その必要があるでしょうかそれともないでしょうか私の考えではありませんね。でも、どうしても私は持って行きたいんですがねえ、と、パーベル・パーブロビチは言い返した。ただ問題は、何を買ったものかということなんですよ。人揃いそっくり、つまり、ブローチ、耳は、腕輪を組みにしたものか、それとも、 その中の一品だけにしたものか、どんなもんでしょうね ?1 体いくらお出しになるつもりなんですまあ4五百500ルーブルですね。ほう。多すぎますかと、パーベル・パーブロビチはぶるっとした。腕輪だけにするんですね。100ルーブルも出してね。パーベル・パーブロビチは、しょげ返ってしまった。彼は、 なるべく金をかけて、人揃い、そっくり買いたかったのである。で、彼は、盛んにダダをこねた。とにかく、二人は商店に立ち寄った。ところが、とどのつまりは、腕輪を買っただけのことになってしまった。それすら、パーベル・パーブロビチの買いたいと思った品ではなしに、ベリチャーニノフが指した方だったのである。 バーベル・バーブロビチは両肩とも買いたかった。最初は腕は一組で175ルーブルとふっかけてきた店の主人がやがて150ルーブルまで折れて出た時には彼は帰って三年泣きさえしたのである。向こうでもし200とふっかけたとしても彼は喜んでそれだけふつったにそういない。それほどに金をかけたかったのである。 私がこんなに急いで贈り物をするからって別に差し障りはないんですよと再び馬車が動き出してから彼はいい気持ちでベラベラやり始めただって先方は何も上流でも何でもないごく普通の家庭なんですからねそれに三代子島キナージョウさんというものは贈り物が好きなものでしてねえと彼はズルルそうにしかも楽しそうににやりとしてあなたは 戦国アレクセイ・イバーノビチ相手が15だと私が申した時妙な笑い方をなさいましたっけねところが私は実にそこんところに惚れ込んじまったというわけでしてねつまりその座月町だのペンダノの,の入っているちっちゃなカバンをぶら下げてまだ女学校へ通っている実にそこんとこなんですよえへこのちっちゃなカバンが 私をポーっとさせちまったんですよ。ミノルギはあの無横島木というやつが、私には、もうたまらん魅力なんでしてね、アレクセイ・イバーノビチ。それに比べりゃ、お面の美しさなんぞは、私にとっちゃ大した問題じゃないんですよ。友達と一緒になって、隅の方でキャーキャー笑いてんげてるんです。その笑うことといったら、もう、それこそホーズがありませんよ。 何しろ、あなた、子猫が、タンスの上からベッドへ飛び降りて、そこでくるくると丸まった。それだけでもう大笑いなんですからね。おもけに、新鮮なリンゴの匂いがするんですよ。ところでと、喪章は、いっそ外したもんでしょうかね。どうともお従いに。じゃ、外しましょう。彼は、帽子を脱いで、 喪章を引っ張がすと、そのまま、ぽいと、窓の外へ放り出した。そして、彼が、再び、その帽子を、はげ上がった頭にかぶり直したとき、その眼に、実に明るい希望の色が輝き出たのをベリチャーニノフは見逃さなかった。この男は、一体、本当にこれだけの人間なのかしらと、彼は、もう、 子と証明の肉割りにくられながら心に思った俺を引っ張り出したことには本当に何の下心もないのかしら本当に俺の行為に甘えただけのことなのかしら彼はこの最後の過剰にほとんど立腹せばかりになって想像を続けたこの男は一体何者なんだろう道家かバカかそれとも 例のの永遠の夫っていうやつなのかいやいや、結局何が何だか分かったものじゃないぞ。12. ザフレビ美人の家でザフレビニンの家は先国もベリチャーニノフが言っていた通りミノルギはなかなかきちんとした家庭だったし辺りのザフレビ美人もスコブル角ミノルナ地方を占める管理で上長の気受けも極めてよかった。 とはいえまた、戦国、パーベル・パーブロビチが、この家のおさむ入りを表して、なるほど、見た目には、いい暮らしをしているが、あれで、あの人に、もしものことがあってごらんなさい、あとには一文だって散理はしませんやね、と言ったのも、何一つかけねのない話だった。ザフレー・ビニンロウは、いそいそと、愛想よくベリチャーニノフを迎えて、席日の、旧敵は、今や、 全く友人に一変してしまった。いやおめでとう。まずまず結構でしたな。と、彼は、気持ちのいい毅然とした眼つきで、最初からそう切り出した。私も、実は自断にするように主張していたわけでしてな。しかし、あのピョートル・カール・ロビチ、ベリチャーニノフの弁護士は、こうしたことにかけちゃ、全く国法的存在ですな。どうです 六よろずという金が、ロウせず、長引きもせず、いがみ合いもなしで、まんまと、あなたの手に転げ込むんですからな。大丈夫三年は、長引きそうな事件でしたよ。メリチャーニノフは、すぐまた、ザフレービニナ夫人にも引き合わされた。これはお人よしらしい、疲れたような顔をした、五十格好のひどく声みつるした夫人であった。やがて、 お嬢さんたちも、一人ずつ、あるいは、二人ずつ手を取り合って、しずしずと毛を引きながら、現れてらいた。ところが、順繰りに現れ出たお嬢さんの柵は、すこぶる多数に上って、いつの間にやら、十人か十二人ほどになっていたので、ベリチャーニノフは、もう数えることもできない始末だった。入って、来いるお嬢さんがあるかと思えば、 入れ替わりに出ていくお嬢さんもある。だが、実のところは、この中には、近隣の別所友達が大勢混んでいたのであった。一対サフレー美人家の別所というのは、何やら得たいの知れない、しかし、妙に凝った建て方をした大きな木造の家で、その上、その時々の建て増しが目につくのだったが、里信じて、すこぶる広大な庭に臨んでいた。ところが、 この庭に望んでいるのは、この別所一つではなくて、なお、三十四件のよその別所が、思い思い、の方角から、同じ庭に面していたわけなのである。つまり、この広大な庭は、それらの別所に共通のものなので、従って、自然ここの娘たちが、隣近所の別所の娘と接近することにもなったのであった。リチャニノフは、 最初の似た、現三子とのやり取りの間に、自分の今日のライがあらかじめ先方で待ち受けられていたことや、自分がバーベル・バーブロビチの親友として、この家庭とお近づきになりにライするということが、ほとんど成り物入りで戦地とされていたらしいことを、早くも見て取った。それのみならず、この道にかけては、なかなか鋭敏でもあり、老練でもある彼の眼光は、 まもなく、その場の雰囲気に、何かしら、一種特別のものが漂っていることまで見破ってしまった。老夫婦のあまりにも、陰銀を極めるあしらいといい、娘たちの何か、妙に取ってつけたような眼つきから、その着飾りようといい、もっとも、ちょうど祭日には違いなかったけれど、彼の同、うちに、一末の疑念を呼び覚まさずには置かないのであった。こりゃ バーベル・バーブロビチにいっぱい食わされたぞ。もちろん正面切ってそれとは言わなかっただろうけれど。私は、まあそう思いますねぐらいのところで、かさかしながら、やっこさん俺のことを、やれしさんのある紳士だとか、上流者への、寝やさびしさを囲っていると組者だとか。だから今すぐとはいかないだろうけれど、そのうちどうかした表紙に急に発信して、家庭を持つ決心を起こさんものでもない。 いや、その可能性は十二分にあるとかことに今度こうして遺産も天下混乱ですからねとかさんざこの連中に気を持たせたのにそういないそう思ってみると一番上のザ・フレイビニ・ナジョン、つまり戦国パーベル・パーブロビチが素晴らしい美人という言葉で表現していた例の24になるカテリーナ・フェド・セーブナにどうやら そうしたた気構えが即見えるのであった彼女はその着付けといいふさした初の一種風変理なゆいげぶりといい妹たちをばついて一段と際立って見えたその一方妹たちや他の領長たちはどうかというとベリチャーニノフが今日お近づきに訪問して来たのはカーチャー姉様が目当てなのでつまり姉様を見にやって来たのだということは 私たちちゃんと知ってるわと言わんばかりのがをしていた。彼女たちの眼差しや、その日のうちに、うっかりと口を滑らした言葉の端々までが、やがて、この想像が、まんざらねのないことではないことを、彼に確信させたのであった。カテリーナ・フェドセーブナは、背の高い、それでいてぶつたいないほど、まるまると太った金髪の両上で非常に愛くるしい目鼻立ちをしていた。 見るからに、穏やかな、おっとりした、いやむしろぼーっとした気声であるらしい。これほどの娘が、今までうれさんっているとはおかしいな、と、さも、楽しげに、彼女の方をちらちら眺めながら、ベリチャーニノフは、思わずそう考えずにはいられなかった。なるほど、持参金もあるまいし、また、間もなくブクブクに太っちまうに違いないことは目に見えている。だが、今のうちなら、 望み手は、降るほどありそうなものだがな。三類妹たちも、やはり相当の器量だったが、別所、友達の中にも、二三かなりに踏めるがんや、それどころかなかなかの別品さんも混じっていた。そんな品定めをしているうちに、彼は、次第に楽しい気持ちになってきた。とはいえ、その一方にまた、ある特別の関心を抱いて、 この家のの家をまたいだ彼だったのである六番目のナゼイジダ・フェドセーブナ、これは、例の、まだ女学校へ通っている、そして、パーベル・パーブロビチがもらうつもりにしている花嫁であるが、肝心のこの娘は、待たせるばかりで、なかなか出てらいなかった。メリチャーニノフは、待ち遠しさのあまりじりじりしていたが、やがて、その自分自身に驚いて、ひそかに、 自の笑いを漏らしたそのうちに、やっと、彼女が姿を見せると、て面に、一座はさっと色めき渡った。彼女は、一人で出て泣いたのではなく、マリアにキイチシナという滑稽な眼付きをした、栗色髪の、スコブルをキャンで、口先の達者な女友達と連れ立っていたが、バーベル・バーブロビチが、この友達をひどく煙たがっていることは、 一目でそれと分かってしまった。一体このマリア二チ一品は、もう、二十三にも手が開口という、人を小馬鹿にしたような、すこぶるさえはじけた娘で、近所同士の家庭で、小さな子供たちのお相手を務めるお守り役だったが、もうずっと前から、ザフレービニ人のところでは、家の者も、同然の扱いを受けて、ひどく、娘たちの間に、ひときを吐くしていたのである。 特に今となっては、ナージャにとってもなくてはならぬ人物であることは、明らかに見て取られた。ベリチャーニノフは、そもそもの最初の一別で、この家の娘たちばかりでなく、その友達までが、まるで申し合わせたように、パーベル・パーブロビチを白い目で見ていることを感破していたが、やがて、いよいよナージャが入ってライタ団になると、この娘も、やはり彼を嫌っているのだと。 心に断定せざるを得なかった。同時にまた、バーベル・バーブロビチが、その事実に気づかずにいる、ないしは気づくことを欲していないということも見て取った。このガージャが、姉妹中で、一番の器量をよしなことは、あらがう余地がなかった。栗色の髪をした小娘で、野生のままの女のような眼つきをし、ニヒリストのような大胆さを備えている。 燃えるような目指しと、見するような、微笑と、もっとも、それは、しばしば、二の時点、一の二の二十二横しまわるな色を帯いびるのであったが、素晴らしい唇と舌を持ち、細そりと、ひとしひとしの、よく取れた体つきをした、こずれる,るそうなやんちゃ娘で、その燃え立つような表情には、すでに、自春のが型ゆたってはいるものの、同時に、 まだほんの子供っぽい眼つきであった。十五という年はさすがに、その歩む一歩にも、その口にする言葉の端々にもあらわだった。やがての絵話で分かったことだが、バーベル・バーブロビチが、初めて彼女を見たときには、稔際に、老引きの布の小さなカバンをぶら下げていたのだそうである。しかし、今では、もうそんなものは下げていなかった。 やがて、腕輪の贈り物をする段になると、これは大失敗に終わったのみならず、不快な印象をさえ生じさせてしまった。パーベル・パーブロヴィチは、花嫁のごり力と見て取るが、早いか、ニヤニヤしながら、早速、そのそばへ寄っていったのである。そして、先日伺った折には、ピアノの伴奏で、あなたが応対になった、なったわママ、あの快い小曲のおかげで。 大変に楽しい気持ちにならせていただきました。実は、そのご来の印に、といった舞工場で、例の贈り物を差し出したのである。ところが、中途でしどろもどろになってしまい、絶句したまま、まるで自筆した人のように、差し出した腕輪のケースを、なぜ一だフェドセーブナの手に押し付けて、突っ立っていた。こちらはそれを受け取ろうとはせず、恥ずかしさと怒りとに、 さっと、眼をべにらめて、両手を後ろへ引いてしまった。そして、辺り黒の色をありありと浮かべている母親の方へ、彼女は、きっと眼を向けると、大きな章でこう言ったものである。あたし嫌ですわ、ママ。頂戴して、お礼を申し上げなさいと、父親は、穏やかな中に、厳しさを含めた章で言ったが、彼も、内心では、 やはり踏みつるだったのである。困りますなあこんなことをなすっちゃう。と、彼は、バーベル・バーブロビチの耳元で、くんすような調子でつぶやいた。ナージャは、しょうことなしにケースを受け取ると、ふくめになって、小さな女の子の流儀で、膝頭のおしぎをした。つまり、いきなり体を沈めたかと思うと、急にまたゼンマイ人形みたいに、びょこんと跳ね上がる。 ああれをやったわけである。そこへ、姉の中の一人が、腕輪を配味に近寄ってライルと、ナージャはまだ開けてもないケースをそのまま渡してしまって、自分は見るのも嫌だという気持ちを示した。やがて腕輪は取り出されて、一座の者の手から手へと渡り始めた。しかし、皆僕鹿として配味するだけで、中には露骨な嘲笑の色を浮かべているものもあった。ただ、 一人母親だけが、まあ大層かわいらしい腕輪ですことなどと、しきりにもぐもぐと唇を動かしていた。この散冊のたいた、楽に、パーベル・パーブロビチが穴があれば入りたいような思いでいるところを、ベリチャーニノフが助け舟を出した。彼は、行き当たりばったりに、心に浮かんだ事柄を手るにとって、やにわに体勢を出して。 さも熱心そうにしゃべり立て始めたのであるそしてものの五分とは立たぬうちにまんまと逆魔中の未潮をさらってしまった彼は社交上理の座談術を見事に身につけた男だったのであるそれは他でもない自分を大楽々な人間と他人に思わせると同時にこちらの方でも調帝一同を 自分と同様のな楽楽な人たちと心得ているといったふりをする一種の技巧なのである。彼はなお必要と見れば天下御免の太平楽な幸福人に化けを押せてしかもいささかたりとも不自然の後をとどめなかった。また彼は話の急所急所にピリリとくる辛辣な稽古や比きなあてこすりや なダジャレ屋を巧みに織り込むことにかけてもすこぶる心得たものであったしかもその皮肉にしろダジャレにしろまたそもそもの話全体にしてからが恐らくは唐の昔からちょくらされ暗記され既に再三実ノルに応用されたものに相違なかったにもかかわらず全くひょいとした弾みに飛び出したといった具合にさり気なくやってのけるのであった しかも今の場合は彼の技巧にカウルに自然の情のリウロまでが手伝っていたのであるつまり彼は自分がそうした気分になっており何者かが彼をぐんぐんと引きずっていくのを感じていたのであったまた彼は猛作文もすればひつらず三鶴座の目を己一心に集めてみせる三鶴座の耳をただ 己一心に集めてみせる。ただ、俺だけを相手に話をするようにしてみせる。俺の話にだけ笑い共ずるようにしてみせるという、燃えるような絶対の信念を、身内にひしひしと感じていたのであった。と、果たせるかな、間もなく、どこかで笑い声が聞こえ、だんだんに、他の連中までが、話に口を出すようになり、彼はまた、他人を、 話の中に引き入れることにかけても、入信の腕前を持っていた。やがて、3人4人の話し出すショーが一時に勝ち合うまでになった。サフレー・ビニナ夫人の物ぐさげな疲れたような眼つきも、今では、ほとんど気跡の色に輝き始めた。鉱骨として、彼の話に長期き入り、彼のがに見入っているカテリーナ・フェドセーブナの面上にも、やなり同じ色が見て取られた。 ナージャは上目遣いに、威罰つ、不要な鋭い眼光を彼に注いでいた。それによってみると、彼女は、あらかじめ彼に対する反感を植え付けられていたらしかった。その様子が、ベリチャーニノフの雄弁に、いよいよ油を注ぐことになった。例の、根性曲がり、のマリアにチ一品になると、さすがに見上げたもので、話の隙をうかがって、まんまと、一丁。 かかなりていたい嫌がらせせを彼に浴びせかけたつまり彼女は昨日ここでパーベル・パーブロビチが彼のことを竹馬の友として披露に及んだという仕組みをあらかじめ考えついてそれをさもまこと稔らしく相手に思い込ませておいてから彼の年齢を7つも上にもちろんあからさまには刺さなかったがはっきりそれを匂わせて見積もってみせたのである。 とはいえ、そのマリア2チシ品でさえ、しまいには、彼に好意を持ってしまった。パーベル・パーブロビチは、この言うようを見て、全く放棄に取られてしまった。もちろん彼にしても、この友人の有する手腕については、まんざら知らぬわけではなく、最初のうちは、その着々として収められる成果をむしろ喜んで、自分でも、クスクス笑いをしたり、話に、 口を出したりしていたのであったが、しかもどうしたわけだか、そのうち、だんだんに物思わしい気分に沈むようになり、やがての果てには、すっかり憂鬱になってしまった。それは、彼の黒乱した行走にありありと現れていた。いや、これは、あなたは、こちらでお接待するまでもない、しごく手のかからないお客ようですな、と、やがて、ザフレービ人狼は、 椅子を立ちながらさも愉快そうな面持ちで相談場を下した。彼はこれから二階の書斎へ引き取ろうというのでそこには祭日だというのに彼の検閲を待ついくつかの書類がすでに用意されていたのであった。それをどうでしょうこの私と来たらあなたのことをつい今の今までこの頃の若い人の中でも。 一等陰気、臭いヒポコンデリー患者だと睨んでおりましたよ。いやはやとんだ勘違いをすることがあるものですて。広間にはピアノが据えてあった。ベリチャーニノフは、どなたがオートラクをおやりになるのかと尋ね、そして、いきなり、くるりと、ナージャの方を振り向いた。あなたは、確か、小楽の方をおやりでしたな。まあ、誰が申しまして ナージャは切って返した。パーベル・パーブロビチが、宣告そう言ったじゃありませんか。嘘ですわ。あたしのはほんのお座教よ。章だって悪いんですもの。私だって、私だってはママ、まあ、ろくな章じゃありませんがね、とにかく歌いますよ。じゃあ、あなた歌ってくださいますわね。そうしたら、あたしも歌うことにしますわ、と。 ナージャは目を輝かせたけど今はだめよ夕ご飯がサインでからね本当を言うと私おとらくはもう沢山なんですのと彼女は付け加えたことにあのピアノと来たらもうそれこそうんざりですわだって朝から晩までみんなして単位たり歌ったりそりゃ大変な葬儀なんですものどうにか聞けるのはカーチャ姉ネだけなのよ メリチャーニノフは得たりとばかり、その言葉尻を捉えて、根掘り葉掘り聞くうちに、とどのつまり、姉妹の中で、まこと面目に、ピアノの稽古をしているのは、カテリーナ・フェドセーブな一人ということが分かった。彼は、早速彼女に向かって、一曲どうぞと、書紋に及んだ。彼がカーチャーネ様に話しかけたのを見ると、一座は、みるみる晴れやかな気分になってきた。 中でも母親などは嬉しさのあまり顔をベニラめたほどであったカテリーナ・フェドセーブナはにこやかに席を怒こってピアノの方へ歩を運んだがにわかにこれも我ながら思いもかけずさっと耳の根まで赤くなってしまったそして自分がこんなに大きなもう24にもなる立派な大人でしかも こんなに太ったなりをしながらまるで小娘みたいに赤くなったりしてと思うと急にひどく恥ずかしくなってしまったそうした気持ちはピアノの前に腰を下ろした彼女の眼にはっきりと書いてあったのである彼女は何かハイドンのものをたんいたがよしヤマインは失われていたとはいえ極めて正確な単相ぶりを示したしかし彼女が硬くなっていたことも そうれぬ事実だった彼女が短期を得るとベリチャーニノフは彼女の単相ぶりをではなしにハイドンをそれも彼女の単いたその小作品のことを盛んに褒めちぎり始めたすると彼女のがにはありありと喜びの色が漂い始め自分へではないハイドンへの賛子をいかにもありがたそうに楽しげな面持ちでじっとちょういているのであった これには、さすがのベリチャーニノフも驚いて、今までよりも、一層の優しさと、注意のこもった目指しで、思わず彼女を見直さざるを得なかったのである。おや、これほど素晴らしい娘だとはと彼の目が語った。そして、ミツルザの者は、一世に、この彼の眼色を読み取ったらしかった。ことに、カテリーナ・フェドセーブナ自身が人一,一倍。 実に大したお庭ですね。と、彼は、バルコンのガラス戸に目を転じて、急に一堂に向かって言いかけた。いかがです。一つ、皆さんで庭へ出てみようじゃありませんか。散りましょうよ、散りましょうよ。と、娘たちのか高い会館賞が、それに応じた。それは、まるで、彼が、一座の者のひそかに希望していたところを、 ぴっったたたりと言い当てたかのようであった一同は夕食までの間庭を商用した。塔から忠臣を死に別前退きたく思っていたザフレービニナ夫人をその時やはりみんなと一緒に庭へ出て人歩きしてみたくてならなかったがまた考え直してバルコンにいさんって休息を取ることにしそのまま早速居眠りを始めた。 庭に出ると、ベリチャーニノフと少女たち一同との中は、一層親しさを増した。間もなく、彼は、庭続きのそこここの別シから、二十三人の非常に若い青年が出て抱いて、彼らの仲間に加わったのを認めた。一人は大学生だったが、もう一人の方は、まだ、ほんの中学生、駅舎中。八年生の中学校に過ぎなかった。彼らは、 すぐさま自分の少女のそばへ走り寄ったしその少女がいるからこそ彼らが出てらいたことは一見して明らかであったさらにもう一人の青年はすこぶる過激臭い頭髪を方法にして大きな青眼鏡をかけた二十歳ほどの子であったが出てくるやいなやマリア・ニキイチシナやナージャンを相手に眉の根を寄せながら何やら 早口にひそひそ話をし始めた。そして彼は険しい目つきでベリチャーニノフの方をじろじろ見るのであった。うち見たところ彼に対して極度の強烈的な態度をとることを自分の義務とでも心得ているらしい。23人の少女が早く何かして遊びましょうよと言い出した。何をして遊ぶんですというベリチャーニノフの問いに答えて彼女たちは 鬼ごっこをはじめどんな遊戯でもするけれど夕方にはことわざごっこをするのがまず普通だというのだったこのことわざごっこというのはみんなが一塊に座って一人だけが一時その盤を外しているそして座っている連中が相談をして何か一つのことわざ例えば急がばインタスへ 第四水準二の十二の十一レ瀬田の長橋を選び出すそこで離れていた一人を呼び戻して命名が順々にそれぞれ一句ずつを考えてそれを鬼に話して聞かせる一番目に口を開く者は「急がば」という言葉の入っている文句を言い二番目の者は「インタスへ」第四水準二の十二の十一レという言葉の入っている文句を言う といった具合に運んででくのであるそこで鬼はそれらの文句をみんな寄せ集めて問題のことわざを当てなければならない。ざっとこうした遊戯だそうである。そりゃきっと面白いでしょうねとベリチャーニノフは言葉を添うんだ。あら嫌だとってもつまんないのよと23人の将が一世に反対した。でなければ。 芝居ごっこをすることもありますわとナージャが彼に向かって口をそうんだほらあそこにぐるりにベンチの置いてある大きな木があるでしょうあの木の後ろを楽屋に見立てて役者が座るんですの王用もあれば女王葉もいるし王女だの青年だのみんな好き好きの役を選んでうてなしを思いついて人から順に枚うてなえでてらいて口から出かせにしゃべるんですの それでも、どうにか芝居らしいものができますわ。それは素晴らしい。と、再び、ベリチャーニノフは三子を呈した。あらうそ、とてもつまらないのよ。はじめのうちこそ、いつもなかなか面白くできるんですけど、おしまいの方が、きっとでたらめになっちまうんですわ。だって、誰一人締めくくりのつけられる人がいないんですもの。でも、 あなたがいらしたら、もっと面白く行くに違いありませんわね。実を言うと、あたしども、あなたのことを、パーベル・パーブロビチのお友達とばかり思っていましたのよ。今になって考えると、あれは、みんなあの人の大風呂敷だったんですのね。あたし、あなたがいらしてくださったので、本当に嬉しいのよ。それには、ちゃんと訳があるの、と、彼女は、ひどく真面目な。 印象の深い目つきで、ベリチャーニノフの顔をじっと見たかと思うと、すぐさま、マリア・ニキイチシナの方へ行ってしまった。きっと、今晩は、ことわざごっこが始まりますわ、と、今まで、彼が、ほとんど目に求めなければ、まだ、口を聞いても見なかったリンカの娘が、いきなり、ベリチャーニノフの耳に口を寄せて、さも打ちしょう話でもするような調子でささやいた。今晩は、 きっとみんなであのパーベル・パーブロビチをからかうに違いありませんわ。あなたもそうなさいますわね。あなたが泣いてくだすったんで本当にうれしいわ。あたしたちいつもそりゃつまんないんですものとまた別の近所の娘がさも親しげな調子で彼に話しかけた。これなどは今まで彼が完全に無視し去っていた娘でそれがひょっこり。 男の時どこからか姿を現したのだった。赤っちゃ、桁髪の毛をした少女で、スズメハンだらけの癌を、熱きと歩行とのため、滑稽なほど蒸気させている。その間にも、バーベル・バーブロビチの不安な気持ちは、ますます募るばかりだった。庭の散歩が終わりに近づいた頃には、ベリチャーニノフは、もう、すっかり、ナージャと仲良しになってしまった。 彼女は、もう宣告のように、白い目でじろじろ眺めるどころか、どうやら、彼の思想を主催に点検することもやめにしたらしかった。そして、ただ、もう体勢で笑ったり、跳ねたり踊ったり、神田会将を立てたりして、彼の手を二度ほどぎゅっと握り締めさえしたのであった。彼女は、ひどく楽しい気持ちになっていて、バーベル・バーブロビチの方などは、 大変らず見向きもせず、まるで目に求まらないといった様子だった。ベリチャーニノフは、これは、もう、確かに、何事か、バーベル・バーブロビチに対する陰謀が企まれているに違いないと見て取った。現に、ナージャをはじめ、一群れの少女が、ベリチャーニノフを取り、かっこいんで、向こうの方へ連れて行き、他の別所、友達の一群れが、いろんな口実をつけて、 バーベル・バーブロビチを別の方角へ誘っていくといったことも幾度となく繰り返されたのであった。しかし、その都度バーベル・バーブロビチは囲い身を破って、すぐさま、ベリチャーニノフ・やナージャのいる方へ、一目散に飛んでらいて、不安そうな蝶耳を立てている、その剥げ上がった頭を、いきなり、二人の間に突っ込むのであった。しまいには、彼は、もう、 遠慮も会釈もなくなってしまって、時によると、その身振りや動作に、呆れるほどの子供っぽいがんぜなさを発揮するのだった。一方、ベリチャーニノフは、カテリーナ・フェド・セーブナの様子にも、改めて、もう一遍特別の注意を向けずに羽織られなかった。今では、もう、彼女の目には、ベリチャーニノフが、自分を、見に、やってらいたどころか、もう、すっかり、 ナージャの方に気を取られてしまっていることはもちろんはっきり映っているはずであったそれにもかかわらず彼女のがには宣告と同じく依然として優しい柔和な色がたたえられているのであった自分もみんなのそばにいて新たないの客の話に耳を傾けているそれだけでもう彼女は十二分の幸福を感じているらしかった いいじらしいこの娘は自分ではどうしても巧みに一者の話に割ってはいる術を知らないのだったあのカテリーナ・フェドセーブナという姉様は実に素晴らしい方ですねとベリチャーニノフは思い出したようにナージャの耳にささやいたまあカーチャーネ様のことカーチャーネ様みたいな美しい気持ちには誰だってとてもなればしませんわ 私はあの姉様がとても好きなんですの」とナージャはうれしくてたまらなそうながで答えたやがて5時の夕食の時刻になったそしてやはりこの食事までが普通の剣立てではなくて今日のお焼却のため特に心を配ったものであることは一見して明らかだった 普段の剣立てにてっきり付け加えたものにそういないとにらまれる、なかなか凝った料理が、二皿も三皿も出てらいたし、中の一皿などは、実に何ともかぜへんな料理で、果たして、何料理と名付くべきか、誰、一人見当がつかなかったほどであった。食卓用の普通の種類のほかに、これも、やはり、今日のお焼客のため、 特に用意したにそういないと会い萄ブドウ酒の一本があった。おまけに、食事の終わり頃には、どういうつもりだか、シャンパンまでが現れた。サフレー・ビニンロウは、杯の旅を過ごして、すっかりいいご機嫌になってしまい、ベリチャーニノフの言うことに、いちいち心よい笑い章を立てるような始末だった。やがての果てに、パーベル・パーブロビチは、とうとう腹を据えかねてしまった。 清い送信に来られて彼は不意に自分も何かしれを言って見ようという気になって実る際それをやってのけたのである彼ははるか松座のザフレービニナ夫人のそばに座っていたのだったが突如としてそこにすっかり喜んでしまった少女たちの高笑いが湧き起こったのであるお父をお父を パーベル・パーブロビチもシャレをおっしゃいましたわよと、中の娘が2人して一世に生やし立てた、あたしたちのことを、驚くに答えたる妙なる乙女、ですってさ。ほほう、トルーソツキーさんまでがシャレを言われるとは。で、どんな洒落を言われたのかなと、一向振るわぬパーベル・パーブロビチを引き立ててやるように、彼の方へ眼を向けて。 さて、どんなされが出ることかと聞かぬ先から、ニコニコしながら、老人は、落ち着きふつった章でそううじた。あのね、こうおっしゃったんですわ、私たちのことを、驚くに答えたる妙なる乙女、ですって。なある。さてそこで、老人はまだほぐせずに、一層人の良さそうな笑みを浮かべながら、その続きを待ち受けた。まあお乳を打ったら、 お分かりにならならいのねだって、ほら、驚くに答えたるとおっしゃって、それから妙なるでしょう。答えたると、妙なるとは、語呂が同じじゃありませんの。驚くに答えたる妙なる乙女。は、はあ、と、老人は照れくさそうに、音を長く引っ張った、ふうむ。いや、この次は、まそっとましなのが、受けたまは割れるじゃろうて。 そう言って、老人は、さも、愉快そうに、カラカラと高笑いをした。バーベル・バーブロビチ、まったく、ローマは、一日にしてならずですわねえ。と、マリアに気一品が、すかさず体勢でやじったが、あら、大変だわ、トルーソツキーさんが、喉に骨を立てちゃった。と、金切りショウを立てて、いきなり椅子から飛び上がった。たちまち、 上を下への大騒動になったがそれこそマリア・ニキーチシナの思うツボだったのである実のところはパーベル・パーブロビチはデレイン氏に大急ぎで飲んだ酒にむせただけの話だったのであるがマリア・ニキーチシナはまことガをして周りの人々に向かってお魚の骨ですわ私ちゃんとこの目で見たんですの お魚の骨を立ててよく死ぬことがあるんですよ。と、しきりに言い張るのであった。背首を叩くといい。と、誰やらが叫んだ。まったくだ、それが一番じゃな。と、ザフレー美人狼も、大きなシでさなしたが、もうそのときには、志願者が続きとして現れていた。いわくまりやにきいしな、いわくれのあかげの別つ友達、 彼女も夕食に招かれていたのである続いてはこの葬儀に気も動転したこの家の主婦といった具合で先を葬ってパーベル・パーブロビチの背首を叩こうと詰め寄せた飛び上がるように食卓を離れたパーベル・パーブロビチは叩かれ前と身をよじりながらいやほんの酒にむせただけですよ咳だってじきに止まってしまいますとチンベンこれり決めた曲に やっとのことで一同も、さては、マリア2チシナの仕組んだ狂言だったのかと思い当たったものの、それまでに、たっぷり5分はかかってしまった。まあ、あんたも下が分おいたさんね。と、ザフレービニナ夫人は、わざとシを尖らせて、マリア2チシ品をたしなめにかかったが、すぐに我慢がならなくなって、ほほほほと笑い崩れてしまった。 めったにシを出して笑ったことのないこの人までが笑い出したので、これまた、一種のセンセーションを巻き起こした次第であった。やがて食事が債むと、一同は、コーヒーを、陰味に、どやどやとバルコンへ出て行った。だが、実にいい天気が続くもんですなあと、ザフレービニ人ロは、すこぶるみつるたそうに庭を眺めながら、しみじみした調子で、 天の廃材をたたえた、これで少々雨が降ってくれさえしたら。では、一つごめんをこうむって、私は、あちらへ急速に参ります。皆さんご機嫌よう、大いに愉快に騒いでください。あんたも愉快にやってくださいよ。と、彼は出て行きしなにバーベル・バーブロビチの肩をポンとたたいた。再び、一同が庭へ降りたとき、バーベル・バーブロビチは、 屋庭にベリチャーニノフのそばへ駆け寄って、ぐいぐいと、その袖を引きながら、ちょっとお耳を、と、苛立たしげに囁いた。二人は、そのまま、ひときのない庭の脇道へ曲がった。いや、この家へは、もうご遠慮。いや、この家へはもう断じて、と、彼は、激怒のあまり咳き込みながら、ベリチャーニノフの袖を掴んで囁いた。なんです 何のことですと、ベリチャーニノフは、目を丸くして聞き返した。パーベル・パーブロビチは、無言のまま彼を見つめて、何か物言いたげに唇を動かし、やがて憤怒に燃えた笑みを漏らした。どこへいらしたのよ。そんなところで何をしてらっしゃるのよ。もう、すっかり支度ができましたのよ。と、二人を呼ぶ、待ち遠しそうな少女たち。